やっぱりそ,のやっぱそうなったら美味しいなってなりますがその前から美味しいわけですからねだからそうなってきたら突き当たりを右に曲がった時点でもう美味しい美味しかったなってなりますねということで、えー「天竺ネズミの川原のすっぽんぽんラジオ」ということでえー、とですね今ちょっとね、あのー、あるテクニックを,を見せつけたんですけどもまたら捨てボケって言うんですかね えーまあ、僕がつけたんですけども。っていうのもですね、あのー、先日ですね、えー、ある仕事でですね、まああのー、女優さんがあいましてですねあかっこいいなと思ったんですよね「この本番いきます」ってね「321、えー」3, 2, 1でこうあ演技しはるんですけども「えー、いきましょう」っす。 本番いきますの時にもうねあのー、セリフをこうなんていうのい,いらないセリフなんですけど喋ってるんですよねいらないというかその何ですかね本編にはないセリフをもう喋ってるわけですよねそれでもう321スタートの3 2ゼ0の時にはもうそのしっかりとしたこう演技をそこでするわけですねス、まあ それを僕は勝手にこう捨て演技って言うんですかねまあなんていうんですかそこ,そこは321のとこ映らないわけですからね321って声が入っちゃってますからねまずねそもそもそんな感じで今ちょっとなんかもうかっこいいなと思ったんでね僕今こう始まる前にもちょっと喋ってたんですけどもねえー、さ,あさあ始まったということ10月3日ということでねうん さあどうですかえっ、ー、と先週から、えー、あるあるの方をやってるんですけど全然ねこう進まない感じになってますけどもねもういいかなって思ってるんですよねうんちょっとだからもうメッセージも読んじゃいましょうか本当はねあるあるにどんどん行ってほしいんでしょうけどね、うん、今更そんななんかなんて言うの 本当はね、こうスタッフさんとして2週に収めた方がこう区切りとしてはね、いいんですよね、こう応募したりとかね、だから2週ぐらいがって言ってるんですけど、んね、もうそんな、今更ね、俺が4週5周したところで、私はもう嫌われる要素はないですかで、ね、もその分、こう、ね、うーん、なんですかね、うーん違う方でねカバーもしてきたし。 うんまあ、それでなんか嫌われることもないっていう自負もありますしねうん。そんだけまあ関係も築けてるっていうのもあるんじゃないですかね。この時間はいらなかったなと思ってます。えー、ラジオネームトウモロコシパスタさん。あんのかな実際トウモロコシパスタって。この感じいいですね。このスタッフさんとこう、実際にこう。 どうなんかなで、あのー、スタッフさんもなんかこう首をかしげてねなんかこう芸能人って感じですねこれは一般の人は味わえないですねトウモロコシパスタってほんまにあるんかなってこうスタッフさんの方見てスタッフさんがこう首どうなんだろうみたいなねちょっとこう芸能人みたいな感じになりましたけどね 年齢22歳ですね。えー、2で終わりきれるということで、カールさんこんばんは、初めて、えー、メッセージを送ります。初めて。私は1年前に彼氏に振られてしまったのですが、いまだに引きずっていて、前に進めずにいます。噛まずに言えました、えーあすません。失恋を乗り越えるためにはどうすればいいのでしょうか、教えてほしいです。カールさんは失恋をして落ち込んだことはありますかステッカー欲しいです。急やな、ステッカー欲しいって。 えーね、恋愛の話してたねステッカーぐっとこう現実に戻してきましたけどもまあね失恋いやもう毎日が失恋ですよ本当にやっぱね恋して失恋して恋して失恋してね、うん、やっぱ恋失恋を乗り越えるためにはまあ僕がやってるのはやっぱその失恋したらもうちゃん何ていうのイメチェンっていうかね髪の毛を切る。 これ僕やってますだからねいつまでたっても伸びないんですよずっと坊主でしょやっぱねこう毎日恋をしてね失恋して髪切ってで恋をしてちょっと髪の毛伸びたと思ったら失恋して髪の毛切ってみたいなずっとだから坊主ですようんまあねまあバッサリと切って髪の毛ねまあ本当前の彼氏になんかもうギャフンって言わしちゃいなよ なんかさ、いつもと違うアイラインなんか引いちゃってさ、うん。アイライン,イラインだってこんなに太くは引けちゃうんだからっていうのをね、街でこうばったり会った時に、あいつ、なんだ、あの、豪快なアイラインはっていうね、うん、思わせちゃいましょう。うわ、振って損したってね。もう、あんなに、あんなに太いアイラインのやつは、 現れないかもしれないらね俺といる時にはあんな太いアイラインであってほしかったみたいなまあだからまあそうやって成長していくにつれてアイラインを太くしていけばいいんじゃないかなって思いますよ心のアイラインをやっぱりねそのそのために失恋、えー、失恋っていうのは必要なわけですから、まあ、失恋にかかわらずやっぱりその 皆さんが地球上で不幸だとされているものは、えー、幸せのアイラインが太くなるための一つのこうきっかけに過ぎないわけですからね、えー、どうかね、えー、どうかどうかねということでさあ、えー、メッセージはこの辺にしようがないともう長くなりましたねああるあるをやらないともうスタッフさん ですねあのー、ほっぺたを膨らます感じになりますね。いいですね、こう大したことないことをこ、まあ、たっぷり使えるっていうのは、なんかこう、なんですかね、芸歴重ねたなーっていうのがありますね。う 昔はなんかこう間を詰めてなるべく間を詰めてなんかこう変わったこと言わないとっていうのがあったんですけどもうねこんだけももうねベランダでお茶飲むぐらいの芸歴を重ねるとゆっくりスタッフさんが怒ってほっぺたを膨らますこれぐらいねこうなれるわけですから。 幸せですよね、本当にということで、えー、あれ行っちゃってーえホテルルトゥールについてスポンサーちゃんとお喋りましょうスポンサーちゃんあ、はいはーい、ね、一台で社長になってるわけですから、自信持ってはい、よろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですからあ、そうでしょ今日紹介してくれるホテルは何ですかえーもう言いましたいや、あの、まだですはいえー、ホテル、えー、ルトゥール何トゥール あルチ,ュチュールチュールって言って、はいえー、どこにあるのそれはの難波駅から、あのーうん、徒歩5分ですちょうどちょうど5分その歩数はしあの人によるじゃない女の子の歩数もあるからあのまあ、あのー、平均的な、あのー、大の大人の大人は何歳から大人はね二十歳から大人ですあでも中学生でも大人っぽい人はいるから、まあ、今今時中学生っていないか 今はいないなの中学生っていますけどねとにかく男塾ホテルグループいやーバカんそんなあるある言っちゃダメーということで始まりましたあるあるのコーナーでございます先週からやっているのは、えー、とパンあるあるの73位だからあるあるではないですけどもえー、ほぼないけども74位5位 とかよよりはあるううにしててねねっていう73位です、ねえー、ちなみに先週は56枚読んだ中で、えー、ちっちゃいちっちゃいスタッフさんが気に入ってたのは、えー、年齢50歳のミホフォットさんの、ね、パンオーラル73位「焼けていない」というねこれはいいですよね素敵です。 うんで先週から言ってますけどもあんまり説明しませんけどおーふ、えーえー、読んでいくんですけど2の倍数でストーリーテ,テラー丸山の答えが出てきますこれ芸人さんちゃうよなちゃんとなストーリーテラー丸山のやつが2の倍数で、えー、毎回挟まれてきますねあれやなストーリーテラー丸山ってステーリーキラー神川みたいなあれやな と似てるなお小さくなった声が声がじゃない音がやばもう始めろってことだ時間がないえっと行きましょうパンあるあるねえー、ラジオネーム左だききさん年齢18歳うんいいですよピンポイントあるあるえーパンあるあるの73位は <music> 猫にパンを差し出してもペロペロしないこれほんまの73位ちゃうかなと思うんですよね僕猫飼ってるんですけど でもまあパンはたぶんペロペロしないんですけどしないとも言い切れないんですよほんまのあるあるかなってうちの猫はねラムネのね袋ラムネの小分けにしたラムネの小分けにしなくてもいいんですけどラムネの袋別にラムネを食べたいわけじゃなくてなんか袋を毎回開けていろんな袋開けるけどラムネの袋だけペロペロするんよラムネの袋の成分なんか書いてないからなラムネやったらわかるけど別にラムネの粉をなめてるわけじゃなくて きれいに洗ってもラムネのラムネきれいに洗ってもラムネの袋だけペロペロするんっていうのもありますからまあありえないペロペロするパンをペロペロするクロワッサンだけペロペロしてくるっていう猫もいるんじゃないかということでガチのちょっとねあの73位になりましたけどもさあ行きましょうテラー挟みましょうピンポイントあるあるの73位はすいません間違えたピンポイントあるあるの73位って言いましたねピンポイントあるあるパンあるあるの73位は 木に引っかかったパンに別のパンを投げ当てて落とすも投げた方のパンが引っかかっちゃうさすがいいですよいいでしょね、これあのー、みんなが経験ある体育館でねこう引っかかってそれ投げたら別のやつが引っかかるやつねこれパンこれいいですよテラーさすが 他の人も負けてられないですよ。面白いですよ。いきましょう。マキシマムザー・マサトシですね。いきましえマキシあ、これ、全部ラジオネームか。マキシマムザー・マサトシあるある76位。淀川を泳いでると親戚の女優に会う。ラジオネームがもうあるあるにしてるが。してるが。いきましょう。パンあるあるの73位は。レゲエのリズムでレーズンをの,のける。 レゲエのリズムレゲエのリズムってなんなんレゲエムズイよな裏打ちか裏打ちレーズン裏打ちでレーズンをこう抜けていくのかこれいいですねうん、レゲエの裏打ちになりますからいいですよ、負けてないですよだけどテラーもこう倍数できますよ2の倍数できますよ行きましょうテラーいきましょうパンアラルの73位は 天気が良かったので外にパンを出しているとパン好きが5人集まっていたがなんだかんだそのメンバーとは今も仲良くやっている。ですね。もうそれこそストーリーがあるんですよねテラーですよねまあテラーはいらなかったストーリーがあるんですね。パンを置いて5人集まっていたってねなんだかんだそのなんだかんだがあったのがいいんですね喧嘩とかもしたんですかね うん、ご飯食べてるご飯食べてるやつにパ「お前パンの本当にパンのこと思ってんのか?」とかまあだからなんだかんだ今も仲良くやってるっていうのがいいですよねさあ負けてられないぞというのが「異次元の豚バラさん私負けてられないんですけど」ね昔からいるんで「私負けてられないんですけど」っていう「異次元の豚バラさん言ってくれてます」「パンあるあるの,の73位」「グランドにできた水たまりを」 野上の食パンですってみるもったいないめちゃめちゃいいパンめちゃめちゃうまいだからあの野球部は分かるんですけどね野球部とかサッカーも分かるかあれを浸してたんですよ本当に本当にでっかいパンみたいなやつを。 でそれをねグラウンドから水を出してたんですけどね1年生の時やってましたけどこれ何なんて野球,野球部になって、ね、1年生の時毎回あ鹿児島は大雨降るずっと降ってる時になんかでっかい食パンみたいなグラウンドからグラウンドの外に水を出してる時これ何,何部やねんっていうのね思い出しましたけどもうそんなちょっと河原さんちょっともうそんな喋らんといてくださいっていうのはテラーさん挟むんじゃないんですかということでい、えー、きましょうパンあるあるの73位は 1,400円のパンかと思ったら最後のゼロはパンだった140円のパンってことですよねこの方は何なんですかね全体的にうのうのしかないんですかねでも左脳もあんのかいやこれはすごいパンパンに来て急にこの方があじゃあうのうが大半占めてるけど他の サノがちっちゃくて他を補なってんのはパンで補なってんちゃうこれぐらいパンあるあるがすごい、うん、ということでえー、曲に行きましょう曲もいろいろ来ております曲だけのねあのー、メールもいいですからねえか、ー、さんこんばんは私はえー、えー、誰やこれ誰やこれラジオネーム福岡県北九州市の千春さん,九州,ん,千春さんかな九州市の千春さんかな九州市の千春さんかな 九し市のち春さんかなえカ、ー、ラさんこんばんは。私は自分の親世代の曲を聞くのにハマってます最近の曲も好きなのですが自分ももっと昔に生まれてみたかったなと思わせれるようにかっこいい曲がいっぱいですなんだあな,んなんかでもこの歌はお気に入りあミスチルのねマシンガンをぶっぱなせしっぽいなこの元気になる感じのミスチルさんはいいですよ ミスチールさんはいいですよーということでえ聞いてもらいましょう。エということでね。ということでね。え剛君はもうあのー卵まとじの歌も作ってくれるって言ったのに全然作らへんな。パンケーキだのミックスジュースだの言ってるけど卵とじもはよ作ってくれっていう話ですよ。 ということで、えー、パンあるあるどんどんいきましょうかね、えー、次は、えー、倍数ですかあ違う違いますね <laughs> グラチャンさんえ違うんですけど倍数じゃないんでテリテ,テ,テラーじゃないんですけどっていう言わんばかりのグラチャンさん行きましょうパンあるあるの73位は「何はパンに含まれるかどうかでインド人と殴り合いの喧嘩になる」いいですねうーん なんぜひこう「ナン」はパンに含まれないだろうっていう方でそのインド人は頑張ってほしいですよね。うん「含まれるだろう」じゃなくてね「含まれるか!」「パンなんかに含まれるか!」っていう感じで「うちのナンは」言うてね、うん、ぜひそっちの方で、えー、殴り合ってほしいなと思いますね。相手がフランス人だとフランスパンで殴り合う感じでいてほしいですね。 さあどんどんいきましょうそんなこと言ってないで川原さん呼んでくださいもう倍数ですよというのはテラーさんですねいきましょうパンあるあるの73位はもともと浮いているパンは取って食べようとするのではなくたまたま口に入ったらラッキーぐらいの気持ちいいですよねこれ選ぶやろそりゃだテラーさんがふ おーやっぱすごいよ「右脳と「パン」でできてる頭「左脳はないのいいですよラストになっちゃうラストということで、えー、テラーさん以外のやつですねこれも好きですよこのテラーさんが一番面白いってわけじゃないですかねテラーさん以外もすごいですやっぱりラジオネーム出たその日課ポッカさんこの方も強いですよピンポイントあるあるパンあるある73位は「助手席に強めに置かれる」 <laughs> 面白い面白いよなすごいよな助手席に強めに置かれるバーンってなんですかねこの前後のストーリーが全く見えないんですけど怒ってるのかな助手席だから。 わかるこれは面白い面白いとしジャンルがもう面白いとしか言いようがないですけどねシュールじゃ収められないですよね、えー、っていうのもおマッダンバッダンありますこういうレベルのやつがもう来週再来週になりましゅなりましゅ <laughs> 普通に恥ずかしかったな40歳がさパンあるあるしてさなんか興奮してありましゅって言ってましたね ということで、もうあれ言っちゃって、ギミギミシェイクラブゲームの、うん。でー、さあ、ええー、ホテルルトゥールについて、スポンサーちゃんと喋りましょう。スポンサーちゃん。あ、はい。えー、じゃあ、その部屋数、部屋数は。あ、部屋数は、あのー、三十、うん、ルームあります。え。あの、三十ルームあります。もう一声。いや、あの、部屋とかは、あの、増えたりはしないんで、あの、三十ルーム。 そうですか32そうですかじゃあなんか耳寄りなお知らせあります耳グッド寄りなお知らせありますかあありがとうございますロビーのほにロッカーはいはいロッカーがありますので大きなお荷物持ってこられた方もお預けすることができます下ネタですかはやめてくださいね 今からせーのって言うから二人であ,のあなたのグループ名言いますよ一緒,、はいね、一緒にね行くよ男塾ホテルグループあ,あのせーのはあ、はい 嬉れし恥ずかしいエンディングですということで10月4日にゆりやんとのイベント初コラボライブポップトークショー in 和牛川西ということでねまあ川西は出るというよりか川西の中でやるという感じですねぜひ見てくださいトウモロコシパスタさんと野は春さんかな千春さんかな千春さんかな えー、ステッカー差し上げますということでもう時間がないということでね、えー、来週のね「テラ」のやつちらっと今目に入ったんですけどめちゃめちゃ面白いですよということでねメッセージもどんどん読んでいきますし曲の方も「曲これかけてください」っていうのをねどんどんかけていきたいと思いますバイバイ !10 月10日。 えー、10が2つということで2で割り切れるよということでねまあ1つでも割り切れるんですけどもさっき話してたんですよあのー、ライフでねライフだと大概のパンは揃うねっていう話をねしてね盛り上がってたんですけどもまあやっぱ最近ちょっと肌荒れがうーんねえ あのー、左まぶたのねあのー、とこにニキビができちゃって今ちょっとまだましないけどまだなかなかこんなとこ初めてできてで1週間前が一番ひどかったのかなその時はほんとひどかったそのなんかまあ舞台とかで漫才とかでこう 1>, 1列目のお客さんに当たるぐらい大きかったんですけどもまあどん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 こうそ,そ,その時はなんかこうねニキビがでっかいとかはこうそこまででっかかったら分かるんですけどなんか多少縮んできて治ってきた時福岡の仕事の時に飛行機やって久しぶりに。 で、なんか、あのー、こう、チケットをね、発見発行するっていうかね、受付の人に言ってる時に、その受付、ね、受付の人が、あのー、お連れの方の分のチケットはどうされますって言うから、隣に、後ろの方に接しているんかなと思ったら、あ、いないなと思って、いや、僕一人ですって言ってこう、いや、そのうち、あ、失礼しました、おにき、おにきびの、おにきびの方で、おにきびの、 みたいな,のなあっ危,危なくこうねニキビのチケット分もあのー、発見発行発見かなうんその辺がしっかりしてからこうねエピソードトークにすればよかったなっていうのはまあでもその悔いはないっていうかうんありますけどねうん。 これぐらいがいいのかなっていうのがっていうのもねやっぱ完璧を求めることによってこの無限が無縁になりますからねということで、えー、今日も楽しく聞いていってください聞いていってくださいえー、メールを頂い,いた方の中から抽選で毎週数名の方にオリジナルグッズカワハラ本舗ステッカーカワハラ本舗ステッカーもちょっとデザイン変えますわもうこれ変えますわこれうんもうねこれ変えますね はい、ええホテルルトゥールについてスポンサーちゃんとしゃべりましょうスポンサーちゃんあはいはいね一台で社長になってるわけですから自信持ってはいよろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですからあそうでしょ今日紹介してくれるホテルは何ですかもう言いましたいやあのまだですはいホテルルトゥール何トゥール ルッツルー,ールって言あっールルーっあのトゥールですルッツルーですールって言ってはいえー、どこにあるのそれはあの難、ーうん、波駅からあの、うん、徒歩5分ですちょうどちょうど5分その歩数はあの人によるじゃない女の子の歩数もあるからあのまあ、あの平均的なあのー、大の大人の大人は何歳から大人はね二十歳から大人ですあーでも中学生でも大人っぽい人はいるからまあ、今今時中学生っていないか 今はいないの中学生っていますけどねとにかく男塾ホテルグループピンポイントあるあるこれは先々週からもやり始めていつもはね2週ぐらいで終わるんやけどやっぱこうおもろなってねこれもう3週目ということで 先週、先々週ね、2週にわたっての中から、えー、っと、一応、こう、おさらいじゃないですか、今やってるのが、パンあるあるの73位。 パまああるある,の73位、ねまあ、ある歩いても73やから、まあ、ほぼないけど74位まではいかないでねっていうところのラインですね、えー。面白いか面白くないかじゃなくて「パンあるあるの73」やなと思う方ですね。えー、その中で、えー、ちっちゃいちっちゃいうちのスタッフしまちゃんが一応、えー、気に入ってる先週先々週からのやつは、えー パンあるある73位木に引っかかったパンに別のパンを投げ当てて落とすも投げた方のパンが引っかかっちゃう,うね、えー、体育館のバスケ的バレーボール的な、うん、ニュアンスを含めた、うん、面白いですねあるあるこれ何がこのねストーリーテラー丸山さんっていうのは何が、うん、これすごい書いたらこう普通のあるあるに73位。 うぶつけててきたっていうねそのぶつけてきたことによってこれ1位2位ぐらいの,、ね、あの体育館あるあるの1位2位ぐらいのやつをぶつけることによってこうその体育館に73位のあるあるが落ちて1位2位であろうあるあるが引っかかっちゃってるっていうのがもうすごいですよね。そこのなんかこうリンクさせるってるのがいいなと思うんですけども。 ででい、えー、いやちょっととと待てよとおーおーということで僕が好きなやつはこれまたこうストーリーテラー丸山さんなんですけどもこれがまたちょっとニュアンス変えてね「えー、パンアウラルの73位」「もともと浮いているパンは取って食べようとするのではなくたまたま口に入ったらラッキーぐらいの気持ち」ね、かと思えばこういう,うゼロから生み出す。 もものもあってですねでちなみに周平、えー、魂が好きだなって言ってたのはね帰り際に、えーえー「カレーうどんが大好きさんですね」えー「肩をショルダーと言うようにパンもショルダーと言いたい」う「うんこれは何でなのかがわからないですけど肩をショルダーと言うように肩をショルダーやんかでパンもショルダーと言いたい」 パン自体が型のことをショルダーと言いたいのかパンのことをショルダーと言いたいのかがまたこの73位なんじゃないかというね今んところこれが有利ですそして今から読むのが新しいやつですねこれ大量にありますからどんどん読んでいきましょう、えー、ラジあ今日はえっと僕 もうもちろん選びますけどちっちゃいスタッフ島ちゃんもなんかこっから塗り替えれるのがあったら言見てくださいあの言ってくださいねで小林くんも、あのー、自分の好きなんでやつ言ってくださいねね小林くんが好きなやつもあとで聞いておきますそれではいきましょうさくらんぼさんですね17歳ですねパンあるあるの73位は「レーズンパンのレーズンが1箇所に集中する」 いいですね、これ普通にねばらけて作るようなもんですけど1箇所にあ集めたくても集まらんやろあれどうやって作ってるか分からんけどレーズンが1箇所に集中するというかパンねパンの中にレーズンが入ってるみたいな感じなんですけどレーズンが1箇所に集中したらもうレーズンの中にパンがもう入っちゃってますよね何ですかえ来、ー、ましたえー ストーリーテラー丸山さんうん挟んでいきますよストーリーテラー丸山さんをねえー、いきましょうパンあるあるの73位はフリスビーのように投げたパンを犬が取りに行き食べてしまったにもかかわらず茂みの中に入って見つからなかったみたいな顔して帰ってくる犬は散歩の時のリードが非常に長いじゃあ最後のあるあるがなんかこうわからんなこのな。 あ、帰ってくる犬。なんリードが非常に長い。これがまた73位じゃないかということを言ってるわけですね。丸山さんはね。ラジオネーム映画館では最前列最前列センター希望さんということで行きましょう。パンあるあるの？73位。食パンの花を探す。ね、うん、耳はある,あると聞いていたもんですからっていう話でしょうかね。いいんじゃないですか？ えー、パンあるあるの73位ですね、えー、ラジオネーム「谷六のハムハムさん」新しい方ですかねいきましょう、えー、パンあるあるの73位は話を盛るとふわっふわになるのですぐにバレるんもうんどっち目線どどのどの感情からパン目線ん話を盛るとふわっふわになるのですぐにバレる誰に誰の話がっていうことですね うん、い,い,いいですねさあラジオネームきましたストーリーテラー丸山さん挟んでいきましょうこれいいですよ小林くんあたりが好きなんじゃないかなって睨んでおりますパンあるあるの73位は「パンの宣材写真に焼き上がる前の写真が使われており MC にいじられ恥ずかしそう」な「もう昔の懐かしいわ」ってやつねいつのやつやねん こう舞台上で「いやこれいいけど今の焼きたてのやつあったやろ探せ探せこれいつのやつやねんこれ俺パン屋にこう運ばれてきてのすぐのやつやん洗剤写真のやつこれまだ焼かれてない時のやつやん」っつって「お前こんな白かったん?」みたいななんか話がつきませんねこれねこれいいんじゃないですか小林君あたりがこういいんじゃないですかえーまあ丸山さんが続くな丸山さんめっちゃ多いねこれ。 すごいよこれ。あじゃあ行きましょう。その日課ポッカさん行きましょう。パンあるあるの73位は。これ言わなかったっけ助手,助手席に強めに置かれる。これ読んだな。これ読んだやん。うん。これ読んだね。これ良かったよね。好きですよ。助手席に強めに置かれる。<laughs> あこれ俺好きやな。ストーリーが全く見えない。 怒ってる人が置いていったのが助手席に強めに置かれる仕事前なのか何ですかねこうストーリーがさあ丸山さん挟もうかえーいきましょう丸山さん「パンアラーの73位は息ををするようにに大きいおかずをパンに挟むもう歌歌にできますよね「息をするように当たり前のように」 ってことなんですかねこのすごいっすよねいろんな方面からん。ん曲って言ったおいなんか今いつもこうボタンオンのボタンを押して曲って短い言葉で言うのにもう今日は「カチって言ってオフになったよ曲も言わずなんか「カチって言って多分外してから「曲」って言って「おい今俺聞こえんか」って「カチって言うので何か言われたんかなと思って今こう見たけどカチッ」って言って。 でもし,かしもしかしてと思ったらなんかもう空の口やったの曲の空の口だからオンにして短いもんだからパニックになってカチッと押して外してから曲って言ったの曲へはい曲へ曲もいっぱい来てますねばっかみたいどんどん送ってきてばっかみたいにえー、ラジオネームクロロヘキさんクロロヘキさん A 17歳お「大黒牧さんの歌この歌を流してくれないと泣いちゃうよ」ということで「えっ、ー、泣かないで泣かないで絶対に泣かないで大黒牧さんの曲を流してー」ということですね。「AnyShingGoes」っていうのかな「いく」の複数形かな「SE」がついてるから多,す多数でいくのかな集団でいくのかなどこかに。 いいですねこれはかけないと泣いちゃうよということで「泣かないで泣かないで」ということで聞いてください「クリープハイプ」で幽霊失格はい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 もういいもういいね、えー、ク,リクリープハイプの幽霊失格あのー、MV をね、えー、携わらせてもらいましたけどもねうーんまあこういうふうに思ってほしいとか何も思わずにこう3人で尾崎ちゃんとお3人というのは山田健人君というねあのー。 ヨネズさんとかを手掛けた方とこうコラボ組んで、で、ね、3人であの打ち合わせとかしてこう、こういう MV にしようということで、えー、作ってるのがありますので見てくださいね。どう思ってほしいっていうのは一切こちら側ありませんので、こちら側の問題です。そちらにはね、えー、何を思ってもらいたいとはないので、えー、純粋にこう見てくださいね。えー、さあ、えー、っと、続きいきましょうか。 えー、ラジオネームワンシーンさんですね、えー、19歳ということでパンあるあるの73位は「部屋の壁一面に焼きたてトーストの写真を貼るも余白にはついバターを塗ってしまう」いいですねこうバターの写真じゃないところがいいですねバターはもう直接壁に塗ってるっていうこの73位ですよね。 いいですね。さあどんどんいきましょう丸山さん挟みましょうストーリーテラーも丸山さん、えー、パノラルの73位は「<music> 中のあんこがなかなか出てこないので近くの店に入って服でも見てる」<music> <music> いいよな、うん。 すごいっすよね。中なんかがなかなか出てこないので近くの店に入って服でも見てる。ねあんこはもう何なん何、うん、これいいっすね。うん。具の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 ,具の何だっけ具の具の根も出ない <laughs>。<laughs> ああ、早く言いたかったな。具の根も出ない。 あんこかが出ながらなかなか出てこないのをかけてグーのねも全然出てこなかったうーんまあこれがいいんですかねなんかねうーんなんかこうパシッと決めないなんかこう完璧を求めたらねえー無限が無縁になりますからねさあ行きましょうおラジオネームニッカポッカーさん来ましたよおー行きましょうパンあるあるの73位は いいパンかどうか、泥棒の走り方でわかる <laughs>？取られてるんやろな？取られて後ろ逃げてるとここう。後ろから見てんのかな？重さとかなのかな？なんだろう？パン <laughs> 強く握逃げてるから強く握ってるか？その握りのこのふわふわ感とかなんかな？ で泥棒の走り方が変わってくるのかな速かったらいいってもんじゃないような気がしますわからないですけどいいですねじゃあストーリーテラー丸山さんを挟みましょうかあなんですかねこれもねいいですね「パンアラルの73位は」「溶け出したバターを横目に薄手のカーディガンを羽織る」 これ一つに丸山のやつ一つにまとめた歌になってんちゃうこれねえラスト <laughs> ラストいきましょう <laughs> ラジオネーム浦さんいいですようんパンアラルの73位は「パンスペース山本マサ」で検索すると何にも出てこない <laughs> 出てこないやろな <laughs> 他のやつじゃあ何やん出てくんのかってなるよな うーんねいいですね。パン、スペース、大山、ね、阪神の大山とかでした。で、てくるんか、じゃあ、ということですけど、いいですね。なんで検索しようとしてたのかっていうのも面白い。70歳。ということで、えー、来週、続きは来週、むちゃくちゃあります。 うん来週になりますじゃあエンディングでさらっと後で小林くんとちっちゃい、えー、島ちゃんに聞いておき,きたいと思います。聞いておきたいと思いますどうぞギミギミシェイクラブゲームローンうんでーさあえーホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはいえー、じゃあその部屋数部屋数はあ部屋数はあの三十二ルームありますえ あの三十二ルームあります。もう一声。いや、あの部屋とかは増えたりはしないんで、三十二ルームです。おー、そうですか、三十二。そうですか。じゃあ、なんか、あの耳寄りなお知らせあります。耳グッド寄りなお知らせありますか。ありがとうございます。はい。あのロッカー。はい。ロッカーがありますので、あの大きなお荷物持ってこられた方も、お預けすることができます。 下ネタですか?。いや、今の下ネタですか?。いや、あの、下ネタはやめてくださいね。いねはい。じゃ、今からせーのって言うから、二人で、あの、あなたのグループ名。言いますよ。はい。ね、一緒にね。いくよ。男塾ホテルグループ。あ、あの、せーのは。はい。はい。嬉、はい、し恥ずかしいのエンディングですということで。えー、っと、小林君に聞いたところ。えー、一般化 どうか泥棒の走り方でわかるうん小林くんっぽいですねこうセンスのあるのこうやっぱ、えー、センスのあるのにムラムラがあるので有名ですからね小林くんはうんさすがですねえー、かといってこうムラムラちゃんじゃムラちゃんはあれやあのー、小林くんとの間の友達ですよムラちゃんねムラちゃんじゃないですかえム、ー、ラちゃんにもまた聞きたいねそんなこと言ったらちょっと長くなりますんでえー、しまちゃん はですねえー、部屋の壁一面に焼きたてのトーストの写真を貼るも余白にはついバターを塗ってしまうこのついっていうのがいいですね、えー、僕はですね、えー、助手席にに強めに置かれる これが好きでしたけども来週はえーそれを更新するのかえって言ってる間にこう裏で流れているのが「京都フルフィルムフェスティバルバンド京都踊ろう明日と歌おう」ですねだと思ったっていう人もいっぱいいるんじゃないですか。ということであとねあの12日までやってるね渋谷モディ4階イベントスペースっていうところでね「猫店芸人と猫店」ってねえやってますんでね。 亜生と山内と僕の3人の猫ちゃんのいろいろ写真とかグッズとかがあるということで、えー、それをちょっとね、えーまあ、あの予定がある人はちょっとやめといた方がいい,い,いんじゃないかなと思いますね。 大事になななってくるんじゃいいかなと思います予定ない人はね来てください。ということで、えー、来週も完璧を目指せたらですね無限が無縁になりますのでその辺、えー、よろしくお願いします。でも村ちゃんもあのー、元気になったらこうラジオ呼ぼうか。ねちょっとねあのー、脳性麻痺のねあの友達がいるんですけどもラジオで。 多分聞いてる人は何言ってるか分からないと思うんですけど僕だけ分かれば成立するんじゃないですかねうん,なんかねその辺も楽しそうだなとちょっと小林くん見て思ったんですけどもえー、っと今日もね今日は10月17日前もなかった ?10 月17日なんか前もなんかあったようなね うんそんな毎日ですけれどもおどうお過ごしでしょうか、えー、メールもいっぱい来てますんでねうん,読んでいきましょうラジオネーム兵庫県は尼,尼崎市の梨三昧さんねうんカーラさんこんばんは私は歯科女子をしているのですがカーラさんのく二コブ強制ラクダが本当に大好きですあコブをね強制し,、えー、してるやつですね 強制と虚勢がちょっと分かんなくなってくるんですけど強制ですよねうん虚勢はあれですよね猫ちゃんとかうん僕も猫ちゃんが虚勢した時ついでに僕もしたんですけど安かったんでね、うん、これは強制ですね強制だうん本当に大好きですえー、歯医者で使う紙コップとかに商品化してほしいですあの絵の発想本当にしびれました何が言いたい 何が言いたいのかも分かりません行きましょう優しい猫さん21歳カールさんこんばんは私はカールさんが飼っている猫ちゃんの大久保さんのファンです良、えー、ければ大久保さんとの出会いや名前の由来を教えていただけたら嬉しいです何が聞きたいこの人は結局何が聞きたい ね、えー、ラジオネームノットラ・ガーマンさんノットラ・ガーマンまあ本人が言ってるから仕方ないですけどね <laughs> ノットラ・ガーマンなんでしょうねカ、えーラさん教えてください「昨、え、日、ー、東タルミからのタミタルミから明石の間をちっちゃいちっちゃい車輪の自転車で往復しました」。 なぜか今日になって右肩が外れそうで痛いですなんでですか円投の練習とかもしてませんこれねあのー、多分こう右肩が痛いってことはこの右側にその証があったのかな 東から来たわけでしょ東ルミから明石の間だったんで右,が右側が赤石だったんですかね行こう行こうとするのが力が入って右の方がやっぱ入ってということだと思いますけどね。ということで今日ちょっとねこんなんやってる場合じゃないんですよもうあ,のあるあるをねやらないといけないんで。 ね、もうそこのメスこういうメッセージを読んでるほど暇じゃないんですよこっちは忙しいんですよバンバンバンでいきましょうねえー、じゃあ早く行って行って早くえー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはいはーいいで,で 1> ね1台で社長になってるわけですから自信持ってはい、ね、よろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですから<あ>そうでしょうし、はい、してくれる、はい、ホテルは何ですか もう言いいまましたや、あの、だですホテルルトゥール。何トゥールルトゥール。あいや、トゥールールあのトゥールです。トゥールって言って。どこにあるの、それは。あの難波駅から徒歩5分です。ちょうどちょうど5分。その歩数は人によるじゃない女の子の歩数もあるから。ああ、の、ま平均的なあの大の大人の。大人は何歳から大人はね、二十歳から。 あーでも中学生でも大人っぽい人はいるからまあ、今今時中学生っていないか今はいないの中学生っていますけどねとにかく「男塾ホテルグループ」<laughs> <laughs> ピンポイントラルるはいー。 先週、先々、先週、先々週、先週からの今、えー、トップ3はですね、えー、ち,っち,ゃいちっちゃいスタッフが選んだのが、えー、とパンアラール73位、部屋の壁一面に焼きたてトーストの写真を貼るも、余白にはついバターを塗ってしまうというのと、小林くんが今いいなと思っているのが、えー、パンアラール73位。 いいパンかどうか泥棒の走り方でわかるっていうのとう僕はですね、えー、助手席に強めに置かれるだったんですけどう今まあ選手盛り上がったのはさすがストーリーテイラー丸山のパンの宣材写真に焼き上がる前の写真が使われており MC にいじられて恥ずかしそうっていうね「お前こんな白かったんか?」ってね「全然上がれてないやん」みたいなね、えー、感じで盛り上がってきましたけどもあるあるどんどん。 読んでいきましょうパンあラルの73位ですね、えー、ごぼう男子さんパンあラルの73位は引っ越し業者がエレベーターが閉まらないようにパンをかますうん相当ね硬くないといけないですけど73位ですからねここまで行かなきゃっていうのがあったんでしょうね行きましょうスト,ストーリーテラー丸山挟んでいきましょうここでね、えー、いいですよストーリーテラー丸山さん えー、パンアラの73はポケットにパンを入れたまま洗濯してしまいすすぎ2回にしたことを後悔する、うん、で1回だったらまだこうなんかな水分いや1回でもどういうことやろうすすぎってことはこう乾かすすすぎっていうのはこう水分取るんじゃないの水分が入っていくあそう水だけのやつかへえー <laughs> いそ洗,洗剤をおろおろ乾かすんじゃなくて洗剤を洗うってやつよね新しい水でうんいきましょうラジオネームポップコーンひとっぷつさん何やひとっぷつってなめてんのかこいつ <laughs> ポップコーンひとっぷつって何やねんこいつなめてるやろバーナーラル73位は 食い気味で食べた <laughs>。これは面白いですね <laughs> ん。どういう状態？焼いて出す。出した時、自分で作って出した時にもうだから、そのトースターの中に入ったってこと？何食い？気味で食べたって、焼き終わるか、焼き終わらないかの時に食べたの？何これ？こいつ、舐めてんか、こいつ <laughs>。 じゃあストーリーテーマテマをテラーですねテ、えーマは妹ですかね、えー、パンあるあるの73位は4人乗りのパンの時は子供が座りそうなところにチョコを多めに入れておく何言ってんねんマジで頭おかしいんかほんま可愛 <laughs> い,いチョコ多めに子供が座りそうなところ 座るとこじゃないのが好きですね座りそうなとこにここ,ここちゃうかっていうねいいですね本当にうーんラジオネームカットバセ今井くん行きましょうパンアるルるの73位は車の屋根に置いたまま家まで帰ってみる何になんのかなこれ。何になんのかな まあ73位ですからねいいですねちょっと丸山置いときましょう <laughs> 北海道だけど津市出身さんですね、えー、ピンポイントあるある、えー、パンあるあるの73位は美容室でシャンプーの時に顔の上にそーっとのせられる <laughs> い,い,いい匂いやないやいい匂いやなあれへんがなってことですよねってことはね ちょっとシャンプーします、はい、ちょじゃちょっとあの顔のとこちょっと熱いですけど、はい、あまあ大丈夫です熱さでもこれなんかいい匂いやないい匂いやないあらへんがこれパンやパンやこれ、ね、短いツッコミでいけばパンやパンや3文字でいきますから丸山置いときましょう村一番の金力持ちさん全然違うと危,危ない危ない危ないえー、パンあるあるの73位はパン一貫をぎゅうぎゅうに潰して 元に戻るまでの時間で星空を見上げる <laughs> い,い,、うん、いいですねうんいいですねうん優しいやす何でだギャップギャップが萌えですねうん隣にいたらもう今夜は抱かれてもいいって思っちゃいますねうんいいですねあい愛知県の えー、シーツの腰汗ですねパンあラルの73位はなんぼでも食べられるいやそう無理やってこれなんぼでも73位ですからねパンはもう2個3個目いった時に後悔しますからねいつもねどんなパンだっていきましょう兵庫県のほくろももんがさんそつけ、えー、パンあラルの73位は こぼしたパンくずに寄ってきた近所のおじさんたちがこぼしたよと言って強引に食べさせてくるうーんいいですねここまで行ってもいいんじゃないかという,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 う言わんばかりにいってますねえー、ひがちゃんさん行きましょうパンあるあるの73位は海を見ると「パーン!」と声が枯れるまで叫ぶ何があったんですかねうーん 食べたかったパンを食べられたとかですかね、うん、私が食べるはずだったパンを誰かに食べられたとかなのかなここで丸山いっときましょうかうん丸山置いときましょう、えー、あ出た兵庫県のホクロモモンえさっき見ました似たようなのがさっきも見ましたね、えー、パンオーラルの73位は 遅刻しそうなのでパンを加えて走って投稿したら曲がり角でバターを加えた少女と衝突してちょうどいい感じにパンにバターがつく <laughs> あーいいっすねちょうどバターを加えてなんそのパンをね この加えて走ってるのこうようね漫画とかこうドラマとかでこうあるバターを加えてこう急い何を急いでんのバターバターを加えたうーんこれでまあそのちょっとだけつくってことはうーん比例はしないと思うんですけどそんなに急いでなかったんじゃないかなってこう思いますね 後漬けですけど、ね、まあ後付けの後付けにこうバターがちょっと漬けってなったらこうバターがついたみたいになってますけどなってませんか大丈夫ですか極へさあ極へということはこちらでしょう大阪市のえこれ何て読んだったっけ冬に、えー、冬にこうなんだっけ棒線あってカタカナのムーに土 じ冬なんていうのか冬にうりなんこれ,じゃこれじゃあ冬なんこれじゃあって書いてカタカナのムーニツチ冬至冬至そう関数字の一にカタカナのムーニツチ冬至かあじゃあ冬なんや冬至ってラジオネームふざけんなよこっちも忙しいな、ね ガラさんこんばんはこんばんここばばはは私事ですが7月日日は誕生日あ、過ぎちゃったバーカ、えー、なのでザ・ピローズのピローズ複数形、えー、パトリシアが聞きたいですあ誕生日にぴったりということで、えー、せっかくなので、えー、オーブンもらったので聞いていただきましょうクリップアイプで幽霊失格はいはいはいオーブンは2番に入るところだった。ということで、えーえー、ちょっとね あのー、忙しいのでこっちも暇じゃないのでどんどん行きましょうえー、っとーパンアラールでしたねパンアラールストーリーテラー丸山ここで来ましょうストーリーテラー丸山あーパンアラールの73位は <music> 友達の家に行くとパンしかなかったので少しだけ食べて歯型を残し友達が帰ってきた時に 並びの感じで誰が来たか伝わればなと思う,思ういいですねストーリーテラー丸山ーって感じねえ今回のもストーリーテラーをどんどん挟んできましたけどもーすごいですねさあえー、なんとここ最後ですねまだあるんですけども <laughs> はいまだあるんですけど最後にしましょう 時間もあるんですけどね時間もあるし読むのもあるんですけども最後にしまーすもうそうなっちゃうんですよすいません忙しいんですよこの後もご飯食べたりえー、ラジオネーム福岡県の北九州市の千春さーんいきましょう年齢19歳パンあるあるの第73位は固いね <laughs> <laughs> うーん大概柔らかいですけどね73円になったらシンプルですね硬い。ということで、えー、今聞いとこうかな、えー、ちっちゃいスタッフーっと小林くんこれねいつもこうもうその中からそれをもう踏まえて1枚決めてたんですけど。 えー、ちっちゃいスタッフが決めるのと小林君が決めるのと俺ら3人にステッカー差し上げましょうじゃあまずちっちゃいスタッフは何が良かったですかもう4週にわたってからですからあーいいえー、ポップコーン1粒プツって何やこいつバカ野郎えー、の食い気味で食べた これいいですね。パンを食い気味で食べることないですからね。何をもって食い気味なのかは、まあ、各々七十三位ということで、これを。ちっちゃいスタッフしまちゃんから選んでもらった、ああ、ものとしまーす。しーん。で、ああ、ドカーン、なんか音、音、バーン。さあ、小林君。小林君は何がいいですか。うん。ああ、先週の。揺るがず。 小林君っぽいな私は揺るがないよということで先週のですかねそのニッカポッカさんの「パンアラル73」はいいパンかどうかは泥棒の走り方ででわかるでーすドガーン,音ドーンということでそしてん僕んはですねやっぱこのすいませんうーんうわー やっぱね。僕これちょっと自分で盛り上がっちゃったんでで73位でもあるのでこれにします。えー先、先週のやつ先週のやつかな？パンの洗剤写真に焼きあがる前の写真が使われており、mc にいじられ恥ずかしそう。シーンドガーン。ということで、これストーリーテーラー丸山さんですね。ストーリーテーラー丸山さん全部良かったんですけどね。パン。 うーんこの遅刻しそうなやつもよかったけどねバターがちょっといいやつつくのにねほ,ももほくろももんが、ね、ほくろももんがねえほくろももんがいいパンかどうか泥棒の走り方はその日課ポッカさんねうーんでこの助手席に強めに置かれるも好きだったんですけど、ね、これもその日課ポッカさんかうーん別にねあのー かぶってるからとかじゃなくてうーんやっぱ発想がストーリーテラーのやつのこうパンの宣材写真に焼き上がる前の写真が使われてるなかなかこうセンスが良かったですねということでこのお三方に、えー、決まりましたちょっとねホクロももんががほくろももんが,がほくろももがももががねあれでしたけども。 ということで、えー、あれいっちゃって、じみじみシェイク、ラブゲームの、うん。でー、さあ、えー、ホテルルトゥールについて、スポンサーちゃんと喋りましょう。スポンサーちゃん。あ、はい。えー、じゃあ、その部屋数、部屋数は?。あ、部屋数は、あの、三十二ルームあります。え?。あの、三十二ルームあります。もう一声。いや、あの、部屋とかは、あの、増えたりはしないんで。あの、三十二ルーム。 そうですか32そうですかじゃあんかあの耳寄りなお知らせあります耳グッド寄りなお知らせありますかありがとうございますはいあのロビーの方にロッカーはいはいロッカーがありますので大きなお荷物持ってこられた方もええ下ネタはやめてくださいねはい 今からせーのって言うから二人であのあなたのグループ名言いますよ一緒,、はいね、一緒にね行くよ男塾ホテルグループあ,あのせーのはあはいはい嬉しい恥ずかしいエンディングですということでねあパン1巻をぎゅうぎゅうに潰して元に戻るまで時間で星0を見上げればよかったねふうーーもう切りないわもうこんないや本当に4週にわたってやってしまいました面白すぎてね えー、今日読んだ人全員にねオープニングからこういろいろメッセージもそうですけど全部全員に、えー、差し上げますね選ばれた人とえー、ちょっと読むのがどっか行ったのであれですけど曲は「選週と一緒ですえー、そうですね「選、え、手、ー」とエンディング一緒です「選手」です「選手」えー、そうですね「選手」と一緒ですねはいあれでした はい、えーのー、どうも、あのー、あの、天竺などの川原です。あのー、よろしくお願いします。ということで、10月24日、10月も中旬だよー、チュチュ、チュチュってなんやねん、これ。ふざけんなよ。ということで、えー、24日、ねえ、12日まで、ね、あのー、芸人と猫店というのをやりましてですね、えー、渋谷の方でね。 え大久保君がねもう本当にいい僕だけのものだったんですけどね皆さんにこう写真とかでね動画とかで癒されたんじゃないですかね大久保君の人気がこう一人歩きしたらちょっと大変ですよね大久保君渋谷でここ最近だったら渋谷でもう歩けないんじゃないですか素手ちっちゃいサングラス買ってあげないといけないなハッハッハということでえーということであのねあのね メールをね、そのすごく来てるわけよ。今日はね、この30分もないけど、もう20分、20何分ぐらいでもうどんどん上げていこうと思って、もうギネス並みに上げていこうかなと思って、1回の30分のラジオでそんだけ上げたんっていうぐらい。ということでね、えー、何を上げるかというと、あのー、 川原本舗ステッカーといって、えーね、今はあんまり動いてないですけど、川原本舗というグッズをねこう、ここのスポンサーの社長とかね、一緒にこう作ってたんですけども、その時のステッカーに、僕は直筆で後ろにサイン書いてるんですけど、高波動サインですわ。もう瞑想状態で、目半開きで、もう白目向いてこう、ずっとこう手だけ動いてる感じの、大量に書いたので、これをどんどん送りますね。あのどんどん読んでいって。 ね、これを手にした人はもう幸せになれるというこのステッカーを手にしたら幸せになれるというのはもう国がもう認めてしまっているわけなんですよそれをどんどん配っていこうということですこんなふうに喋っている場合でもありませんそれではえー、あれをどうぞえー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはいはいですね一台で社長になっているわけですから自信持ってはい、ね、よろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですからあ そうでしょ今日紹介してくれるホテルは何ですか？えもう言いました？いやあのまだです。はい。えホテルえルトゥール。何トゥール？チュルチュール。あいやチュール。あチュールあのトゥールです。ルトゥール。チュールって言って。はい。えどこにあるのそれは？あの難波駅からあの徒歩五分です。ちょうどちょうど五分。その歩数はあの人によるじゃない？女の子の歩数もあるから。あのまああの平均的なあの。 大大大大の大人の大人人人はは何歳から大人は、ね、歳からね二十でも中学生でも大人っぽい人はいるから、まあ、今今時中学生っていないか今はいないの中学生っていますけどねとにかく男塾ホテルグループメールを読もうということでねちょっとお知らせが長いなあの何年目今5年ぐらい5年5年やってますよ頭おかしいやろこれこれちょっとあの5年を あのー、5年ということで、あのステッカーもね、若干ちょっとあの変えていきたいというのもあるんですよね。うん、あと、このお知らせも変えていきたいという、リニューアルをどんどんしていきたいということで、えー、今から読むメールはもう本当にだいぶ前のやつからたまってるので、本当に七夕のこととか書いています、みんな。アホやから、アホやからというか、あのー、アホやから、あのー、アホやからじゃない、アホやからね。あのー この。 それをねどんどん読んでいきますけどもとりあえずステッカーをもうみんな高波動ステッカーを差し上げたいだけ皆さんに幸せを配りたいだけなのでね、えー、その辺はちょっとね季節的なあ変な時事が入ってると思うんですけども、えー、ラジオネーム東京のさやつさんこれは最近のやつですねカールさんこんばんは先日先日のやつです先日ルミネで行われたトークさんのチケットを購入してしかも最前列のど真ん中の席だったのに、えー、仕事のお打ち合わせが長引いてしまいライブに参加できませんでした悔しくてつらいのでステッカーくださいということでね、えー えーえー、差し上げたいいと思いますステッカー差し上げたいと思います。ね。えー、ラジオネーム、えー、東西、東西の鬼東西、東西、東西の西、東西の西じゃん、東西の鬼、えー、こんばんは、最近2で割り切れる年になりました。おい同時に夢だった教師の試験、採用試験に合格しました。えっ、ー 初めてのメールで応援メッセージをいただくのと引き換えにメッセージを送らせてもらったのが嬉しいです。これから出会う子どもたちのとの出会いが楽しみです。ところでカールさん、これからの時代を生きる子どもたちにどんなふうに育ってほしいですか以上長くなりました。ということでね。まあ僕らがこうやって生きてほしいっていうほどもう今から生まれて。 来る子供たち、今生まれてる子供たちはね、僕らよりもはるかにも全てを知っている、愛を知っている人たちなので、私たちがその子供たちに何か教わる時期なんじゃないかなと思います。ステッカーを差し上げます。えー、ラジオネームきたっくのマリモさんいきます。今年から新入社員と働き始め、えー、厳しい研修が続いている毎日です。河原さんからエールをもらった、えー、もらったらとても嬉しいです。何か一言お願いします。あ新入社員ですね。えー、まあ、何にも支配されず、何にも抵抗せずということをお伝えしたいといます。 まずステッカー差し上げます。えー、大阪市の方骨骨コロモさん、ガさんこんばんは。暖かくなってきて、えー、胸をほらもう暖かくなってきて言うてるもう寒くなってきてるのにすいませんこの辺からもめちゃくちゃになってきます。えー、服を重ね着しなくて良い良くなったので体が軽いですね。ステッカーください。こいつのやつやんねんってね。三月のやつですよこれ。はいステッカー2枚差し上げます。 ね,重ねて、重ねてください。重ね着のね、あれだったので。ラジオネーム天竺ネズミのセシタではありませんさんですね。ああ、よかった、えー。ステッカーください。絶対にください。くれないならもう寝ます。ということでね、えー、ありがとうございます。ステッカー差し上げます。えー、っと、奈良市の浜松さんですね。いきましょう。カラさん、こんばんは。私は今16なんですが、あ2で割り切れますね。あと2ヶ月、2ヶ月十8日で17歳に、17歳になります。2で割り切れなくなります。よければ、ハッピーバースデートゥーと言ってください。ハッピーバー,バースデートゥうー。<laughs> <laughs> はいステッカーを、えー、2枚差し上げます、えー。ラジオネーム愛知県のシーツのこし腰汗さん。 長いカールさん、こんばんは。初めてのメールを送らせていただきました、えー。私は今年22歳になる大学生 4, 4年生で中学校の頃から天竺ネズミの大ファンでいつか単独ライブに行けることを人生の目標の一つとしております。私は昨年初めてお笑いライブは足を運び、ダブルヘッダーで大きなだ大好きな, <laughs> 大,きな, <laughs> 大,きな <laughs> 大好きなジャルジャルさんとの単独とカールさんのルミネで5月 1, 1日に同時に見ることができ、ででき忘れられない思い出になりました。えー、で,ですが愛知県から東京に見に見来て 来ているためルミネでゴあスは終電の時間が来てしまい、途中で帰らなくてはいけなくなり、とても残念でした。帰り際にシズルの池田さんが滑っていたのを背中越しに感じながらルミネを出ていったのを今でも覚えています。それから2ヶ月後、なんと天竺ネズミが私の大学の学祭にゲストとして来てくださり、何か運命的なものを感じました。さらに1年前の学祭,学祭実行委員だったため、サインもいただくことができ、今でも一緒に。 ゲストでい来ていたインディアンスのサインの木村さんの部分だけ修正テープで消し部屋に飾らせていただきます飾ら,らせていただいてます、えー、ウイルスが一日でも早く収束しまた、えー、生の変わるんをける日を願、ね、っております長ょ失礼しましたステッカーくださいステッカー1枚差し上げますえーえー、っとラジオネームいつきさんお母さんが革ジャンとサングラスをかけて授業参加に来るのめっちゃ嫌です ええんけん別にね、えー、ステッカーを2枚差し上げます。えカ、ー、ラさん、ええー、ラジオネームうー、歯の多いかぼちゃさん。カ、え、ラ、ー、さん、小さいスタッフさん、こんばんは。いつもくすくす楽しく聞いています。ポテンヒット商品が届きました。毎日まだ、まだまだ,かまだか、まだかな。まだかな。まだかな。ステッカーを8枚差し上げますこかいつ。覚えててよ、8枚ってね、ちっちゃいスタッフさんが。 はーっていう顔してます。ガラタくん、ラジオネーム骨骨コロモさんも読んだよね。さっきね、読んでないよ。 カールさん、こんばんは。えー、先日予約したポテンヒットと、もうふんトートバッグが届きました。カールさんが紹介動画で大久保さんを入れてたので、私は愛犬を入れてみたいと思います。ということで、ステッカー1枚差し上げます。えー、ラジオネーム、パウンストジェラシーさん、皆さん、こんばんは。カ、えールさんが桜を食べようと、ベロを出している写真を待ち受け画面にしてたら、おばあちゃんがそのカールさんのことを、ワンコワンコやろワンコちゃうのと言ってました。ステッカーください。いいですね、ステッカー。 3枚差し上げます、えー、っと光る海と書いてミミさん行きましょうカールさんこんばんは8月に上野であった吉本のアー,アートスタイルのサイン会に私はカールさんに会えるかもと部活終わりに友達4人と言ったらなんと会場入りするカールさんがガラス越しに私たちの目の前にミミグッドを必死にする私たちにガラス越しにミミグッドで返してくださり本当にありがとうございましたそこから私が所属している女子サッカー部の集合写真ポーズはミ,ミグッドになりましたこのことを覚えてもらってたらもうふに忘れ 連れて行ったらもう奮起をくれると助かります。ステッカーもつけていただけるということなしです。よろしくお願いします。もうふにょ覚えてますね。ステッカーを、えー、じゃあ4人えー、4って書いてましたか？5枚ね。1枚余る形にしましょう。5枚差し上げます。わあ、曲なかなか行かれへんな曲のリクエストも、えー、ありますー。えー、っと札幌のちっちゃいけん。謙遜謙遜のポーズさん。 えー、北海道の方、北海道、銀、え、南、ー、ボーイズー、えー、ですね。カラさん、こんばんは。いつも大好きな犬とラジオを聞いてます。夏の尻尾と秋の耳がで出たり入ったりしてますね。<ん>そろそろカレンダーの10月のページが破れそうです。私は今月20歳になります。そこで夏の終わりを感じられる銀南ボーイズの夢で会えたらおリクエストします。っていうことは、素晴らしい曲ですね。それでは聴いてもらいましょう。クリップハイプでし幽霊失格。はいはいはい。はいはい はい、もういい、もういい、もういい、行きましょう。ね、これ、いい歌なので、聞いてくださいね。YouTube 等で聞いてください。えー、いきましょう。ラジオネーム、京都市のライトゴロさんですね。えー、天竺善ねさんの大ファンで、いつも楽しくカルさんのラジオを聴かせてもらってます。担当、担当、担当、職人に聞きます。カルさんにとって、七夕はどのような存在なものでしょうか。相当、こだわってると思うので、よろしくお,お願いします。ということでね、ありがとうございます。七夕,七夕は、もうあの、両親、あの、第二の。 ね、ふるさとというか両親みたいなもんですよね、えー、ステッカーをおー1枚あげます、えー、先ほどの曲の「銀南ボーイズ」をくれてくれた方、えー、ステッカー12枚差し上げます、えー、すいません、えー、ラジオネームみりん焼さんいきましょういきましょう天竺ネズミか原さんこんばんはもうすぐ七夕ですが短冊に書くとすると今年は何のお願いされますかねこれやっぱ、まあ、ふもうふにょ もうふんにょな世界、もうふんにょのね、ある、その平和な世界がいいなと思いま、まあ、ふん、もうふんきな世界がいいですねっていうことです。書きますかね。えー、ステッカーを1枚差し上げましょう。えー、どんどん行きましょう。ラジオネーム、石男さん。前回からよく聞くようになりました。ステッカーくれと言ったらくださると思うので頼みます。ということです。はい、ステッカー差し上げます。1枚差し上げます。ラジオネーム、赤車、カーズと読みます。すいません、カッコ、カーズ。 赤車ででカ、はいえー昨日の4月17日はあすごい昔4月17日は夏日の日でしたねあそうなんですかなので私は夏日の写真を見ながら餃子を食べましたあらカールさんは夏日を食べましたステッカーくださーいっ,っね、えー、ステッカー1枚差し上げます、えー、ラジオネーム手がパン臭いさんですねカ、えールさんいつも温かいですステッカーくださいわんか分からないですけどち千葉県の方千葉県の方だったらまあ5枚差し上げましょう それではいきましょうラジオネームカレ,カレッジ決まんないさんカレッジわかんないですけどねカラルさんこんばんは初めてメッセージを送りました今年大学受験でスマホを触らないように自分の中で川原チャンネルと1 5 1 0円ハゲくんの動画しか見ないというルールを決めましたところでこのラジオは宮崎では聞けないんですけど天竺ネズ水好きなので送ってみました大人になったらこのラジオが聞ける地域に住もうかなと考えてます聞けないラジオに送るのは今まで味わったことない感覚ですこ聞けるよラジ,ラジコでねあの全国聞けるからラジコ ラジコでラジコ,じゃラジコであの、あるからアプリでんねこれをもう聞いてないからどうし,どうしようもないもうこの子はラジコを勧めても知らないからじゃ,あじゃあステッカーをえー、えー、15枚差し上げましょう <laughs> 聞, <laughs> 聞いてないのに急に15枚来たらサイン入りのやつが15枚来たらもう びっくりするえ何があったんだろうってなりますけどねえー、いきましょうラジオネーム元気丸さんえー、頑張れ川原ということでありがとうございますステッカー2枚差し上げましょうえー、バラの唐揚げさんいきましょうもうすぐ七夕ですねどんな七夕になるか今から楽しみですステッカー1枚差し上げます尼崎市のおか,ゆおかゆのお兄さん こ、えー、んばんは。もうすぐ待ちに待った七夕ですが <laughs>、七夕の時が固まってますね、えー。私は親知らず3本一気に抜くため33歳にして初めての入院と全身麻酔を経験しました。今、手術5日目で、えー、腫れ上がって顔が真四角です。ああ、いいな。お粥ばっかり食べてすごいしてます。あだからか。最近何もハッピーなことがあります。ああ、ダメだ、そんなこと言った。なので絶対にステッカーが欲しいです。ステッカー差し上げましょう。1枚差し上げましょう。えー、ラジオネーム、あ、さっきの方、すみません、1枚って言いましたが、2枚。すみません、失礼しました。2枚ですね。右と左の。 右と左で1枚ずつ差し上げます。ラジオネーム、ジャパニーズ平成さんですね、えー。ナス中西大好きです。ああ、関係ないな。ステッカーと一緒に送ってください。何をステッカーだけでいいのかな ?1 枚差し上げます。ナス中西だから2枚でいいのか。2枚差し上げます。えー、ラジオネーム、大阪市のえー、だ誰やったっけ漢字が読めない。綾野剛ラブママ綾野剛、<laughs> 綾よし。あやのゴー。あやのを読めたからええやん。あやのゴーラブママさん。えーっと、メッセージは、えす、ー、びの形のマスクを作ればよいのではんやこいつ上から、メッセージ、えー、ステッ三3枚差し上げます。えーっと、ラジオネームチャンネネさん。えーカラツヤホーです。ヤホー、夏なので怖い話しますね。えー、やだ。七夕が大好きなカールさん。 はい大輔きです私の、えー、地元函館の棚本はハロウィンみたいに子供たちが他人の家にお菓子をもらいに行くという文化がありますへゴミゴミ袋パンパンに2,3袋持って帰ってくる子もいますへ親にはえー、水産加工会社によくもらいに行ってこい って言われましたなんで理由はお酒のおつまみになるようなものがお菓子としてもらえるからですあーなるほどこれを聞いているリスナーの皆さん函館に引っ越してきた際には七夕にご注意をいきなり知らない子がピンポンってきて歌を歌い出しお菓,子お菓子くれと言ってきますああ怖い怖いあっえー、3枚あげますステッカーラジオネームやさしさの包み焼きさんえー、全略中略攻,攻略でいいのかなあと略 前略中略圧倒略って書いてますはいステッカーじゃあ前略の分1枚と中略の分1枚と 攻略の分1枚3枚差しし上げましょう、えー、平成12年のチャーハンさん行きましょうカルさんこんばんは涼しい季節になりましたね確かに私は暑がりないのでみんなで長袖を着るような時期でも半袖を着てますえでもみんながダウンジャケットを着るような季節には私もちゃんとダウンジャケットを着るので安心してくださいよかったありがとうございますありがとうございますなんやねんということで、えー、ステッカーを、えー、5枚差し上げますえは、ー、じめましてですと言いつつもすでにどっかに合ってる可能性がありますえー 書きたいことがあるのにどうせちゃんと読まれないんだろうと思うと頑張って書こうという気が薄れてしまいました。ああごめんなさいなんか一人で勝手にしょんぼりです。ああやめて河原さんが私しょんぼりすることなんて1ミリも気に留めてないくらいのことなのに私にとってはでっかい砂ぐらい苦しいことですから人間って不,不平等ですよね。そうですねパン食べたいああえー、ステッカーを1枚差し上げます。 ラジオネーム鳥取県ボーダーナすびさん。カールさん、こんばんは。毎週楽しく聞いてます。最近サスティナブルに興味が湧いてきたところです。ありがとうございます。そしてぜひ一度カールさんにお会いしたいです。あぜひお願いします。ステッカー欲しいです。応援してます。えー、じゃあサスティナブル文も含めて、えー、2枚ステッカー差し上げます。書いてる、えー、いきますよ。隣の席のよく噛むぽっちゃりさん、えー。初めてお便りします。ステッカーください。悔やさい。ということで。えー 1>, 1枚差し上げます。京都市のはやっぴーさん。えー、カラスさん、めちゃくちゃいい匂いです。あ本ほんとキャンドル。あキャンドルか。<laughs> 恥ずかしい。家に帰って部屋に入るたび、香りに癒されて毎日幸せです。ああ、よかった。カラスさん、素敵なグッズありがとうございます。こちらこそ。ちょっとね、あのー、意識が高い分、高波動の分、うん、波動が高い分のお値段も高くなってますけどね、もうそれでいいんですよね。それで手に入れれない人は手に入れないで、また手に入れれる時期に楽しんでもらえて、今手に入れる人は手に入れてください。えー、ステッカーを。 4枚差し上げます。初めてですね、4枚ですね。えー、いきましょう。ラジオネーム、鳥取県米,米越し冒頭、あれ、ボダーなすびさん、さっきあげたからなしね。えー、カールさん、えー、ラジオネーム、ゆうりんちさん、ゆうりんちさん、カールさん、こんばんは、初メールです。あら、それ3ヶ月前からおばあちゃんと旅行に行きたくて、バイト始めました。ああ、偉い。飲食店で慣れずにミスばっかりしてしまって、そのために落ち込む日々です。落ち込めないで、頑張って、毎日ラジオを聞いてます。毎日毎日何毎週でしょ ち違うラジオのことも含まれてるのかな本当にカールさん大好きです。本当かな言ってるだけじゃないあとステッカー欲しいです。ああげます。じゃあステッカーをおばあちゃんの分とお,おじいちゃんの分三3あげます。 えー、ラジオネーム、ああアンジョン・ファンさん、えー、ステッカー欲しいなと思いながら毎週楽しみに来てます。えー、が、なかなかステッカーが届かないので、初めてメールしました。っていうかそれメールしないと、メールしないとあ,あ,のあげれないから、<laughs> じゃあ、えー、2枚差し上げましょう、えー。大阪市のマッチースターさん、こんばんは。ところで、えー、ところでてない、全然、えー、ラジオを聞かなくなる、聞かないあ,ある友達にすっぽんぽんラジオというのあるので、と言ったら、面白そうって言って、めちゃめちゃ興味持ってくれました。ステッカー欲しい、ありがとうございますってことで、じゃあ、友達の分とその守護霊の 分で4枚差し上げますラジオネームおとみさん、えー、先週から聞き始めました「うそつけステッカーください」と2枚差し上げましょうえー、っと島根県の犬ピーマンさんおいカールさんこんばんはマイノメリットの通販届きましたとても嬉しかったですお弁当箱と水筒は会社で使ってますうそつけいつもお昼だけはウキウキですウキウキって大切に使いますありがとうございますということで、えー、ウキウキのウキとウキの部分に 2, 2枚、えー、3枚ですねじゃあ3枚すいません失礼しました ラストーあー届かなかったラジオネームサッカーさんステッカーください。ああ短い。えー、ってことで、えー、8枚差し上げます。ということで、えー、お知らせです。でーさあ、えー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんとしゃべりましょう。スポンサーちゃん。あはい。えー、じゃあその部屋数部屋数はあ、部屋数はあの、うん、32ルームあります。え あの三十二ルームあります。もう一声。いや、あの部屋とかはあの増えたりはしないんで。あの三十二ルームです。おお、そうですか、三十二。あ、そうですか。じゃあ、なんかあの耳寄りなお知らせあります。耳グッド寄りなお知らせありますか。あ、ありがとうございます。はい。あのロッカー。はい。ロッカーがありますので、あの大きなお荷物。持ってこられた方も。お預けすることができます。下野ネタですか。 いや今の下ネタですかはやめてくださいね。じゃ今からせーのっていうから二人であ,のあなたのグループ名言いますよ。はい、一緒にねいくよ。いせ、はい、嬉し恥ずかしいエンディングですということでね、えー、今まで読んだ中で今日は100枚ぐらいステッカーが、えー、お届けできるとまだ時間の許す限りちょっと言いますね北海道市のペイヨンジュンさん、えー、と、えー、大阪市の森まりもさん。 えーっとラジオネーム出身は兵庫さんえー、っとこれ誰だラジオネームユあユーリンちゃんあげたねよう覚えてるな俺もえータートルテンボスさんえーななナナちゃんナナちゃん好きさんえーともやさんえー梨の名産地さんえーカピタンカピタノ24さんそしてえーあ 以上です、ね、それ、えー、みんな、えー、3枚ずつ差し上げます。<laughs> ということで今の読んだ人は3枚ずつね。ということで1まあ百3 0ぐらい百三十枚ぐらいステッカー今日これはし今まで新記録じゃないですか130枚ぐらい。 えー、今日配ることができました「高波動ステッカー」えー、ということで、えー、ごめんなさい後半はもうラジオネームだけですけどあとねあのまだ呼んでない人たちいっぱいいますんでそれはまた来週、えー、来週はねゆっくり1枚を10分ぐらいかけて、えー、いきたいと思いますありがとうございました「爆乳が」 小さくも大きくもないダンボールを探してる」「さくる爆乳の人が小さくも大きくもないダンボールを探してる」

小さくも大きくもないダンボールを探している。爆乳の人が小さくくもも大きくもないボールを探していダンボールを探してる 爆くの人が小さくも大きくもないダンボールを探している。 バックニューの人が小さくも、おおお大きくも、ないダンボールを探してる。バックニューの人が小さくも、お大きくもないダンボールを探してる。 ということで <laughs>、えー、10月31日ということで、えー、メールを頂い,いた方の中から抽選で毎週数名の方にオリジナルグッズ川原本舗ステッカーを差し上げますそれでは今から0時55分までお付き合いください、えー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんとお、喋りましょうスポンサーちゃんあはい はーい、ね、一台で社長になってるわけですから、自信持ってはい、よろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですからあ、そうでしょ今日紹介してくれるホテルは何ですかえー…もう言いましたいや、あの、まだですはいえー、ホテル、えー、ルトゥール何トゥールル、ル…チゥル、チゥールあ、いや、ル…チゥールってあ、チュールあの、トゥールですル、トゥールチゥールって言ってはいえー、どこにあるのそれはあの難波駅から、あの、徒歩五分ですちょうどちょうど五分 その歩数はあの人によるじゃない女の子の歩数もあるからあの、まあ、あの平均的な、あのー、大の大人の大人は何歳から大人はね二十歳から大人ですあでも中学生でも大人っぽい人がいるから、まあ、今今時中学生っていないか今はいないの中学生っていますけどねとにかく「男塾ホテルグループ」 バックニュの人が小さくも大きくもないダンボールを探してるバックニュの人が小さくも大きくもないダンボールを探してるバックニュの人が小さくも

始まりましたメールをねえー、読んでいこうかなと思っておりますメールが来ているもんですからえー、女性の方から来ていますラジオネームうーピポピポポピポポタマスクルさんピポポタスマえピポポタマスクルさんあーあーはいはいえー26歳カールさんこんばんはいつも楽しく 拝聴拝聴しております何かと高波動中原さんは卓業されたことありますか、えー、道着が似合いそうだなといつも思っていたので気になりましたステッカーいただけると嬉しいですえ何が聞きたいこれ結局ねちょっと何が聞きたいか分かりませんステッカーを2枚差し上げますどんどん行きましょうラジオネームとあるはぐき A さん えー、16歳の方ですね。岡山県の方からさん、こんばんは。私は悩みがあります。私は夜あまり寝れません。寝よう寝ようと思うほど寝られません。いつも眠たいカーラさんが羨ましいです。眠たくなるすぐ寝られる方法を教えてほしいです。お願いします。っいや、何が聞きたい。結局何が聞きたい？これ？なんやねん。ステッカーを。 2枚差し上げますラジオネームこもちゃん、えー、山形県の方ですねありがとうございますメッセージはここでいいのかないいですよ川原さんこんにちは内密でお願いしたいのですが私はカ川ラさんの耳のピアス跡が好きで好きでたまりませんそのピアス跡のしこりをこねてパンを作りたいです川原さんは女性のここが好きってところはありますか何が聞きたい その何か一つこれこれ聞きたいっていうのをお願いしてもちょっとわからないです本当にラジオネームあ、えー、ステッカーを2枚差し上げますラジオネームホニャララアミさん東京の方カーさんこんばんは2008年頃から大好きですおあああ大体あのあれあの頃か。 ね、ちょっと気になることがあってメールしました何でしょう指の先に爪があるのってなんでしょうねなんででしょうねう、えー、もお腹も背中も膝も全部柔らかい肉なのになんで指先だけこんなプラスチックみたいな硬い爪とかいうものがついてるんでしょうかついてると思いますか何をを聞きたいのかもまとめてくれ、ねえー、ステッカーを 2枚差し上げますラジオネーム愛知県のれんかさん22歳カールさんこんばんは耳グッドは肩こりに効きますか教えてくださいステッカー欲しすぎて震えてます何が言いたいねステッカーを2枚差し上げます男性別ラジオネーム月の光かっこいい年齢17歳わけカールさん周平さんこんばんは周平いない 生き物と生き物以外の違いは何ですか僕は可愛いと思うのは生き物だと思います。何が言いたい何が聞きたいステッカーを2枚差し上げます。ラジオネーム京都府ののぬさん。のぬさんですね。のぬ。何ぬねの何ののたなまみ何ぬねぬ。<laughs> 19歳飲食店でバイトを始めるのですが何かいいアドバイスありますか何が聞きたいステッカー2枚差し上げますラジオネーム優しい猫さん川原さんこんばんは毎週楽しく聞いておりますもう5年も前の話になります5年も前なの川原さんはミソのユニバースに出演した時の記憶を残っていますかエピソードがあれば教えてほしいですいやミソのユニバース出ましたけどね映画でねスバルくんとね エピソードがあれば教えてほしい何が聞きたいんこれ要件をまとめてくださいステッカーを2枚差し上げます林優奈さんラジオネーム 京都府の方母さんスタッフの皆さんこんばんは毎週楽しみにしていますいつもたくさん終わらせていただきありがとうございます最近暇な時にお絵描きするようになったんですが母さんは絵を描かれる時に下書きとかされますかまた描きたい絵があって描き始めるのか何か描こうと思って描き始めるのかどっちのタイプですか教えていただきたいです何が聞きたいんですかステッカーを2枚差し上げますラジオネームーディスコさん カ川原さんこんにちは都内で予定があるとき駅のあたりをフラフラと散歩するのが好きなんですがカ川ラさんが東京で好きな駅はありますか教えてください何が聞きたいステッカーを2枚差し上げますラジオネームまこさん21歳山形県カ川原さんこんばんは初めてメッセージします 私は今歯茎の裏側から親知らずが生えてきて痛いです川原さんは親知らず生えてきたことありますか何が聞きたいんいいやねこいつこいつらステッカー2枚差し上げます曲へ行きましょう、えー、ラジオネームミーナさん、えー、最近チェックしているドラマの主題歌が気になるのでフルで聞きたいです キングプリンスえメイ,メイジーナイトへえこれだからいつ来たやつか分かんないからドラマやってるか分かんないですけどもフルで聴きたいって相当ですねフルで聴けるのはもうこのラジオぐらいじゃないですかうちのねすっぽんぽんラジオ他はもう1番とかしか流しませんからねフルで流し,してほしいんだったらぜひ 皆さんもねメッセージくださいねこう曲これかけフルでかけてくださいとかね、えー、来てくださいそれでは、えー、聴いてもらいましょう「クリップハイプで幽霊失格」「いや爆乳が爆乳が小さい爆乳がの人が小さくも大きくもない段ボールを探している」ということでね えー、いい歌ですよねつ,ついつい歌ってしまいますね爆乳画の人が小さくも大きくもないダンボールを探している爆乳画の人が小さくも大きくもないダンボールを探しているね じゃないよねあ終わった「てん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 」じゃないですよさあえどんどんいきましょうラジオネームまこちゃんはさっき言ったかなね言いましたからまこちゃんごめんなさいねえラジオネーム福岡県の福岡県いいとこから送ってきとんなストマックエイクさんねええ 何年か前からか、えー、手汗がすごくて困ってます人と握手する時も今から握手すると考えてしまうと手がびしょびしょになりますなので人と手をつなぐ時も躊躇してしまいます、えー、相手にも申し訳ないし私も手汗が嫌なので何か解決策が欲しいです川原,川原さんは手汗をかきますか 一体全体何が聞きたいこの人はメッセージ何何何が聞きたくて送ってきたのこのメッセージはステッカー2枚差し上げますえーっとえーっとこうなんだこれは えー、あこれかラジオネームペレヨシさんえー、ペレヨシさんですね京都府の方、えー、な何歳まで行きたいですか何歳まで行きたいですかいやあのさ何が聞きたい本当にいやこっちだってね暇じゃないんですよねえ この困らせないでくださいこのメイン MC をメイン MC を困らしたいだけでしょ皆さんほんまに、えー、ラジオネームあ岡山県ですね岡山のトリッピーさんトリッピーさんえー、こんばんはこんばんは、えー、カールさん幸せですか いや何が聞きたい一体ねそうさどう何ほこれさ困らせたいだけでしょだって何が聞きたいかこの結局何が聞きたいかわからないんですよちょっとねちょっと質問ねいっぱい来てるんですけどこんな感じだと思わなかったら答えていきたいんですけど 結局、あそうか、ステッカー、ステッカーは、えー、トリッピーさんは、えー、2枚、で、その前のペレヨシさん、えー、2枚ですね、えー、ストマックエイクさんが、えー、手汗の人か、ストマック イククエさんはえー、2枚まこ、ね、さんは言った眞子さん言ったね2枚でねさあ、えー、どんどん行きましょう気を取り直していきましょうラジオネームまたまたよしよしさんまたよしさんじゃないよね新潟県のあ新潟県の女性ってことは 又さんのの可能性もあるのか本当に又吉さんの漢字でまたまたよしよし漢字また2つでよしが2つでまたまたよしよしさん又吉さんの可能性はちょっと隠そうとしてるのかなと思ったけど正直ここに何県で性別も書いてるんで新潟県の女性ってことは。 ささんん、の可能性がありますね、えー、周平魂はもう出ることはないんですよ。皆さんすいません。だ,まあだいぶ前のやつですね、これね。周平がもう何週も来たときありましたからね。もう来ることは本当にないんですよね。うん。カーラさん、周平魂さん、スタッフさん、こんにちは。 この前のラジオで、えー、高いところでゆっくりする人間の話で、えー、思い出したのですが人がポッポッホッピングかホッピングに乗ってぴょんぴょんしたり音が流れるとダンスし始めたりするのはそこらへんを飛んでいるスズメやカラスにはどう見えてるんだろうと気になってしまいますシンプルに「何してんねんなのかえめっちゃ楽しそう」 なのかどっちだと思われますかめっちゃ楽しそうなんちゃうどうなんやろうなうーんいやこれでも最初はびっくりびっくりするしてるんかなカラスとかも。でもまあ鳥によるかスズメは怖がるか怖がってるだけだなカラスは頭いいから。 なんかこう楽しそううって思うんちゃうかぴょんぴょんしてねうん頭いいからなだから鳥にまだ動物によって違うかもしれんねやっぱちょっと小さい動物ねスズメとかちょっと考える本能で動くね知的的な カラスとかはワンちゃんとか猫ちゃんとかはもしかしたらなんかこう楽しそうとか思ったりするかもちょっと知、えー、的的な本能的な小動物的な、えー、ネズミやれスズメ、えー、セシタとかまあその辺の本能でね、えー、まあ えー、本能型の脳みそっていうんですかねグミぐらいの大きさの動物は、えー、怖がるんじゃないですかねポンポッピッグねポッ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 うッポッポッポッいろねッポッポッポッのッポ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 ッ えー、今日はちょっと軽いメッセージなのでバンバン答えていこうと思ったんですけどちょっとやっぱ呼んでみると何が聞きたいか分かんない人が9割だったんで、えー、ステッカーえー、っとあまたまたよしおしさんのステッカーは、えー、2枚差し上げますということでお知らせですでーさあ、えー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはい えー、じゃあその部屋数部屋数はあ部屋数はあのーうん、32ルームありますえあの32ルームありますもう一個へいやあの部屋とかはあの増えたりはしないんであの32ルームですあおそうですか32、はい、そうですかじゃあなんかあの耳寄りなお知らせあります耳グッド寄りなお知らせありますかあ,ありがとうございますはい、あのーあ はい,はい、はい、ロッカーがありますので、はい、あの大きなお荷物持ってこられた方もお預けすることができます。下ネタですか？いや、今の下ネタですか。いや、あの下ネタはやめてくださいね。いねはい、じゃ、今からせーのって言うから2人であのあなたのグループ名言いますよ。はい、一緒にね。一緒にね。行くよ。男塾ホテルグループ。あ,あの性能はあはい。はい、うれ嬉し、恥ずかしいエンディングです。ということでえー、とーひっ えっと、どうしましょうあるある募集しましょう。あるある。えー、今回は光光あるある第23位です。光あるあるの第23位。難しいですけどもね。えー、面白いいつも面白いので楽しみにしています。光あるあるの第23位ということで、えー、23位っていうのは、まあ、光あるあるも難しいですけど23位も難しいということになります。楽しみにしてます。楽しみにしてまーす 少しずつ待ちの、えーたら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 た

出てこないなえー、ね始まりましたけどちょっとあのー、出てくるかなと思ったサビどそんな,んどんなんやったか少しずつ待ちサビってどんなんやっただって少し出だしは合ってるよね少しずつ待ちなこの次も出てこない ここ1個も出てこないな。は出てくるんだけど。えー、11月14日そうなんですよねいい医師の日ということでえー、最近思うんですけどあのコーヒーのねラージサイズあるじゃないですか。知ってますコーヒーのね、あのー、ラージサイズってあるんですよ。知らない人置いていきますね。 ラージサイズってあるんですけどあれねそのいつもですかこれ飲みきる人いるんすかねあれいないんじゃないかなって踏んでるんですけどねうーんねなんか疑問に思うもう11月14ですよ年末ということでねうーんどうですかやっぱ今年もやっぱ皆さんあのホワイトアスパラも食べませんでした いつ,い,いつ食べましたホワイトアスパラね思い返してください本当にもう円末ですようんだからもうそう考えたらもう、ね、なんなんか11月のこの11いちいちってこの棒もなんかホワイトアスパラに見えてくるんじゃないかなっていう時期ですけどもそう考えたらねうんあのー 来年はね、うーん、個人的にどうしていこうっていうね、目標っていうのは一応こうあるんですけども、明確に決まってるのは、その、どんどんこう、足を出していこうかなと思ってるんですよね。うん、あと何出してないかなと思って足ですね、足をこう、なんですかね、こう、すらっと見せていくっていう、ネタ運び。 かなと思うんですけどね。あとはもうそんなもんですかね。もうようとしたらね。うん。あとはゆっくりしたいなと思うんですけども。うん。やっぱあのー車あ、あれ、車、車掌さん電車の。車掌さんっているじゃないですか。わかんないかな。あのー、え、次はっていう。<laughs> 次はナンバーナンバーっていう人。 もう知らない人置いてきますね。いるんですよ。これ本当に冗談の時でね、僕,その僕も、ね、たまにはその本当のこと言いますよ。車掌さんという方がいましてです、ね、次はナンバーっていう人がいるんですよ。あれってその練習するんですかねあの、このみんなこういう声じゃないですか。次はナンバー。 続きまし次はナンバー。ドアが閉まりますってあるじゃないですか。あ練習するんですかね。その新人さん来た時に。次はナンバー。はい、言ってみて。次はナンバー。違うて。次はナンバー。ナンバー。次はナンバー。あそうそう。もうちょっと。次はナンバー。恥ずかしがらずに。次はナンバー。あはい。次はナンバー。おうそうそうそう。もっと。次はナンバー。あこれ。 言わないといけない感じですかなんかこう、次はナンバーダメですかいや、いいけど、あ、いいんですかでも、その、この、私がこれですから、その、私、私はこれですから、それ、教え、教えていかないといけない立場なので。次はい、次は何番言ってみて。次は何番あ、いいね。えっと、この感じ、この感じで言わないといけないんですかあ、そこいらない。そ そ,そ,そこなんで言ったそ,こそれで。この感じで言わないといけないんですかだったらもうやめますやめますあ、じゃそ,その感じで、じゃあなんでその感じで言ってんのじゃあっていうのもおかしいですけど。ごめんなさいね。なんか押しつけた感じで。いやだじゃあ、じゃ自分なりでいいですよこ。この感じで言わないといけないんですか次は何番なこの感じで言わないといけないんですかだったら僕、辞めます辞めます あってなるのかなと思いますけども <laughs> えーまあ年を取ってきたなあってねあのー、思うんですけどもやっぱ最近はねセンターマイクまでもねすごく遠いなーって感じるんですよね本当に年を取ってきたんですよねセンターマイクまでの間にえー、例えば喫茶店ちょっとした喫茶店があったら寄ってしまうなっていうぐらいしんどいんですねなんか 直接行くのがちょっとゆっくりしてから途中でね行きたいなっていう,うーん思いますねそんぐらい年取ってきたなって思いますけどももうだってねあのー、73歳ですからだいぶねうーん年取ってきてまあねどこまでお笑いをねやっていけるかっていうことなんですけども今日は。 あのー、メールを選手が1通しか読めなかったので今回はね、あのー、質問等のーメールをどんどん読んでいきたいと思いますということで、えー、お知らせの方お願いします、えー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんとおしゃべりましょうスポンサーちゃんあはいはいですね台で社長になってるわけですから自信持って。 はいよろしくお願いします。あなたがいないとこのラジオは成立しないわけですから。そうですよ。今日紹介してくれるホテルは何ですか。もう言いました。いやあのまだです。はい。ホテルルトゥール。何トゥール？チュルチュール。あいやルチュール。あチュールあのトゥールです。ルトゥール。チュールって言って。はい。えどこにあるのそれは。あの南麻駅からあの徒歩五分です。ちょうどちょうど五分。その歩数はあの人によるじゃない？女の子の歩数もあるから。 あのまあ、あの平均的な、あのー、大の大人の大人は何歳から大人はね二十歳からであでも中学生でも大人っぽい人はいるから、まあ、今今時中学生っていないか今はいないの中学生っていますけどねとにかく男塾ホテルグループメールを読もうさあということでメールを読んでいきますわかりますかねちょっとわかんない人は置いていきますけども あのー、分かんなかったら、ま、近くに友達がいたらとかあ親がいたら聞いてください。メールを読むということです。分からないかな。えー、どんどんね、あのー、質問と答えられる範囲で答えていきたいなって、えー、思っております。ね。やっぱねみんな,なんか質問多いね。うん でねあのー、先週も言ったんですけど、このお知らせ、今ね、男塾ホテルグループでね、岡ちゃんとの CM、お知らせ、これも新しいの撮ってるんですけど、今回ね、あのー、まだ古いやつですけども、次ぐらいかな、次ぐらい、来週、新しいのがありますんで、楽しみにしててくださいね。えー、な、そのね、内容ってうんほとんど一緒です。 を,を撮り直しましまたほとんど一緒ですね。うん。長さも、なんか、漢字も。うん。えー、っと、いきましょう。福岡県の方、女性、17歳。17歳多いな。うじゃうじゃおるな、17歳ね。えー、ラジオネーム、根拠のないミミさん。 行、うん、きましょう。カーラさんこんばんは初めてメッセージを送りますやる気が入らなすぎる毎日ですカーラさんはなかなか動けないときどうしてますか教えてくださいあとカーラさんは学生時代休みの日何してましたかステ,ステッカーとステッカーとステッカーお願いします2枚ってことかなねありがとうございます嬉しいねなんかこういう聞いてくれるのねうんカーラさん動けないときっとなんか なな予感がする何か嫌な予感がするはいセッカー差し上げますえーラジオネーム中野のど飴の中さんですねえー、え鹿児島の人なのかなえーカナさんこんばんは先日 YouTube にアップされたドキュメンタリーを拝見したあ ビ,コのビッシーを探すカールさんの姿を拝見して以前滋賀県に住んでいたこともありなんだか懐かしくも嬉しい気持ちになりました今度はビッシー見つかったら最高ですねまたこのドキュメンタリーがシリーズ化されて鹿児島県の指宿、えー、ススにある池田湖指宿ってやっぱこれ鹿児島やから読めないあの指って書いて宿って書くのこれ指宿多分そうやね指宿ね俺も漢字弱いけどこういうのだけ読めるからね すごいでしょ指宿にある池田この石あ石ね探しても探してほしいなって勝手に期待しております、えー、最近は朝晩の冷え込みが厳しいですが母さんはじめスタッフさんの皆さんどうかご自愛くださいいいねご自愛ってねうんあれもやっぱこう YouTube なんか基本的にねこう基本は ね、遊びじゃないですか言うてもね、うん、だからもう自分が楽しいのやってるんですけどここ最近でドキュメンタリーは楽しかったですね多分見てる方はどうか多分賛否あるか分かんないですけどね撮ってる方は楽しかったですねうん、まあ、こっちの話なんでね、うんまあ、こっちの話ですけどねもうずっと。 うーんいつそっちの話になるんですかっていう話ですけども,もうならないですよこっちの話ですよずっとねうんなるほどね鹿児島なんか嫌な予感するなうん曲へ行きましょうえー、曲はえー、曲もいっぱい来ておりますラジオネームひとみさま香川,川県の方ですねひとみさまいいですねひとみさま 自分に様付けてるのいいですね。えー、25歳。昨日、ゲオで、なんていうのサイ,あサイレントサイン、サイレントサイン、サイレン,サイレントサイレン,イレン,イレン、えー、の CD をレンタルさせていただきました。ありがとうございます。んありがとうございます。関係ないか。えー、アルバム、うーガールズパワーの収録曲。 藤山ディスコは私に,って私にとって今一番の元気なソングなので皆さんも聴いてくださいねあそうですかあれ助かりますねサイレントサイレントサイレントえー、ねちょっと聴いてみましょうかねえー、それでは聴いてください C&K でドライブやっとんなこいつらねえ るわーシアンド系ねうんなんとなく言いたいこと分かりますよね。シアンドケイがね。うん。それを歌で表現してくれています。うん。えー、どんどんメッセージいきましょう。おー福岡県の福岡県の方ですね。えっ、ーえー、と。んすのおおごじょさんでいいんですかね。えカ、ー、ラさん。 こんばんばは鹿児島出身の河原さんにお聞きしたかったのですが河原さんが学生の頃ブラックモンブランって食べたことありましたかえー、これだけは教えてくださいこれからも応援しますこれ一と言多いななんか嫌な予感がしますねさあどんどんいきましょうあれもうあと福岡県ラジオネーム焼けっぱち浜地さんえー、18歳 河、えー、原克美さん、えー、深夜なのでフルネームで書かせてもらいましたお助かりますいつも楽しく聞かせていただいてます笑いはありがとうございます先日このラジオを聞いたときなんか左耳からしか聞こえないえ左耳しか音が聞こえないなと思ったら右のイヤホンを間違えておへそにつけていましたん河原さんは体のどことどこを間違えやすいですかあらまあ、さっきから指と 髪の毛の毛先を間違えました。どうりでも文字が打ちにくかったんですね。何かプレゼントください。てん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 じゃなくて。なんか嫌なよ感しますね。えー、続いていきましょう。えー、兵庫県のおーザク・ロマニオンズさん。あ、違った。アーティストもいった。これは曲の。 リクエストでしたすいませんはっきりと間違えないの。ノットラガーマンさん一緒やないか <laughs> 早いねんって。タレタレもうちょっとこの音楽があるからその放送事故にならないでしょええー、ねんってじゃあ大きくしなくてええねんってこの今ぐらいのててててんが気持ちいいのにあじゃ,あじゃあちょっとずつ大きくしてって俺がいいって言うまでストップって言うまで。 もうちょっと大きくできる。ああ、オッケー、オッケー、オッケ,オッケこんなになんかウーハーみたいなの聞いてるの、ね。こんなてンてンてんてん、てんてん、可愛いのに。低い、低いのを聞いたこ。こんだけ大、大きうるさいな。小さくせえ。わかるやろ、今喋ってんの、ね。このてんてん、てんてん、てんてんに。気が取られそうですけども。大きくしたら。 低い、うるさいなこいつやめろ下手くそやめろあさっきねあのー、おいしいパンをいただいてあのー、藤崎マーケットの田崎があのー、知ってる塩パンライフだった ライフにある塩パンこのパンおいしいよって言って紹介、ね、ちっちゃいスタッフに紹介してそれをさっき食べたんですけどめちゃめちゃう,うまくてさすがあのクソデブと思いましたね何の話やねんて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 んの話なのに田崎の話えー、何だったっけノットラガーマンか えー、カールさん突然すいません TPO ってそんなに大事ですか私はどうしても革ジャンが好きすぎて着ていってはいけないであろう場所に着ていきたくなりますそんなことはさておき UFO 飛んでないかなありがとうございますえー、まだ行きますかえー、あと1枚かえー、東京都スープカレーさんえー、芸人と猫店行きましたありがとうございます大久保君たちかわいい写真がたくさん見れて大,、ま、大満足でした冬の前のめり店ではトークイベントもやってくれるんでしょうか楽しみです で大久保君大久保君やっぱもう顔荒れてるから人気ですから渋谷歩くなったらもうサングラスとかつけないといけないですね大久保君はははなんやねんジャンルなんやねんこの大きくなってくる大きくなってくのやっぱ大きいのがやっぱ面白いなちっちゃくしてみて一番ちっちゃく。 まだ聞こえるなもうちょっと小さくできるあ <laughs> うっすら聞こえるなうっすら耳澄まさないと聞こえないんここまで来たらこんぐらい流してもいいからねうっすらとえー、そんなことはいいんですよそんなことを私は今日やりに来たんじゃないんですよお知らせでいきましょうかお知らせですギミギミシェイクラブゲームローン、うん でさあえー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはいえー、じゃあその部屋数部屋数はあ部屋数はあのーうん、32ルームありますえあの32ルームありますもう一声いやあの部屋とかはあの増えたりはしないんであの32ルームですああそうですか32、はい、そうですか じゃあ、なんか、あの、耳寄りな、お知らせあります。耳グッド寄りな、お知らせありますか。あ、ありがとうございます。はい。あの、ロッカー、ロッカーがありますので、あの、大きなお荷物。持ってこられた方も、お預けすることができます。下ネタですか。いや、今の下ネタですか。いや、あの、下ネタはやめてくださいね。じゃ、今から、せーのって言うから、二人で、あの、あなたのグループ名。 言いますよ一、はいね。一緒にね。行くよ。男塾ホテルグループ。あ,あの性能はあはい。はい、嬉しい。恥ずかしいエンディングでーす。ということでね。なんか嫌な予感がしますね。うーん、もう終わりですか？ありがとうございました。自尊心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 あーあ,ったあ,ったあった。あった。あった。ああ、ちゃんとあった。ここにメガネメガネみたいな感じでおでこにあったみたいな感じで。 ありました、ちゃんとありました自尊心。ね、ということで始まりましたけどこの前ロケでねあの、お友達でもあるジミーちゃんとロケ行ってきたんですけどねうーんやっぱジミーちゃんは本当にあのロケの合間の方が変ですね。うーんなんかカメラもあったらねあの まだマシなんでですよあれ,であれでも、うん、なんかあのー、ロ,ロケ地から次のロケ地に行く時にロケバスの運転手に「次な何,何分ぐらい何分ぐらいかかります?」って「でも本当ロケバスの運転手さん」<laughs> <laughs> みたいなもう,ちゃんもうちゃんとゴリラみたいなね。 うん、の感じで合間もずっといるんですけど「<laughs> 次何,何分ぐらいかかります?」みたいな言って「まあ、30分ぐらいですかね?」って言った時にジミーちゃんが「あっそ,それそれ,それって遠いですか?」って言って「いや遠い何の質問?」と思って30分って言ってるやん。そ30分かかります 言ってえ「それそれ遠いですか?」って言ってその遠さその遠いのは何なのかな30本って言うてるのにねそんなんがねあったりねうーんやっぱびっくりしたんはね多分ほあのー、ちゃんと見てないからあのー、仕上がりを見てないからわかんないですけどあのー、ご飯食べてる時があったんですけどあのー、ご飯 書き込みながらご飯食べながらねぐわーって白ご飯バーって書き込みながらねげっプぷしてたからね食べながらげっぷしてたんですよガーって言いながらガーってげっぷ出しながら米を中へ入れてたのか考えられなかったですけどねまあオンエアはどうなってたか分かんないですけどねうんまあ最近ではね えー、いろんなロケとか行ってますけどまたねあのー、発表できるのがあればね SNSSNS SN 等でえー、その発信していきたいと思うんですけどもメールも読んでいきますかね今日はあそっかでも今日はもうメールを読んでいくのかではまあいいのか ちょっとメールをどんどん、選手なんか、え、選手、結局何枚ぐらいステッカー ?200 枚ぐらい、ステッカー200枚ぐらいを配ったというぐらい読みましたからね。ねえ、それぐらいいっぱい来てるんですよ。だから今日もどんどん読んでいきたいなと思うんですけどね、ちょっとメール行く前になんかあったかな、最近。 面白かったことねちょ、だ,だいぶ前になるんかなあの,ー、あのー自粛の時にプロレスとかも無観客でやってるのがテレビであってめっちゃおもろかったな何なのプロレスか分からんテレビでやっててもうお客さんいないんですよねテレビ中継だけでで珍しいなと思ってずっと見てたら。 そのーえーリングの外にこう出るじゃないですか。であれ何秒内に上がってこないといけないっていうのがあるんですよ。何秒内に上がってこないと負けになるんですけどあのお客さんいないことをいいことにずっと廊下まで連れていくわけですよ1人が。でその時点でも面白かったんですけどもどん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 ,どん行くんですよ。でまあだから無観客だからこそできる。 もうお客さんいないからねもうテレビの人だけに向けてだからもうどん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 離れていくわけですよで途中でエレベーターあってエレベーターに相手をこうバーン蹴ってで1階にその下ろしてそこは何回だったか分かんないんですけど34回かなで 本人はこうリングに急いで帰っっててててききギギリギリでで上がってきてでカン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 って言って買ったんですけどめちゃめちゃおもろかったです。エンターテイメントのエンターテイメント。で技があるんですよ。その買った時にね相撲でもあるじゃないですか。あので押し出しとか押し出しで買ったとか。でそこプロレスもあるんですけど確かねあの1回送りっていうので買ってましたよ。 いやもうほんとそこら辺のバラエティよりもバラエティしてましたけどね1回送り筋肉ムキムキの人がもう両腕上げて「シャーって言ってましたけどねいやー負けてられないですよ本当に小林くん当に面白かったですよ面白いこといっぱいしてる人いますからね小林くんほんまにで社,社長もどこ行ってたんやん 始まってからどっか行くことあるどっか見えないとこで座ってんのかなと思ったら今なんか入ってきて始まる前はいたのにどういうタイミングで外行ってんねん。ということで、えー、始まりました「川原本舗ステッカー」をですねメールを頂い,いた方の中に抽選で、うん、選手を200名にあげましたけどもこの「川原本舗ステッカーも」もあの近々ね社長新しく 僕がまた新しくデザインしたやつを、うん、今のやつがなくなったらね新しいのまた作ろうかなと思ってますんでねっ、えー、ということでえー、ねだダラダラっててもあれなので一回お知らせいきましょうえー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはい,は,ーいはいですでね一1台で社長になってるわけですから自信持って。 はい、よろしくお願いしますあなたがいないとこのラジオは成立しないわけですからあ、そうでしょ今日紹介してくれるホテルは何ですかえー…もう言いましたいや、あの、まだですはいえー、ホテル…えー、ルトゥール何トゥールル…チュール…あ、いや、ルですあ、チュール…あの、トゥールですル、トゥールって言ってはいえー、どこにあるのそれはあのー、南馬駅からあの、徒歩五分ですちょうど、ちょうど五分その歩数は、あの人による…じゃない女の子の歩数もあるから あのまあ、あの平均的な、あのー、大の大人の大人は何歳から大人はね二十歳からああでも中学生でも大人っぽい人がいるから、まあ、今今時中学生っていないか今はいないの中学生っていますけどねとにかく男塾ホテルグループメールを読もう今流れたお知らせもねあニョンア 実はあのさっき撮り直してちょっと長いねっていうことになってでも何年目これ6年やってるんよこれ誰も聞いてないよこれ6年やってるんですよこれすごいっすわでねまあもう6周年っていうことで あのー、そういう CM をちょっと撮りなすまあちょっと長いしねっていうのでさっき撮ったんですよねパッてもう撮りましょう言うてだ10秒ぐらい短くなったのかな <laughs> 結局結局だらだらになってねもう,もう一発 OK ですよもういいですよこれでってってね、うん、またそれも近々流しますのでそれだけでも聞いて帰ってください えー、じゃあメールをいっぱい来てますんで、えー、読んでいきましょう、えー。福井県。福井県の方ですね、えー。女。ね。すいませんね。言い方悪いんじゃない性別でね。女って書いてるんですね。平成14年生まれ。ですねラジオネーム。ラジオネームですよ。平成14年生まれ。17歳です。17歳ってことはそういうことなんですかね。平成生まれ。俺も昭和生まれよ。 昭和生まれですかね平成生まれだから令和生まれがすごいっすねうんえー、17歳河原さんこんにちは河原さんこんにちはコロはコロは大変ですねコロナのことかなでもコロは、えー、いつ頃の頃のそのこんにちは変な間違い方してるの河原さんこんにちは コロ,コロは大変ですねコロ,ナコロナを変換して漢字になってる時点で「オッケーするんかなコロナ、えー、最近、えー、集まれ動物の森買ったんですけど自分の島の名前思いつかなくて面白い島の名前を教えてあげてください」。 野菜とということですねあ最近ハマってますよね皆さん集まれ動物の森あ,あれはその集まあ集めてるってことですよねあどんなんか分かんないですけどもねうーん島の名前をなるほどね何でもいいんすか 何でもいいっつってもね。島の名前をつけれるんですね。うーん。島の名前。うーん。何がいいですかね？面白い島まあ島ですからね。何々島ってなんですね。で面白い日ってなってますんでね。 これあの面白いっていうのがその人それぞれじゃないですかそのうーん,なんかこれが好きなカラさんの好きな名前をとかだったらなんかこうカラさんが思う面白いとか付け加えてるんだったらねせめて面白いこの方が面白い僕が面白いと思っててもこの方が面白いと思う。 限らなないいじゃないですかその辺がねなんかこの何ですかねうんまあ、ま、職業的にうん落ちるとこなんですけどもねまあ僕らのこと面白くないってあのいう人もい,いますしそれは そうですすよねねそそののの人人が感性ででから、ね、でも僕は面白い自分の面白いことをやってるわけですから、あのー、その人に面白いと思,わ思ってほしもらうためにはもしかしたら自分俺が面白くないことをしないとその人は面白いと思わないかもしれないわけですからだからこの辺が面白い面白くないで言ってるからちょっとあれなんですよね。好きか嫌い まあ好きか嫌いかもあれかうーんこの辺がちょっと何ですかねうーんいいんですよだからそれぞれでねだからそれぞれうーん面白いだからその天竺ネズミが面白くないからといってその人が面白くないわけじゃないですからね。 うん、だから面白い面白くないっていうのが本当に何かその人の感性になりますんでこの面白い島の名前をね考えてっていうのはうーんちょっとまあ無理があるんですよね。安易にはこの言えないっていうかう。これを これ面白いでしょってパーンって言う僕がね例えばなななんか何々島みたいなねえ言、ー、った時にこれ面白い島ですよ名前ですよって言った時にその人がまあその島をつけるとするじゃないですかその人が面白くないと思ってた場合これはうんパワハラじゃないですけどこの押し付けてしまってるんですよね感性が僕はやっぱ自分の感性を人に押し付け るっていうのが一番嫌で、ねうんだからよくいるじゃないですかその「俺はこれ面白いと思ってるなん何でお前それ面白いと思ってんの?」とかいうねですけどそういう人にかけて一番面白いとは何かっていうのに向き合ってないかったりするんでね、うん。だから否定する人はやっぱ本当に面白い。 と思ってる面白いことを知ってる人っていうのはその人の面白いを否定しないと思うんですよね。うんその感性があってからこそのなんかこの面白いというものに向き合ってるようなうーん気がしてならないんですよね。なんかこうただまだここ矛盾が出てくるんですけどその人の その人の感性をい僕の否定しろ、ね、うい,うい,いっていうのは否定してる時点でっていうことを言ってる時点でも僕が否定してることになるわけですから本当はだからこういうことも言いたくない僕は否定してるわけじゃなくて説明し,そのしてるだけなんですけどもだからその辺がね面白い面白くないの,この難しさ てえー、するのかまあ,あの面白さってなるのか、うん、っていうのもそのいろいろ人それぞれの壁があってその壁その人によっては他の人からしたら小さい壁かもしれないその人にとっては大きい壁であってねそれをね、えー、どう乗り越えるかその大変だって乗り越えるのか楽しく。 あこれ乗り越えてやろうって思って乗り越えるのかっていうのとまたこううーんそれはもう自分次第ですよね本当人が大きい壁だよ小さい壁だよそれっていうのはその人の生きてきた環境も違うわけですからだからそれに結構みんなこう何ですかねうーん左右されすぎっていうかあこの壁って小さいんだとか。 この壁大きいんだみたいなのを決めてこんな小さい壁も乗り越えられてないってことか私はみんなが小さいって言ってるかみたいな周りに壁の大きさとかも決めつけられちゃってるからこうしんどくなるっていうかねうーんだからだからその辺はねうん面白い面白くないはまず自分で。 何が面白いのかっていうのをまず向き合ってそうなるとねその人の面白い面白くないなんかはどうでもよくなるんですよ正直。だから僕はだこんあの自分が面白いと思ってることを考えたり言ったりすることが、あのー、そ,のにそれだけで僕はもう大変なわけですよ。 時間を通やしてるだから他の人が何が面白いのかとか思ってる暇がないというか正直、うん、そんな時間がもったいないというかだから面白くないですねって言われてもそのあじゃあこの人はどうやったら面白いんだろうって思ってる暇がないんですよね、うん、そうなっていったらだから自分のことばっかりやってたら人が思ってることとかが本当にあのどうでもよくなるっていうかね うんちょっとねなあの長くなりましたけどもどうでしたこの長さは面白かったですかこの長さは面白いですよねうんこの長さが面白くないことはないですよねうんこれは押し付けてるわけじゃなくて、ね、これは面白いですからこれがねやっぱうんってなる人はどうかしてますねうん面白くないと思います、うん、その人は。 ということで曲行かないといけないんじゃないこれ曲カットしないといけない面白さがあるんですねこれ面白いですよねうんじゃあ曲カットじゃあお知らせ行かない感じですか一回言っとく面白さがある一回言っとく面白さではい、じゃあ面白さお願いします Gimme Gimme Shake Love Game n でさ えー、ホテルルトゥールについてスポンサーちゃんと喋りましょうスポンサーちゃんあはいえー、じゃあその部屋数部屋数はあ部屋数はあのーうん、32ルームありますえあの32ルームありますもう一声いやあの部屋とかはあの増えたりもしないんであの32ルームですあー、そうですか32あそうですか じゃあ、なんか、あの、耳寄りな、お知らせあります。耳グッド寄りな、お知らせありますか。あ、ありがとうございます。はい。あの、ロッカー、ロッカーがありますので、あの、大きなお荷物。持って来られた方も、お預けすることができます。下ネタですか。いや、今の下ネタですか。いや、あの、下ネタはやめてくださいね。はい。じゃ、今から、せーのって言うから、二人で、あの、あなたのグループ名。 言いますよ、はい、一緒にね行くよ「男塾をホテルグループ」あ,あのせーのは嬉しし恥ずかしいエンディングですということでえ今日はえなんだかんだでラジオネーム平成14年生まれさんえの1人にステッカーを差し上げますね先週が200人ぐらいにあげれたんですけど今日は1人ということでんこのね差は。 ねね面白いです、ねうん、誰が何と言おうとということで、えー、今聴いてる曲は京都フィルムフェスティバルバンドの「うん、京都踊ろう明日と歌おう」です一つも入ってこなかったですけども FM 大阪のリクエストページからすっぽんぽんラジオを選んでお送りください何でも募集してますお悩みちょっとねあのー、深い悩みねとかもあのー 一応撮ってあるんででそれもねちょっとなんかこう深いとこっていうのもあのちょっと前にドクターハイ,ンハインリッヒのねライブにゲストで出させてもらう高波動ゲストとして呼んでもらったんですけどその時にね結構その宇宙や愛の話を真剣にしたところですねえー好評だったらしくてというのもなんかこうね 笑いあり涙ありとはこのことかっていうぐらいそのアンケートでその泣いちゃいましたっていうのもあったんでねそういうあやっぱこうそういうのもおもろいなと思ってうんええー、ねそういう深い悩みのやつも今あの送ってくれた人とってあるんでねその人たちのもどんどん読んでいこうかなと思いますねえー、っと 週明け月曜日にポッドキャスト版で聞いていただくいただける可能性もありますあと彦根にある廃墟ホテルで肝試しで開催中まだやっとんかこれ夏夏かなと思ったら冬もやってる冬にこの肝試しのやつこれマジで行ったんですけど YouTube で流してますけどねマジでマジのホテルの廃墟だからあの肝試しと化け屋敷が一緒になってるっていうね画期的な。 えー、いい感じのやつなんで行ってください人と密になれない分ね霊と、えー、幽霊と密になってくださいバイバイどうも始まりました天竺ネズミ川原派のスポンポンラジオです男塾ホテルグループの岡ちゃんです今日はリモートで東京から川原さんとつながっています川原さんはいはいおかちゃんどうも大田のおかですいえいえ いやっぱこの時期になるとちょいちょいね、このね、ちょっと大阪、東京間が、えええー、ちょっと厳しくなってきて。ああ、そうですね、最近ちょっとね。うん、うーん、ちょっとね、あのー、前はね、あの、秀平魂とか、はい。あのー、暇、暇、暇なやつね。暇なやつね。はい。あのー読んだら であのスタジオに来てくれたけどはい何せこのーエージェント契約だからちょっとややこしくなってん、ね、なるほどなるほどそれで私が代打で <laughs> <ー>ええー、いやい,いいねこういう感じねそうですねでもところで川原さん、うん、2020年10月でなんとこのすポぽんぽジオ丸5年ですよ現在6年目らしいです いやはよやめややこれ <laughs> 早やめてよ、もう <laughs> 大変なんやから、まだ川 <laughs> さん、80までやる言うてるから、う <laughs> そうそういして頼むよいいんのかなと思って頼むよ、これ<ー>、あのー、一応ね、一応聞いてる人、結構いるみたいだから、あの業界の人も、ね、聞あのー、いや、嬉れしいことですよね聞く、言われたら頑張って続けていかなあかんなって思いますもんね。うん いやすごいよこの時期にあ,<ー>あのねどんどんこのいろんな職業が大変な時期にそうポッドキャストでたまに聞いたら、うん、こんなん 5年もやっててんな思って,て、すごいなんか複雑な気持ちになるもんね <laughs> いやだから、あのー、よくね、俺が頭おかしいとか言われるけど、イベントに来る人の方が頭おかしいし、<laughs> うんね、それにお時間とお金割いて、うん、来る人の方ががおかしいし、このラジオに関しては、スポンサーのおかちゃんの方がおかしい,からい,やいや俺まともやってちゃ,くちゃ常識人だから。<laughs> いやもうこれはねちょっと今日もねあのおせっかくなんですいません、うん、お知らせの時間ですなんやもう,うしっかりしてんなええー、ねん別に大体でもし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  <laughs> <laughs> お知らせの時間ですお岡ちゃんどこにいますあ目の前にいますあじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございます、うんえー、ナンバのルチールにアルコールバーガー

遊びに来てください。あ、変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。ねえ、こいつ。そんなことより、男塾ホテルグループ。メールは山。たくさんメールが来てます。二週間でこんな来るのね。すごいな。どなりどなり上手やな。いや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 、ちょっとね、紹介してきますので、川原さんちょっと。あ、の新しい新しい CM 聞いた今。聞いた聞いた。めっちゃめっちゃいいね。あの初めだから。 ややこしいねこの電話で、うん、電話で岡ちゃんとこう喋ってる初めての CM が岡ちゃんとの新しいやつだからああ嬉しいなど,どっからいや嬉しいなじゃなくてどっから <laughs> <laughs> どっから CM なのかわか,からんね、うん、そうそうそう喋ってたみたいになってる <laughs> 普通に喋ってたみたいなうん、うん、いいね新しい CM もあのー、あれもステッカーも今のがはけたら新しいデザイン変わる、ね、なりますからね 楽しみですねいやまだまだ続ける気やでこれ <laughs> まだまだつステッカー何万枚も作るで <laughs> <laughs> 行こう行こうこういう時だからこそこうねそうですね,変な,しね変なことしたいですね、うん、さあ時間がないですよメールを読んできますよ <laughs> はいまずは福岡県のてっぺさん、えー、メッセージ、えー、18歳の方ですね福岡出身の大学生がとうとう香川原さんにたどり着けましたなんて 福岡出身の大学生がとうとう川原さんにたどり着けました、うん、川原さんがテレビにたくさん出てくれたわけですね応援してます、うん、来世まで頑張り続けてくださいステッカー欲しいです、うん、ということですなるほどステッカー欲しいか今日はもう岡ちゃんが握ってますからねあじゃあ100万円あげましょうか 100, 万円 100, 万100枚ね <laughs> ほんまに送らなかった <laughs> んなったかで百0 0俺はいいけどあのー、スタッフのちっちゃいスタッフの島ちゃんが そこそこ大変もんね。懸賞を起こして。起こすらしいよ。じゃ、あすみません。二枚送ります。二枚ね。二枚ね。はい。はい。次。え早はもう行きます。え新潟県。新潟市の納豆巻きさんから。ええ、河原さん、こんばんは。初めてメールします。私は頻繁に一人カラオケに行き。毎回ポテンヒットを本人映像で。二三回は歌うのですが。この前採点しようとしたら。 この曲は採点できませんと出ました。うそやん。こんなの初めてでした。なぜですか？ステッカー欲しいです。っていうことで。なんで？なんでなんでしょうね。確かに点数のやつしたことないな。いや僕ね、実はあるんですよ。うん、えうそやん。本当。なんとね、99.8のね日本記録持ってるんです僕。<laughs> えポテンヒットの。<laughs> ポテンヒットの。ポテンヒット川原さんより上手い。<laughs> <laughs> いや俺100点やから。<laughs> 俺が基準やからそうそうそう岡ちゃんの家の家にあるカラオケカラオケでやったら99.8ですあれ俺やったことないなちょっとやってみてくださいようんいや岡ちゃん歌う前いっていうかもう最近この自粛になってからかカラオケなんか行ってないもんね行かないもんね自宅でやろうよ僕の家にダムがあるからそれ行こうかそうそうそう前一回うち来てカラオケやってたね川原さん 何歌っってたっけ俺 <laughs> あのうちの犬抱っこしながらあの、うん、カラオケ下に降りてきたら歌ってた、うん、何歌ってた <laughs> 何歌ってたかな、ね、いやポテンギト歌ってなかったと思うけど歌ってなかった中島みゆき、うん、中島みゆきさんとか歌ってた <laughs> <laughs> 下降りてきた僕と濱家さんが2階で麻雀してたんですよ <laughs> そうやそうや <laughs> そう降りてきたら川原さんが一人で「中島みゆき」歌ってました、うん、<laughs> <laughs> 犬抱っこして <laughs> なんと病気のやつだな <laughs> ステッカーくださいス、ね、ステッカー何枚ステッッカカーーじゃあ2枚差し上げますああいいね、えー、いいね2枚 次もねね来てますいい来来ててるいいいいっぱますいいねそれで岡ちゃんが呼んでくれた方が普通に読むもんね俺普通に読まないから <laughs> 読まないからね読んだらちゃんとねあの河原さん答えてくれるんで、うんえー、埼玉県つきたてのおもちさんから来てます、うん、あいい名前そういうの好きよ川原君毎週楽しく放送を聞いています、うん、男塾ホテルグルーさんの「 えー、CM も毎週飽きることなく新鮮な気持ちで笑っちゃいながら聞いていますあいい、ね、先週の放送でラジオネームを読まれてシールを3枚、うん、早速送っていただきありがとうございます、うん、おお来たんかお守りにしてお財布に入れていますあいいよあれお金貯まるからねあれね今度デザインを変えるそうなのでまたいただけるようにメール精進します、はい、なるほど もう今回あげなくていいと思いますけどねそうそうだから初めてまだもらってない人もいっぱいいるやろそこの中にそうそういますねこういうのを読んでいかんとじゃあもうこれは置いときましょうかうんそれはもう次また新しい時にまた新しい時に読びましょうえあのすいません曲へって言われましたね曲に行ってくれとんか曲の紙もあるよこれもねきてますよ河原さんこんばんは毎週楽しく聞いています初めて曲のリクエストをします いい10月に10周年を迎えた NMB48 のデビューシングル「うん、絶滅黒髪少女をかけてほしいです」<お>ということです。めっちゃいい俺も好きですよね。俺めちゃめちゃ黒髪少女のやつ好きや絶滅黒髪の少女のやつ好きやで。はい、うん、じゃあね川母さんじゃあお願いします、ね。OKOK じゃあ僕振りますんで、はいえー、それでは聞いてください C&K でアルマ。

うん、大阪市のでっかい猫ちゃんさんからあーいいねー、えー、そういうの好きよでっかいね川原さん、うん、何私も4日と8日とそれと20日がややこしいです発言する時考えてから口にするようにしています<ー>リスナーのさんの中にもこんな方いらっしゃいますかすステッカー欲しいですっていうことで俺ダメだろうなほんまに無理やねんな。 1日と, 1> と日,1日もあかんの1日もねなんか出てこないね一1日一日と20日20日,20日8日まあ20日8日が一番わからんかなん20日って言われた8みたいもんねそう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 ,う8日8日,<よ>8日って8でしょはいそうそうそ4ってなる4言ったら4日ちゃうんかいってなるんですねそうそうそうはいはいはいなんか、ね、そんなのあるなえってなってまうんですか うんなんか入、うずっと入ってこらへん、あのー、<ー>だからね、数字、数字で言ったら、あれも出てこないよ、なんか漢数字、あの、よく授業でやった、あのー、8045 80円とか、なんかこの、 漢字を使いながら、うん、か漢字を使いながらのやつあるやん。なんか,かりますわかります。あれ出てけえへんですね。あれがもうずっと俺居残りで、うん、で本当にあに、のー、先生が家まで来て <laughs> 川原君が唯一この他の体育とか、まあ、そう図工とか、うん、あの国語とかまだいいんですかこれだけ 数学も、あとは普通なんやけど、この関数字だけ、どんだけ教えても<ー>わ、理解できひんと。書かれへんと。今でも書けないもんね。7万423とか、そのなんかこう、あれやん、漢字,漢字で書く数字。漢字で書く数字ね。あれがね、今でも無理やな。何やん。なるほど、なるほど。これと似たやつでね、僕は、うんうん、よくあのメールとか、LINE とかでね、うんうん 「何々はいりません」って書いてくる時あるじゃないですか、うんうん、ほんなら全部ひらがなだから「何々入りません」みたいになって「何,いやーねね、何々は」「は」とね「は」ねそうそうそう「何々入りません」えどういうことってなります全部ひらがなで送ってくるのです何々は」「<laughs> 何々はいりません」って言うって「いりません」って送ってくるんですけど読む方,方は「入りません」ってなるんですよ僕い <laughs> 確かにね なんかそういうとこはなんかあれあれ覚えようかな手話とか <laughs> 手話 <ね S 1> 入ってきそうそのなんかもうあれもそうやねあのなんだろうメニューの居酒屋のメニューのなんだろう写真付きじゃないやつああ文字だけのやつ文字だけのやつはもう一切想像できないまあただ なチャーハンとかはわかるけど <laughs> 新ン菜のあんかけなんとかって言われてもイメージがわかないイメージが、ま、もう頭真っ白になっていつもチャーハンばっかり頼むからいやいやいや河原さんほんまチャーハン好きやもんねこの間も <laughs> <laughs> この間もあのー、甲子園一緒に行った時にチャーハンめちゃくちゃ頼んでたもん、ね、<laughs> <laughs> あのー、どこやったっけ社長あのチャーハン俺4種類ぐらい頼んだよね 頼んだ頼んだ頼んだし鉄板焼き食べに行った時に向こうの大将が気使遣って河原さんに「3人前ぐらいくれたん覚えてるステーキの店で。チャーハンここおいしいねん」って言ったら「河原さんチャーハン好きやねん」って言ったら大将が河原さんのとこだけ山盛りくれてだから写真でイメージできないからんか写真がないとイメージできないからその多分言葉とかももうこう。 それこそ手話とか手振り、身振り手振りの方が入ってくるんかもしれないね。ああ、なるほど。文字だけやったら、なかなかイメージがわかないんかな。ただ、この前、テレビで、手話で、うん、あのこの手話はなんでしょうみたいなクイズしてて、はいはい、鳥取県、うん、鳥取県を、うん、あのくちばし、まずくちばしで、なんか、くちばしが動いてるのを右手でして、はい、んで、えー 手を差し伸べて、引っ張るみたいな、取る、取るって、だから鳥を取る、鳥を取る。で、鳥取県、これを、この手話は鳥取県ってなるんやて、わかるかで、それが鳥取県ってなるんやけど、その時思ったのは、鳥取りたいとき、どうするんやろって思っる っていう手話をしたら鳥取県、ね、うん、これは鳥取県らしいけど、うん、本当に鳥取県に鳥,取鳥を取ってほしいときに、鳥のくちばしして取る、鳥を取ってほしいって言ったときに、そいつは、鳥取県に行ってしまうやん。わからんかな。勉強したいなと思ってたら。鳥取面白いね なんかねあのーうん、すごいなんだろうなんか勉強なんか興味湧いたいかなんかこう俺に向いてるかもしれんなと思って単語覚えるも大変よね、うん、これと取,り取るからとり県に悩んでなんこれ覚えてしまわんから絶対それわからへんもんねくちばしみたいなの取るだけやったらえどういうことってなるもんね <laughs> ちょっと手話でも練習しとうかな手話ちょっと難しいな、ね、日本語すいません <laughs>、うん、ラスト1通です 早いな早いなでも岡ちゃんうまいなラジオ進めんのいやなんかね楽しいうまいうまい楽しいいいと思いますよえっとね次は大阪府の茨城市のネズミたちさんからえおでこ取れちゃったくん iPhone ケース届きましたおお可愛くて可愛くてお気に入りですところでずっと気になってるんですが前に「かわはらチャンネル」とかで「 河原さんが遊んでた金のくねくね謎のおもちゃは何なんですか調べても出てきませんでしたステッカーくださいなんなんですか金のくねくねってあの金のくねくねねこれ俺も名前わからんけどすごいずっとねくねくねしてるわけでインスタインスタで出てくるんかなツイッターで出てくるんかなまたちょっとあの動画で上げるわ金のくねくねを金のくねくねちょっと近々 年末、今年いっぱいにあげとこうかな。<laughs> もうちょっと見たいかな。うんちょっとね、この名前も分からんけどね。誕生日プレゼントでもらったよね。<laughs> 誕生日プレゼントで金のくねくねの謎の。おもちゃもらったんですか。<laughs> そうそうそう。えじ、ー、ゃ、じゃ、誕生日またせなあかの、岡ちゃんと。あ、もう。え。再来、再来月か。再来月、去年確か。 コロナかなんかでびなくなってもったねお前は去年のやつに、ね、いつ2人でやってんのに、ね、やってい,いつも2人で男でみんなデートしてる中うんフレンチ食べたり何年か前、うん、クリスマスに川原さんとイタリアンかフレンチ食べに行って気持ち悪かったね 2>,、うん、2人で 2> <laughs> 周りカップルばっかり,で、ね、りカップルでお互いのプレゼント交換するんだけど気持ち悪かったねあれ なんかでも、えらいもんでお酒も入って、なんかそ,その日はあのよう言わんかったけど、抱かれてもいいかなとは思ってたんよ。はよ、言うてよ。 <laughs> 早かったなそろそろお知らせだそうです気持ち悪いぐらい早かったな <laughs> 早かったな <laughs> <laughs> いつもやってるくだりぐらいなんか早かったで今上手やな,っな落ち着いてんないやいやいやすごいドキドキしてますよお知らせですどこなんかクールや、ね、ということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃんはい よろしくお願いします。岡ちゃん、岡ちゃん、はい。ね、本当に来てくれてるんですか。えー、来てます。そうですか、じゃあ信じましょう。耳、えー、グッドな情報ありますか。えー、ございます。はい、えー。滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと、えー、リニューアルさせていただきました。うん、と言いますと。 えー。以上です。え、なんか困ってます。うん、えー、困ってますね。ああ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループ嬉し恥ずかし、エンディングあーメールを送ってくれた方の中からいい、ねうん、あこれ今日メール読んだ方は川原本舗ステッカーをプレゼントいたします。うん、エンディング曲は京都フィルムフェスティバルバンドの。 今日と踊ろうう明日と歌おうですこの番組ではお悩みややってほしいこと何でも募集しているのでメールは FMONKSOCA のリクエストページから「すっぽんぽんラジオ」を選んでお送りくださいそして番組ホームページではポッドキャスト版で聞いていただくこともできます大体週明けの月曜日に更新される予定です<ー>はい川さん上手やなそのなんか自分を出しすぎもせず。<laughs> 恥ずかしいからねテレいやいやいや、りういう感じよな。またリモートの時に呼んでくれたら、また,ああまたちょっとリモートが、まあ、どうなるか分からんかこういう時はあは、のー、助かるわ、あのー、エージェントだし、はい、この場合はだから、あのー、この交通費はもう請求されてないわけだから、<laughs> 潤うからね、そのまま。いや、まあ、そんな細かいのええよ、別に。彼 <laughs> 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 も帰ってきて、あのー、ご飯食べに行こうよ。うん まあまあまあね、うんあのー、これが大阪東京ね落ち着いてきてそうね早くねこうねうん非常バンバンできるようにそうね早くそうなってほしいですよねなんか不思議やな普通にお母ちゃんと電話してるみたいなこれがなんか放送になると思ったらうん変な感じ恥ずかしいな,なっ <laughs> そっちが恥ずかしいんか僕が恥ずかしいがいやちょっと恥ずかしい普通に喋ってたなうん普通にしゃべなんか普通に喋っちゃいましたね でも楽しいですねなかなかいやうまかったなありがとうございます瀬タよりもおっとあと30秒ですよ三十秒、うん、下手やねんなそこがそこがなんか <laughs> おっととかその辺がなんか食なんかあれやなまたねあの瀬、ー、タの方も岡ちゃんよく連れてってくれてるからはいあのー、どうしようもないね <laughs> この間泊まりに来てね瀬タさん え、嘘やんほんとほんと。朝まで。えー、そうなんや。そんなに仲良くしてんねよはーい。ということでね、もうどんどん撮っていかなあかんなーってね、もう言うてるんですよ、こっちサイドはね。うーん、撮っていかなもうしゃあないねっていう話でもう、撮り始めてるわけですけども、えー、10 10な11月最後の土曜日、ね。 ってことは11月最後の土曜日だよーんってことですね。えー、ちょっとおちゃらけて言うとね、11月の最後の土曜日。えー、ということは、11月の最後の土曜日だよーんということで、えー、まあ、ふざ、まあ、ふざけるというか、おちゃらけると、そういう言い方になりますけども、うーん、ね、まあ、いろいろまた、あのー、コロちゃんが、 ね、えー、なんかこううろちょろしてるということでえー、大変な時期ですけどもまあそんな中あいろいろねあの仕事はしていってるわけですけどもうんまあロケもね、あのー、気をつけながらうん本んにもうロケの場所に行くとねまあ収録のとこもそうですけど まあ消毒液がもうたっぷり置いてあってもう本当にいつでもこう消毒できるような状態もう大量に消毒液をこう用意しスタッフさんがしてくれてるんですけどねあのそんな中鹿児島でねこの前あのロケ行きましてで本当に地元の地元本当にロケしてる目と鼻の先にもう両親が横になっているのがもう。 うっすら感じれる感じてしまうことができるぐらいのすごく近場でまあおいおいそれも、あのー、発表しますけどもそのね地元の人のえー、まあ町,町ですかね何々町まあ大崎町なんですけどね本当にもう大崎町です鹿児島の大崎町です、えー、町からの仕事でね ロケしたんですけどもだからそれなかったらもうかこの時期だから帰らないつもりだったんですけども、まあ、帰らざるを得ないわけですね仕事ですからもうでまあ帰るじゃないですか1泊しないといけないってなって,終わってロケ終わって帰ってきたら玄関 先でね。ちょっとまあ安心はしたんですよ。安心はしたんですけど、なんかな？と思ったんですけど、その玄関に入る時に親父がバー出てきて。まあ入んなこらみたいな感じでって。そこ立っとけっつって。消毒のね。シュッシュを永遠と僕にかけてましたね。もう無言でずっとそこ俺つってちょっと。び,っしびしょびしょ。こんなにね。この。 息子,息子をね、まあ大、だから安心しましたよ、逆にね、なんかんそんなん大丈夫やみたいな感じだったら、ちょっと怒ったろうかなと思ったぐらいだったんですけども、でもそんなに書けるかっていうぐらいね、そのすごいシュッシュされてね、でも、まあ、徹底しているなって感じだったんですけども、まあ、鹿児島のロケでね、なんかこう、なんだろうな、あのまあ、首太担当、うち,うちのねあの、コンビ。 組んでる首太担当の子とねロケしたんですけどもなんかあのー、YouTube みたいなの撮るみたいな感じだったんですよその長からの仕事が。で別でなんかこのそれを YouTube を「天竺ネズミ」がこれ撮るっていうのを鹿児島テレビがまた取材に来てるみたいなカメラマンとかが結構いっぱいいて。 でその中でまあこう真面目なニュースのー鹿児島のニュースのテレビの人との取材もちょっと合間にあって、まあ、カメラ撮りながらねでもなんかちょっと真面目な感じのニュースなんですけどちょっと真剣にかか語るというか真剣にセリフくださいって言われてあだったら僕ちょっとなすびかぶっていいですかって夏かぶったらもうまともなことをこう言っても。 いいかなとは自分でで思ってるんですけどみたいな遊びかぶってなくてまともなこと言うのはちょっとうんちょっと気が進まないですねみたいな全然全然あまともなこと言ってくれるんだったらみたいなこと言ってあのー、でまあ相方もそれを聞いてたもんですからあすいませんみたいなねテレビの人に言ってでなすびかぶってで質問に答えてるんですけどちょっと病気が出ちゃってやっぱちょっとふざけちゃったんですよさんどうですかって言っってちょっとやっぱ 真面目に語ると言ってしまったんですけどちょっとふざけたコメントを言ってしまったんですよそしたらねそのコンビ組んでるね首太担当の子がねいかんせそのアドリブみたいなのを聞かないんでしょうねもうその取る前にもう決めてたんですよねなんかお,お前その格好で何まともなこと言ってんねんっていうセリフをもう言うつもりだ,だって望んだんですよねあのー、僕がちょっとふざけなすびかぶってふざけたこと言ったのにもう 何変な格好してまともなこと言ってんねんってそのまま突っ込んできたんですよ。だから変なこと言ってるのにだからもう記者あのそのテレビの人があ「あこっちの方が頭おかしいんだ」そのね相方のあ「ナスビかぶってない方が頭おかしい」だってスビーは変なこと言ってたのに隣のナスビかぶってないやつは「何まともなこと言ってねん」って言ってるわけですから。 ななんかすごいパニックになってましたよだからど,どう放送されるかわかんないもう多分全カットでしょうね。うーんまあねちょっとあのこの時期ですけどもあそういったなんかこうエピソードトークーでなんかこうねちょっとこうにニヤッとしてもらって歯茎を。 ねあのー、乾かしてもらえたらなということでちょっとエピソード投稿させてもらいましたけども、えー、一旦じゃあ,あー CM の方お願いします岡ちゃんどこにいますあ目の前にいますあじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございますナンバのルツールにアルコールバーが設置されましたま、えー、ワイン、うん、ウイスキーもう話し終わりましたいやまだ途中です話し終わったら教えてくださいチューハイ 小中雰囲気でわかるか終わったまだですよあの飲みフロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまだ終わったなまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできたなあこいつそんなことより男軸 ホテル何ル、えー、だっけピンポイントあるあるーいやー新しい CM、うん、いいですね、えー、あれもねほんと一発撮りでもうやったのいいですねさあ、えー、ピンポイントあるあるもう先週が僕がだから東京からあ電話で中継でねあの岡ちゃんと話したからちょっとしピンポイントあるあるがすごい溜まってて。 ちょっとなんかこうらしくないんですけどちょっとこうイラッとねしちゃったんですけどもまあそんぐらいすごい送ってきてくれましたすごい難しいね「光あるある」の第23位なんですけど難しいですよこれね「光あるある」のね6位とかせめて「光あるある」の97位とかだったら面白いこと書けばいいだけですから。 楽なんですけど23位っていうのはもうなかなか来ないんじゃないかという感じで23位にしたんですけどめちゃめちゃ来てますねだからこんだけね光あるあるの第23位をね何百枚も見てたらね何してんだろうって本当に冷静にこれ何俺何をチェックしてんだろうって光あるあるの23位こう忙しい最中ねでもう本当何が何なんの光自分でイラッとする光あるあるって、ね の23位って何っていうのをなんかこうちょっといろんな、ね、感情がこう混ざってイライラしたんですけどまあそんな中ちょっとまあ頑張って選んだんでまあ何が23位なのか分かんなくなってる状態ですけども読みながらねやっぱこれ違うなとか自分でも思いながら、えー、やっていきたいと思うんですけどいきましょうかね光あるあるね、えー、23位ラジオネームほくろももんがさん え兵庫県の方ですね行きましょう「光あるある」の第23位はこれ出なんてないのかあないのか非常用の多機能多,多機能ね,、e、機能ね多,多機能非常用の多機能ラジオのライトはいやそこが光るんかいってなるこれいいんじゃないですか23位ねなんかこのいやそこが光るんかいやこっ あそこが光るんかいってなるね。うんまあそのた、その、ものによりますけどね。でもなんかこう分かる。なんか経験したような。これがなんか23位ぐらいなんかなと思いますね。いいと思います。なんかこう想像できそうで,できない。このね、23位ぐらいが。でも、そんなにないことはないっていうね。うん、いいですね。さあ、どんどんいきましょう。ラジオネーム、のたしろ、なんてうのたしろっくさん。 東京都のタシロックさん。いきましょう。光あらるの第23位はあ,あった体調の悪い日は、競で音に負ける。いいですねこの光目線っていうのがちょいちょい出てくるんですけどこうなったらねずるいですよねうんでもいい目線ですね音の方が遅いよね光よりね光の方が早いよねけど体調悪い日は徒競走で音に負けちゃう ね、これいいですねファンタジーですけどもん、ね、23位って感じで僕は好きですねうーんみんなは嫌いでしょうが、ね、もう勝手に決めちゃいました、えー、ラジオネーム東京のルイさんですね東京のルイさんこれあこれちょっと頭おかしくなって俺読みすぎてこれ選んじゃったのかこれは23位じゃないなでも読もうかこれはでも,も,もちょっと 読みすぎてこうこれ23位にしちゃってるわいきましょう「光あラる」の第23位は音が一回一回変わるな今日はちょっとね別室でやってますからパソコンでねちっちゃいちっちゃいスタッフがねあの急遽音を今パソコンでやって音がねさっきのとちょっと違ってきますけども関係ありませんのでねそのなんか別に音がえ私のだけえさっきの私今の人の音と違うんですけど何かうん何,何か 何なんですかっていうね、えー、思ったらすいません、ね、その関係ありませんのでね、えー。東京のルイさん、えー、ごめんなさい。光あるの第23位は。地上から月に向かって光を飛ばしても、河合俊一がブロックをして阻止する。ね、これだからもう200枚目ぐらいで見ちゃったから、ちょっと笑っちゃって入れちゃったのよね。うん。このような跳ねとかないといけない。 えー、ラジオネーム、う,う、う、うぎょう、た、魚の卵はう、卵う,うん、魚卵。<laughs> 魚卵から <laughs>、魚,<卵か> <laughs> 魚卵からこんにちは。すみませんね、漢字が本当に分かるんです本当はこんなね、まあ高卒は高卒なんですよ。だけども、野球特待で行ってるからね、勉強全くしない状態ですから。 ね、こんなことになるでしょう。でこの前ロケでねスタッフさんが東大卒のスタッフさんがいたんですよ。でロケでねやってたらそのこの時にナスビをこうかぶりますんでここに置いてってもらったらありがたいですみたいな言ってたのをこう置いてなくてでディレクターが「おいなスビすいませんかルさんナスビ持ってこい!」っって走って。 東,東大卒のスタッフが走って「すいません!」っつってで向こうの方からナスビを持ってきて「すいませんでした!」って言ってねそう申し訳ないん、ね、て言ったあれ魚んて言ったの玉魚に卵でウランすごいねこんなやつにすごい謝ってた申し訳ない魚卵ね魚卵から「こんにちはさん」 ですね行きましょう、えー、光これいいですね光あラるの第23位変えるな、えー、価値と画数が見合っていない、うん、これまた違う角度からね「光」っていう字についてですね、えー、価値とガスガス画数かやってもうたな画数,画数って何 また変わってくるか価値とません価値と画数が見合っていないこれ、ね、本当に申し訳ない盗撮のあのー、人にこんなガス、カ魚に卵を売らんって言ってさう <laughs> 卵な,なんかそんな感じ画ガスカガスって言ったらすいません坂原さんみたいなあ,あええよええよやれんがねあ,あええ、全然ええよって 何ちょっとカッコつけてんね,ねガスってすよ、ね。っていうことで、申し訳ないですね。本当に曲。曲のね、リクエストもいっぱい来てますよ。うん、曲のリクエストは、えー、どこに行きましたか曲のリクエスト、あ、これですね。えー、曲のリクエスト来てます。あー、いいですね。曲のリクエスト、あ、この方。ラジオネーム、あゆみさん、えー、先日、うわ、またこれ、えなんでだっけ ひまわりじゃない、ひ,ひが、ひ、日<向>ひなた坂、<laughs> ひまわり、ひまわり、ひなた坂、えー、46のキャプテンの佐々木久美さんが、天竺ネズミの川原さんがツボと言ってました。えー、YouTube も見てるそうです。あありがとうございます。YouTube ね、ありがたいです。ね、ひまわり坂のね、えー。ということで、えー、え あざとかわいいを流してほしてこれはもう流さないとね,ね僕好きですねこのなんかこのフォーメーションダンスとかねこうあのー、や,やるでしょそのみんなあのたくさんその,あの韓国の方とかいるでしょ韓国の方歌ったり踊ったりする人でしょ TT の方とかとか。 あのそうやっぱそういう人たちのやっぱこのダンス大好きでねうんこれも想像しながら「あざとかわいい」のちょっとねえ映像も本当は見たいんですけどもねえ今度見てみますね「あざとかわいい」曲だけ聴いてみましょうそれでは聴いてください「クリープハイプで幽霊失格」終わっちゃって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 ね僕が PMV ですかね。に、えー、関わっています。クリープハイプの幽霊失格ですね。まあ、MV を見て、えー、感じるのは各々おののね、えー。ですけどもお、ぜひ見てください。さあ、えー、時間が、えー、えらいもんで、刻々と過ぎているという状態らしいですね。えー、じゃあ、何、え、通、ー、かいきましょう、まだきますかね。ラジオネーム、静岡県、えー、ミラノ風おばさん。 ミラノ風おばさんいきましょう19歳の静岡県の方ですね「光アラルの第23位は「僕が玉結びをしている間に光は地球を120周している」いいですねこういうやっぱこうストーリー性があるのやっぱこう僕が好きですなんかあの地球を何周かしてるっていうボケはいっぱいあったんですけどもこうなんかこうリアルとなんですかね僕が玉結び 押しててる間っいもうそのあの額はないので光が120周してるとか合ってるかは分かりませんけどもねそんなも関係ないですそんなの関係ねえねっおっぱっぴーということでさあどんどんいきましょうラジオネームストーリーテラー丸山さんいきましょう「光あらる」の第23位はんで帰んねんバーンバーカみたいに、えー、眩しがっている まぶしがってる間にマジシャンが飼っている鳩を逃がす。逃すなんかなこれは俺は悪なよ。逃がすか逃がす。まぶしがってる間にマジシャンが飼っている鳩を逃すかな逃がすか。はい、いきましょう。ラスト、いきましょう。マキシマムザ・マサトシさんお。最近言えるようになりましたね。マキシマムザ・マサトシ 光が薄いやつに後ろあなんていうの後ろ光五光がさが差しがち <laughs> 今日はもうぐちゃぐちゃやつは僕が悪いですけど感じいる感じいるのかな影薄いやつに限って五光がさ差しがち <laughs> <laughs> いいですね。好きですよ。なんかいいですね。確かにっていうのもあります。なんか、うん。ということで、えー、一回 CM です。ということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃーん、はい。よろしくお願いします。岡ちゃん、岡ちゃん、ゃんはい。ね本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですか。じゃあ信じましょう。 えー、ミミグッドな情報ありますか、えー、ございます、はいえー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますと、えー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上ですえなんか困ってます、うん、困,困ってますねはあ、はあ変わってあげたい 放ってあげたいなとにかく男塾ホテルグルグープ嬉し恥ずかしいエンディングでーすということで、えー、光あるあるまた来週やりたいと思いますんでほんとにお悩みみたいなのもいっぱい来てるんでねあのー、ちょくちょく読んでいきたいんですけどもおー、えー、何をおえばいいんですかね、えー、もうこの辺読まないといけないんですよね この,この曲とか、えー、大阪のリクエストページ、FM 大阪のリクエストページからすっぽんぽんラジオを選んで、えー、くださいあ。読まなくてよかったか、ここは。ポッドキャスト版で聞いていただくことができます。うん、これはいいですね。な波にあるホテルルトゥール,ル,トゥールフェイルもー、えー、これも読まなくてよかったか。読んだ方がいいか。 スポンサーだからね、えー、今日曲のね、あのー、ありがたいですよこういう情報を教えてくれて佐々木さんがカルさんがツボだってあゆみさんどうしようかなあれあげようかなステッカーあゆみさんあゆみさんね多分どうしようかな迷うなあゆみさんにステッカーあげようかなどうしよううんええー、普段 普段ね、あのー、普通に生活しててね、あのー、普通に歩いてたら、何にもこう思わないんですけども、この前なんかね、あのー、何だったかなーど、なんかでね、あのー、普通の公園、公園でね、ちょっとこうしゃがんだんですよね。なんか落としてから、落としてしゃがんだのかなー。 しゃがんだらね、やっぱこう、土の、土に近づくわけじゃないですか。あのー、花が。この顔についてる。花が。<laughs> 土に近づくわけじゃないですか。女だらね、えらいもんで、やっぱそのー、土の匂いがしますやん。なんかこう、あ、普段は、 歩いてて、別になんかこうね気にも止めなかったのになんかしゃがんだ時に土土とこう近づいた時に、近づいてきた、近づいたっていうのはその顔についてる鼻鼻だっけ鼻 <laughs> だっけこの匂いのやつ鼻か。 その花を、がさ、土に近づくわけじゃんそしたらさ土の匂いがするしてめっちゃなんかあなんか久しぶりだなーって土の匂いなんかええなーみたいななんか地球を感じれたっていう感じですねさあということでえー、失礼しました大変えー、失礼しました えー、私、えー、私事ですが、えー、先ほどは大変失礼しました、えー、本人本人も本当に、えー、悔いが残っていると思います、その後悔もしているだと思います、えー。私本人から、えー、また、えー ままた言い聞かせておきます自分自身なので。さあ、12月だよーんね、何回来んねん、12月なんか前もあ,あったよな。ほんまに、何回も何回も。どうせ終わったら、またね来るんやで、ほんま、繰り返しや。ということで、えー、光あるある先週からやってますけども、うんそれをちょっとね、えー、処理していかないといけない。 えーないと前に進めないということで一応ねこういうコロナとかのあれあれでなんかこう悩みとかこうね深い悩みとかいろいろ来てるんですけどもそのねだから本当はなんかそういうなんかこう心に不満とか不安とかある人が出てきて生きるってなんだろうとかうーんなんかこう悩んでる人とかが結構こうメッセージ来てて なんかカルさんの考え方とか、まあ、人生、うん、人間関係とか、うん、そういう悩みとかのメッセージが多いんですけれども、えー、光あるあるるの第23位を進めていきますそんな中「光あるある」の第23位を進めていきたいと思いますので、えー、悩みが。 悩みがすごくね早く解決したい人、すみません光あるあるの第二十三を、えー、聞いて今日は楽しんでください。えーえー、め以上、えー、C.M. 前のおーなんかこう喋るやつでした。岡ちゃんどこにいます？あ目の前にいますよ。あじゃあ耳ぐッドな情報お願いします。はいございます。うん、えー、ナンバのルテールにアルコールバーが設置されました。うん。 ワインウイスキーいやまだ途中ですはい途中話終わったら教えてさい酎ハイ焼酎雰囲気で分かるか終わったんでまだですよあのロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに 遊びに来てくださいああ変なやこいつそんなことより男軸ホテルグループーピンポイントあるせっかくこう息を吸ったのに吐いてしまいましたその本当はねあれですけども CM もね新しくなりましてそんなことよりって言うのがいいですねそんなことずっとそれを言ってたんやっていうね、えー、なんか違うことを そんなことよりっていうのはそのーあれですからねさあどんどんいきましょう今回光あるあるの第23位ということで難しいんですけどもどんどん来てます、えー、いろんな角度から23位をあるあるを言ってくれてますラジオネームのー紫の敷布団さんですねあ先週のやつはちっちゃちっちゃスタッフさんに聞いたらどれがいいって聞いたらあのー、光あるあるのーあーうう うううう魚卵からこんにちはさんねラジオネーム魚卵からこんにちはさん僕がなんかうるう卵かなんか魚魚みたいなこと言って魚卵ねからのこんにちはさんが言った、えー、価値と画数が見合っていないっていうねこう不思議な角度からのやつが気に入ってましたねさあそれも参考にしながらラジオネーム紫の敷布団さんですねいきましょう光あらるの第23位は イルミネーション綺麗だなと思ってどんどん近づいていって間近で見たらそんなに感動しない。うんうんうん。まあちょっとあるあるが過ぎるけどもまあ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 いいんじゃないですかね。うん。第23位。これなんかこう今の時期そうですね。イルミネーションやっぱこれなんか人生と一緒ですよね。遠巻きで見てふわっとしたのがいいなと思ってなんかこう近づいて欲しすぎて。 えー、よくすぎて、えーね、欲望が強すぎて近づいたらそんなやっぱこうなんていうんですかね、えー、電球が切れてるのとかがこう見れちゃう目に入っちゃうとなんだかなっていう,うのがこのがありますよねだから人生はなんかこうみんな,なんか答えとかあ、ね、生きてる意味とか、あのー、見出しがちですけどもそんなことを答えを出してしまった方が 生きにくくなると思うんですよだから答えさえ生きてる意味さえ分かれば生きやすくなるのにというので生きてる意味を考えてたらもうすぐ死んじゃうよ。うん、あっという間に終わっちゃいますからうんなんかこうふわっとした状態イルミネーションじゃないですけど遠くを見てる感じぐらいがねだいたいこんな感じで生きる大体こんな感じでやっていくっていう方が、えー、人っていうのは綺麗な人生がこうピカピカと。 光った、えー、光った感じですかね、ちょっと最後ね、自、あ、信、のー、がなくなっちゃってきましたけども、<laughs> 失礼しましたね。さあ、えー、っと、どんどんいきましょう、ラジオネームのあるのパカヨシさんですね、いきましょう、17歳ですね、えー、京都の方、いきましょう、光あるあるの第23位。 よだれの隙間をうまく通れると嬉しいこれね光目線ですね、うん、よだれの隙間をうまく通れると嬉しい、うん、よく分かりませんけどいいですね、うん、23位っぽいですね光目線から言われたらもう何位とかも関係なくなっちゃうっていうのがなんかこう良くも悪くもあるっていうのがね僕は好きでも嫌いでもないっていうとこですかね、えー、じゃあ何だったんだっていうお何だったんだおいみたいなおい ね、言われそうですけどおいお前何だったんだよね東北の方から、えー、言われそうですけどもラジオネーム人の形をしたなしさんなしさん人の形をしたなし食べるやつね、えー、食べるやつ年齢22歳二、えー、で割り切れるということで「光あるある」の第23位は「<music> 光の」の五画目は五画目の「払い」最後のね五画目の「払い」で「 えー、芯が折れる。うーんいいですね。23位ですね。力が入っちゃう。光。こう羽のとこね。グッってやって。急に上に。上で終わるってあんま合わないのかな。ね。急に上に終わるよね。こうグッって下に行って、右に行って、上にビーンって強くするから、ここグッと上に上げ,上げなさいってね。えー、なんか習ったような気がそこで芯が折れる。ね。 うーん。鉛筆の芯なのか。鉛筆の芯なのかね。ボールペンは悪いですが、鉛筆の芯なのか、シャーペンの芯なのか、心の芯なのか。えー。ね。えシャーペンの芯なのか、心の芯なのか。間挟んだ方がいいね。鉛筆の芯なのか、心の芯なのか、シャーペンの芯なのか。 こ,れいいですね、こういうの好きですさあえー、いきましょうラジオネームー神奈川県のもいみさんですねカタカナもいみさんいきましょう光かあらるの第23位は <music> トイレで台をしたらナイキの形だったのでしばらく見てしまった後壁に目を移すとナイキ型の残像が光って見えるうん えー、実はですっていいですね、実は。うんトイレで代表したナイキ。壁がナイキ。壁のナイキね、いいですね。壁のナイキないですもんね。ナイキは壁出してないもんね。壁に、ナイキは壁を出してないもんね。<laughs> 行きましょう。ラジオネーム、ストーリーテラー、丸山さん。出た。ストーリーテラー、丸山っつ 強いよ行きましょう光アラるの第23位は UNO をするときちょうど光が差し込んでいるところにカードを置いていくいいですねやっぱストーリーがあるねやっぱこの方はなんかすごい描写がこう浮かぶっていうかさあ曲へ行きましょう 今ねそのスタッフさんとね、このいつもと違うとこ、なんか個室に目、もう目の前にいるわけよ、いつものブースじゃなくて目の前、机を挟んで目の前にいてね、だから声を出せない状態ですから、僕はイヤホンしてないからね、だからね、こう曲、曲へってこう書いてね、紙に曲へって書いて、丸ってしてるのよ、ね、曲へって,言って丸してる、でそれをこう見せてくるんだけど、それだけでも分かるのに、その丸ってる人、こう丸してるとこう指でなぞって。 も丸,丸ももうしてるのに。曲へっていう字を丸で囲んでるんだよ。もうそれをゆっくりこう指でなぞってこっちを見せていくる。もう丸が書いてなかったらかその曲の曲指でなぞってもね、丸にしてもいいけど、丸って書いてるの。さあ、えー、曲もいっぱい来てますということで、あ、じネームゆり、 ゆ,りゆかりごはんさんですね。カールさん、こんばんは。シーアンドケイさんの、ああ、うるわしき人生をリクエストします。MV の舞台になっている商店街が私が子どもの頃に家族とよく行ったあ思い出の場所だったり、カールさん、ええー、カーラさんとシーアンドケイさんの世界観が絶妙にマッチ、そうそうそうね、いろいろな感情が混ざって、とても不思議な感覚になそう、そう、まさにそういう MV を作ったのよね、あのー、シーアンドケイと一緒にね。 うんそういう感情、新しい感情を作りましょうというので MV を作ったので、これ、ぜひ見てほしい。いいですね、この久しぶりにこの歌。でもう1枚来てます、えー、神奈川県のミモザさん、ミモザさんフジパブリック、いいですね、僕、フジパブリック、えー、いいですね、金木犀のやつ。これ、この時期にちょうどね、いいですか、あまあ、このまあちょっと金ンモの時期じゃないか、もう12月,月まあ、でも 藤葉ブリックも好きだしね。うわ、どっちかけよう。うん、迷うな。うん、くそ、どうにでもなれ。エンドリーケリーで、クンくん家マッスルコマンダー。よし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 、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない。え、じゃ、どんどん行きましょう。ラジオネームの平成12年のチャーハンさん。え、いきましょう。光をあらるの第23位は。反射するのがだるい。 いいですね。光目線ですね。反射するのだる。うーわー、ぶち当たるでーってことですよね。いいですね。光目線のいいですね。ラジオネームのストーリーテラー、丸山、出ました。いきましょう。光あやらるの第23位はどの。どの若手よりも楽屋入りが早い。いいですね。光の方が早いですからね。<laughs> いいですね、丸山。いいよ。いきましょう。その日カップ、そんな、ま、おい、ま、かおい ニッカポッカだ俺はその日課ポッカだ丸山負けねえぞということで言わんばかりに次来ましたけども光あらの第23位は天使の後ろから名刺を出すように出てくるいい,の見んのいいねなんかねうーんあのピカーンってね天使が出てきてわって出てくる名刺を差し出すように何言ってんだ さあきましょうラジオネームのバラの唐揚げさん行きましょう光あらるの第23位は無理やり鏡に反射させられる、うん、これやっぱいいですね光目線のやつはねもう何位とか関係なくなってきますから、えー、いいですねえ終わりあなんかなんか見てきたからラジオネームポップコーン一粒さん一っぷさんですねすいませんポップコーン一っぷさんですね行きましょう光あらるの第23位は せーの音はいすごく早いけど血眼になって追いかけたこともあるいいですねこれはもう人によってはあるんじゃないですか追いつかないのにねうーんさあいきましょうラジオネームカカロットによっカカロットややこしいこと言いやがってこいつ、えー、山山形県なんやカカロットによっカカロットってややこしいこと言うな。 ね、山形県ですねいきましょう光あらるの第23位は光と安村どちらの方が明るいのか考えてみるいや安村じゃないだってとにかく明るいんだもんうんもう言っちゃってるんだもんとにかく明るいって言っちゃってるんだもん <laughs> やっちゃってるっていうねえー、感じでしたけどもラジオネームの京都のぽよりんさん ね、いきましょう17歳ですねいきましょう「光原の第23位」は口の中に相当強い光を70秒間当て続けるとベロの裏側,裏側さえもカピカピになるなんやねんこれなんで俺選んだよこれ <laughs> 300枚ぐらいの中からだからああなるほどねってその時思ったからなこれ今読むちゃんと読んだら何を言ってんの いいですねそういうのがいいんですよ23位ですからねいいんですよぽよりんさんぽよりんラジオネームどしゃぶりのグミさん来たどしゃぶりのグミ光あらる第23位月明かりでさっきスーパーで買ったレシートを確認したらあ爪伸びとる帰ったら爪切ろうって思うこれ23位ちゃうマジでさすがどしゃぶりのグミ ベテランでで福岡県のの土砂掘りの組ですからね、うん、ベテランさんでさすがこれ本当にちゃんと23位で面白い、うん、いいですよラジオネームうー愛媛県マキシマムストーリーテラー正俊さんなんか混ざっとんねいろいろこいつ何やこれなんかいろいろえー、いきましょうピンポイントあるあるの23位はこだまひびきさんの漫才が聴きたくなるそんなやつおらへんやろああ <music> 今ギリギリで ギリギリで入り込んだものまねが。こだまひびきさんの漫才が聞きたくなる、なる、そんなやつおらへんやら。似てないな。もうちょっと早めの方がいいのか。ちょっとそん、急にものまね入って。えー、こだまひびきさんの漫才が聞きたくなる、そんなやつおらへんやら。あ、早すぎた、今度は。えー、あ、なんかかっこすいません。はるさん、丸山さん、ラジオネーム一部おかり、しまうま。 あ,あ読まなきゃよかったさあい <laughs> きましょう <laughs> えー、まだいけますかまだいけますねえラストいつまたなんかラストいつっていうのをくる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 指で指でくるくるすなえい、ー、きましょう出たストーリーテラー丸山さんいきましょう「光アラる」の第23位光ををうまく利用して夕飯のおかず一品多めに見せるこの人の映画映画撮ってほしいな。 適当なこと言ったら <laughs> この人の映画みたいな撮ったやつ適当なこと言ったらいいですよねなんかうい、えー、きましょうあ終わりあーはいじゃあはいはいじゃあはいということでここのスポンサーでもある「男塾ホテルグループ」の社長岡ちゃんに来てもらってます岡ち,、はい、ちゃん お母ちゃん、はいね本当に来てくれてるんですか、えー、来てますそうですか、じゃあ信じましょう、えー、ミミグッドな情報ありますか、えー、ございますはい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますと、えー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上です え、なんか困ってますうん困、困ってますね。ああ変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループ。嬉しい恥ずかしのエンディングでございます。ということで、えー、川原からお送りしました。川原。はい、えーっと、また来週、来週やりますね。あの、ちょっともうちょっとありますんで。 えー、でメッセージも大量にありますんで、お悩みとかあ、ねえー、内容の薄い薄いのもありますんで、どんどん読んでいきます。基本的にね、ステッカー、あ、うん、げてない人を中心には、あのー、上げていきますけども、あのー、そんなことないよって、そんなことないよって、ね、あのー、 <そ>の <laughs> 思っていただいてくれてる方はうんそう言っていただいてもしくは思っていただいてくれたらえこちら側としてはえ幸いでございます。京都フィルムフェスティバルバンドの「京都踊ろう明日と歌おう」です。 えー、お悩みメールは FM 大阪のリクエストページからすっぽんぽんラジオを選んでお送りください。そして番組ホームページはポッドキャスト版で聞いていただくことキャストキャストがあります。聞いていただくことがあります。だいたい週明けの月曜日に更新されることがあります。ナンバーある、ナンバー、えー、ルトゥールフェールもご利用し,、えー、してもらうことが可能になってきます。えー、なんかね。 ずっとね、いらんこと言ってましたねずっと<笑><笑><笑><んか>、ね、どうも始まりました天竺ネズミ川原のすっぽんぽんラジオ男塾ホテルグループの岡田です、えー、本日も初版の事情で川原さんには東京からリモートで 参加していただきます河原さん黙って聞いてりゃ、え <laughs> <laughs> 上手に進めやがって、<laughs> リモート、リモート、リモートやで、これまたね、あのーまあのまこ,この時期っていうのもあるし、あのー、無理せずにということでね、あのー、あるのもあるんですけど、ちょっとね、あのネタの収録収録とかあのー、かぶ,かぶってるのもあって。なるほど うんあのー、もう言ってもいいんじゃないかな、あのー、多分ね、あの18日に放送予定の、はい、まだこれね、今、収録前だから、実は、収録前、この後に撮るんやけど、うん、この後に俺が病気が出なかったら、うん、オンエアは確実になると思うんだけど。 うんもしね、ネタ中になんか変なことしたり言ったりしたら、えー、なくなるけど、一応、18に一応ネタパレで、おすごいこれ、ネタパレね、意外と初登場で、初なんですかそそうそうやっぱね、初で、初やなと思ったのは、うんあのー、どのネタを押しますかってなった時に、俺が10個ぐらいネタを。 これか、これか、これか、これかって全部、もっと分かりやすいのはないです <laughs> いつもの病気出たよね <laughs> 病気っていうか、<laughs> え、これ,これもだめって言って、あもうちょっとお願いします、分かりやすいのって言って、じ、あ、ゃ、のー、これはどうですかって、あっちが言ってきたやつの中から、一応やるんやけど、全国ネット向きじゃないもんね、まあ、んそうそうそう。だから、本番見てもらったら分かるけど、えー、これが一応、本当に、あのー、1個目の候補で。 やるって感じじゃなかったけど一応双方きまなるほどなるほどと思ったネタなのでこれ楽しいこれが天竺ネズの一番、えー、スタッフさんも安心して見れるギリギリのネタだたあたどれを選んだかっていうのもね楽しみですよねそうそうそう楽しみにしてくださいなるほど久,久しぶりにやるネタではいメールをいただいた方の中から <laughs> た<い>抽選で毎週数名の方にオリジナルグッズ川原店舗川原,川原店舗,川原,店舗川原本舗 ステッカーを差し上げますそれでは今から零時五十五分までお付き合いください岡ちゃんどこにいますあ、目の前にいますよじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございますえ、ナンバのルツールにアルコールバーが設置されましたえ、ワインウイスキーもう話終わりましたいやまだ途中です途中。話終わったら教えてはい中杯焼酎雰囲気でわかるか終わったってまだですよ あのみロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまだし終わったんだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできたなやこいつそんなことより男塾ホテルグループめろよがなり最高 メールがたくさん来てます。がなり最高。あら、ちょっとなんかオリジナル出してきたな。2回目なんでね。ありがとうございます。埼玉県のまゆかさん。21歳の方。すすんでるのね。まゆかさんです。まゆかまゆかさん。ひらがらでね。河原さん、こんばんは。いつも河原さんのラジオを聞きながら幸せな気持ちで眠りについています。時々寝ときどき。 起きてしまいますが、コロナの予防や制限のある生活の中で母が疲れているなと感じることが増えました。た<だ>また私は,は大学生なのですが、何でもない日に母にプレゼントを送って喜ばせたいと。母お母さん、母が母が疲れてるの。母じゃないよ。母が疲れてるの。母が疲れてるんだったら津田に聞いたらいいよ。スースするからね。はは母よ。 ススするからねじゃないね。ススするから歯がどう残るじゃないね。あれはまた逆だから。あ逆ですか。変わらススは。すまへんな。変わさんが何でもない日にもらったら嬉しいものはありますか。ぜひ教えていただきたいですということで。何でもない日にね。いいですね。最近はだからあの出待ちもなくなってるからね。ああ出待ちもカットなってるんですか。 そう,そうそうそう、まあ劇場の、うん、あれとしてなんかこう、接近したらだめだし、も,のも,ももらってないのでね。なるほどなるほど。あー何もらったのあの、お母ちゃんにね、あの、誕生日プレゼントとか、クリスマスプ,プレゼントとか。ね、ああ、毎年ね、プレゼントと、ね、前、前俺緊張したんよ、あのー、ゴールドの。あ ゴールドのとこ本格的なとこ行って、ね、はいはいはいわざわざ作ってくれたんですねあれあれじ俺も欲しいねんなあのああれねもまだ持ってる使ってるあれ爪楊枝使ってはないけど木箱に入れて置いてますよあーゴールドのマジのゴールの金の爪楊枝一本、うん、そう超高級爪楊枝ね,あれ,ねあれだからまず電話した時に恥ずかしかったからすみません爪楊,枝爪楊枝あります 残り1本ございますって <laughs> あちょっとそれそれキープしててくださいって言ってほか <laughs> に勝ったやつがいたっていうのが面白いけどねそうそうそれかまあそっかそんなに在庫がなかったのかもともといやそんな大量に作るもんじゃないですけどねあの高級ツバそうつぼやじ、うん、まあ最近で言ったらでもそうだね物なんかもらわないからねあの今やっぱハマってんのはやっぱそのはさっきは肌の話も出たけど、うん、やっぱその オーガニックのオーガニックななんか蜂蜜とか、うん、はい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 オーガニックのねコーヒーとかあるんよちょっと高級なやつねそう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 、ね、でそんなで高くないのよでも意外と今はうん,うんなんかそういうねオーガニック系のねなんかこうやつこう地球になんかもうなんだろう自分にはもちろんずっと 優ししくできてるし、うん、みんなにもちょっと優しくできてるけどもうちょっと地球にも優しくしようかなっていうええこと言うなうんそれはねあの優しくするのに越したことないですからねそういうのだからもらってるもらうもらうっていう急にもらうっていうのな。なんかこうかイベントじゃなくてねパッともらうこれあげるわっていうね、うん、もらうもんだでだからあの困るわけよお母ちゃんとかねもう大量に金持って大量にいろんなもの持ってるから 困るわけよ誕生日とかうん確かになんか欲しいもんっていうのもないもんねやっぱりないでしょだから一回あのー、最初多分覚えてるのはポッ阪神好きやからさ阪神のポップコーン作るやつあげたでしょ、うん、もらいましたもらいましたポップコーン製造機ね、うん、あれもだからああいうのになるわけちょっとあのー、面白くてうん変うん、うん、わりだな、ね、自分では変わらないやつね あとこれまあ僕も川原さんの影響でちょっと吐き出したんですけど、うん、アトランティックスターズの靴いいよねいい、うん、めちゃめちゃ高いけど高いけどいいよねあれやっぱ、あのー、ゴ,ゴールドやっぱ好きやからゴールドのやつ買ってで1年に1回見に行くんやけどね去年とか行けてないね去年行けてないね確か僕もだから2足黒と灰色と思ってますよ、うん 河原だから金色がよく入ってるよねそうそう金色ね同じの2足持ってるから、うん、もう店員さんがね引いてたからね金色の履いたままねこの金色くださいって言ってたから <laughs> いやもう同じのでいいんですかうん、同じのでいいですそうだね欲しいのだからないもんねだからみんなの河原の応援ですよねそう,そうですねみんなの河原の応援と、うん オーガニック食品がうれしいですと。ということですね。えっともう一回いけるかな。曲。あら曲早いね。なるほどなるほど。今日はだからおちゃんに任せるよおちゃんいいですか。あの僕がちょっとリクエストきた曲の中から選ばせていただきました。えっと今日は高槻市の暴れ猫さんからのリクエスト。 はじめましてもうすぐ誕生日なので誕生日プレゼントとしてリクエスト採用してもらえたら幸いですよかったね俺じゃなくて俺だったらねもうふざけてねそうそうそう頑かったねいいブしたんでねえっとねブラックピンクさんの「ラブシックガールズ」っていう曲をリクエストだきますじゃあそれでは聴いてもらいましょう楽しみリンドバーグの「エブリリトル・シングエブリ・プレシャス・シング」です全然違うし長い 全然長いああもい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 最初が聴きたかっただけなんよ俺うん。めちゃめちゃ藤川九二さんが出てくるあの感じが聴きたかっただけなの聴きたかったのちゃんとめちゃめちゃ懐かしいやん俺あのリンデバーグのボーカルの方俺らもうリンデバーグ世代やけどリンデバーグのボーカルの方夏日被ってもらったことあるからねえすごい ちょっと今度写真見せてよ見たいリンドワーク世代だもん僕いい人だったよ本当に <laughs> そんなにナスビかぶせんなよ <laughs> いい人やのにうん懐かしいね懐かしいよねあこれ読みたいなあ、いいよ何でもラジオネーム福岡県のおごおごじょ様 <うん S 1> おごおごじょやんけうんおごおごじょさん <laughs> え、河原さんこんばんは、うん 私は河原さんと同じく、鹿児島出身です。<岡>地元を離れてから。今福岡ですけど、鹿児島出身だそうです。鹿児島弁は今抜けてますが、うんえー、地元に帰ると、すぐに鹿児島弁に戻っちゃいます。河原さんも、鹿児島帰ると、鹿児島弁についつい戻っちゃいますか。ステッカーいただけたら嬉しいです。え,えっとね、そうそうそう、あのー。えっと、鹿児島のね、大崎町役場。 の、ね、YouTube がね、うんあの、もう更新されてるんやけど、こ天竺ネズミで大崎町、俺の完全の地元、大崎町の役場からのまさかの仕事で、YouTube であの今日更新したんやけど、見た見た見た、あれあ見たな、なんでいらんやった、あんないや、分からん、俺、町長に言ってもん、なん、大丈夫は大丈夫ってずっと町長に言って <laughs>、うん、かこう 盛り上げててほしいって言われで<ー>、えー、多分ね、本当に5、6分のシャ,シャープ6ぐらいまでって言われたんやけど、行ったらもう長くなって、多分ね、多分どんだけ編集してもシャープ20まで行くんちゃうかっていうぐらい、<laughs> だからこれからまあちょっとちょいちょいみんなあの登録チャンネルして、なるほどあの大崎町役場の登録者数が増えたら、俺らのなんかロケも増えるみたいだよねおおすごい そんうそうそうで、その時にに見てくれたら分かるけど、かもうせしたがもうバリバリちょいちょい鹿児島弁になって、へそ<ー>うそうそうそう、だからまあ、俺はね、ちょいちょいこうわざと、わざとこう鹿児島弁出したり、その時も一言二言するけど、そんなやっぱ変わらんね、でも、でも鹿児島弁って、代表的なやつはどんなのがあるのいやあの、ね、伝わらんので言うたら、いっちゃん。 いっちゃ、いっちゃいいあいいいっっっっちちちちゃゃゃゃあのー、これがね、またね、あの水に水にぽつんってついた時にこういっちゃ、冷たいとかじゃないのよ、なんか汚いうんことか踏んでもいっちゃってなるし、なんか<え>あそう反、反射神経で、これ、も鹿児島人あるあるやけど、なんか都会行っても、都会行って標準語とか関西弁とか、こう、イントネーション直したとしても。うううんうん、うん 出ちゃってこう一瞬のあれだから一瞬って出るわけよ。なるほどなるほど。方言で出て出てまうんやね。もう我慢で反射神経のやつだから一瞬冷たみたいなもんですか。そう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 。びっしたときに。そう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 ほう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 だからそれはね多分鹿児島の人はあわかるわってなってると。ちょっとね YouTube をねやっぱこう見たら多分今後のやつそれね多分僕も鹿児島弁はどんどん出てると思うんでね。 いっちゃへえ、うん、使ってみたいけど使われへんななかなかうんいや使わんでいいやろ <laughs> さあまだいけるかなえー、<お>ラジオネーム茨城県、うん、風呂なし 4LDK さんああこれ 5LDK の方が強いな風呂なし 5LD <laughs> 風呂出しはきついな川、うん、原さんにどうしても聞きたいことが一つだけありますあら朝はあちょっと待ってねこれ,これちょっと移動するかもしれないんで。 続けてくださいあすみません。ごめんなさい。大丈夫んうん、大丈夫、はいえー。朝はパン派ですか、ご,ね、ご飯派ですか違う楽屋の屋に入って、違う楽屋に勝手に入ってて、なんか怒られたから。<laughs> 違う楽屋で撮っとったんや。うんえー、朝はパ,、ねうん、パン派ですか、ご飯派ですか あー最近はね、最近、俺ね、ずっとごは派やったけどね、最近はね、パンやね、あのセブンイレブンのね、うん、金のパン、金のパンがね、うん、これがまたねあの、オーガニックなの。オーガニック、ゴールド,ブレッド食パン、食パンでね、変なの入ってない、なんか香辛料とか入っ,そのなか入ってない。ない香辛料は入ってないけどね。そそそそう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 ,そう <laughs> 白にする香辛料入ってないよね、食パン。それのそれのなんか、最近はパンかな。パン食べてるんや。あ<ー>香辛料の入ってないパン。パンとおそうそう、香辛料、白の香辛料を使ってる。パンね。で、オーガニックなコーヒーと。で、いつもこう膝に大久保がこう乗っかって。うんうん で最近で言ったらね、あのユリアンレトリバーにね、紹介してもらったね、第7チャクラを開くあのスプレーがあってね、第7チャクラを開くスプレーを、うんえー、シュッシュッてかけてから朝ごはん食べて、だから口からというよりも、今はね、第7チャクラで食べてるね、パンをえごめんなさい、ちょっと第7チャクラがわからないんですけど。<laughs> あ,あ,知らんありがとうございます。 うん、なるほどえー、まだいけるかななるほどってねえっと川原さんこんばんはえーうんえー、藤井寺市のもこもこさん、うんえー、川原さんこんばんは毎週楽しく聞いています、はい、私の一週間で一番の楽しみがスポンポンラジオです川原さんの一週間で一番の楽しみは何ですかスティッカーいただけると嬉しいですこれからも体に気をつけて頑張ってください一週間で一番の楽しみ何でしょういやでも一週間でこの 俺らはなんかこの日に土曜日に何かするとか、うん、あでも更新するもんね YouTube はねで<ー>ラジオも土曜日ですね,ね土曜日は結構こうパンパンにこうラジオと YouTube と盛りだくさんですよねうーんそうやね一番が楽しみなのね休みもバラバラやしねうん,うんまあ適当なこと言ったら木曜日 木曜日から金曜日に変わる一瞬がやっぱ、土曜日が近づいたってことで、金曜日から土曜日になる瞬間は、なんか土曜日になやっぱないものをねだりっていうか、土曜日日手に入ってしまったら、なんかこう、ん。 すいません広がりがないので次に来ました <laughs> <い> <laughs> 頑張って広げてんねん広げるそっも <laughs> えを、ー、大阪市出身のギロチンさんあれ大阪ですカラさんこんばんは、うん、僕は高校生の時ハイスクール漫才にし出場するほどお笑いが好きだったのですが大学卒業後は普通にサラリーマンになってしまい少し後悔しています、うんうん、しかしいい一度きりの人生を諦めたくないと思い最近またオーディションやライブ等をで漫才を頑張っています どうやったら河原さんのように面白くなれますかっていうことでそうねーやっぱあのー、なんだろうみんなねもともとはあのー、面白い感性を持ってるわけよ赤ちゃん子供の時とかみんなそうなのねで大人になって、あのー、あれだめよこれだめよって言って我慢することが増えてうん、うん チャクラが閉れ閉まってくるのね。あ、で見てきた<で>チャクラ。そ,うん、そもそもねみんなチャクラは開いてる状態の赤ちゃんとか、うん、もう天使と一緒。うんで閉じていってあダメよこれダメよしてあじゃあ、えー、ダメなんだあって言ってそれで閉まっていって僕はだからまだそのチャクラはね閉まってない状態なんで面白い、うん、なんというか子供子供赤ちゃんっぽいことをこうだからオンギャオンギャ泣いてね眠たいって言うでしょ。ああなるほど。 うん、それはやっぱ子供の赤ちゃんの気持ちを忘れてないカラさんちょっとまた<あ>チャクラについてまた教えてください<あ>何のことか全然わかんない <laughs> <laughs> オッケー OKOK また教えるわ <laughs>、うん、そうねそういうことだねだから俺が眠泣いて眠たいって言わなくなったらとチャクラが閉じて面白くなくなったっていう認識してくれればおい俺一人で喋ってたんっけ 男塾ホテルグループの社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃーんはい、よろしくお願いします。岡ちゃん岡ちゃんはいね。本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですか。じゃあ信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。か、えー、ございます。はい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。えー。 リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上ですえ、なんか困ってます、うん、困,困ってますねはあ、はあ、変わってあげたい変わってあげたいなとにかく男軸ホテルグループ嬉しい恥ずかしいエンディングが<ー>なり最高い、ね、はい、ありがとうございます俺一人で喋ってたわなんかそのようわからんからと <laughs> ちょっとてがわからんチャクラが閉まるとか言われてもそうかそうかいやメール送ってくれた方の中から川原店舗ステッカーをプレゼントいたしますいや今回も岡ちゃん上手やったねいやありがとうございますちょっとなんかね自分で聞いたらね恥ずかしくてねなんかね聞けないですねあでもうまいやろ自分で聞いてもいや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 恥ずかしいですよ自分では聞けないですね聞いたよって何人か言われたんですけどね恥ずかしかったです うん、い,やい,いと思うけどな 1>、うん、あそう1月29日に単独ライブするんやけど、<ら>東京で。東京でうんそうそう、やっぱね、大阪と東京でいつもね、セットでやってたんやけど、やっぱこの時期に、ちょっと移動とか、あのー、あ<ら>スタッフとかね、道具とかの移動とかもそうやし、寂しいちょっとまあ、うん、そうなのよね、だからまあ、大阪で単独、俺しあ、単独で、俺一人でライブなんかね、ほろ酔いとか。うん、うん、あの 大,とか大阪は多かったから、うん、まあ、なんか単独は東京と大阪、どっちかってなって、東京になっちゃってね。あららら,ら、ら大阪はじゃあ、東京まで行かないといけないんですね。そう,そ,うそうね、まあ、ほんで、配信もしないから、なるほどちょっとね、まあ、またこの時期がね、落ち着いたら大阪でバンってすると思うから。まあ、ちょっとね、コロナ心配ですけど、まあ、僕は大丈夫ですよ。 自家用ジェットで行きますから<や>うんいやホからなうん自家用ジェットで行くんで大丈夫です僕はいきますからお、ね、前ボケになってないからホンマからな 1>, <laughs> 1月29ね1月29、うん、1> お楽しみやなまあまあ大阪の人は大阪の人でちょっと待っててくださいやっぱりねそんな無理せんと移動せんとねえー、エ,ンンエンディング曲は京都フ,ィフェスティバルィバンドの「たたの京都踊ろう明日と歌おう」です、うん この番組ではお悩みややってほしいことを何でも募集しているのでメールは FM 大阪のリクエストページからすぽんぽんラジオを選んでお送りください、うん、そして番組、うん、ホームページではポッドキャスト版で聞いていただくこともできますだいたい週明けの日曜日にここ誰も聞いてないごめんなさい月曜日に更新される予定ですえねん誰も聞いいてないからここ10秒前10秒前何か言いたいことない川田 <laughs> さんうーん久しぶりのえーもうおいなんか言えよ <laughs> ネズミのの途中喋りながら花フを上げていくっていうこうもうねだから、あのー、一言目は聞こえてない感じで、えー、やらせていただきました、えー、どうも始まりましたということで先週、えー、は岡ちゃんがラジオをお届けしてくれたのよというのをですね、えー、マストで、えー、マストでぜひ、えー、ということで、えー、言わせてもらいました、えー、今日はですね、えー、っと この前にちょっと収録がありまして、まあ、放送いつかちょっとわからないんですけども、あのーえー、野球を、ね、プロの方とするっていうあれだったんですけどそこにね同じチームに、ね、鈴木福君くくがいましてですねで毎年いるんですけどもねあのいつも始まる前にねこうなぜか <laughs> あのキャッチボールをいつもするんですけどもなすびと福く,くんが。 僕だけじゃないですかね、あの、福君の成長球の伸びで分かるっていうのが。ね。何年、何年もう、やっぱ、1年に1回キャッチボールしやっぱりね、人の子の球の伸びはもう分かるね。早い。ややこしいね、早い。人の、人の子の球の伸びは早い。ねえ、ほにね、高校生かな、もう。 すごい伸びがキャッチボールしては分かるんですよなんかふわーっときてたんですけどね最初の頃はまだ中学校ですかね小学校ではなかったかいやーほんと今日はね良かったですね福んねほんで今日もなんかまあ芸能人チームっていうねまあプロレスラーとかいたんですけどもまあオンエア見てくださいめちゃめちゃ面白かったですねあのー、なかなかね相手がプロの あのすごい人たちレジェンドの人たちばっかりなので外野って言ってすごいところに飛んでいくんですけど今日はねあの僕内野でねなかなか飛んでこなかったんですよ今までオンエア,オンエアというか収録の今日はねいっぱい飛んできてねむちゃくちゃファインプレーしたんですよまあ見てくださいナスビーがファインプレーしての面白いですからえーまあ今日の流れで言ったら一番面白かったのはえこっちのチームのデスケットで阪神の梅ちゃんが。 ヒットを打って一塁と二塁にいたプロレスラーがホームに帰ってくるという,うわけわからない、えー、それで逆転するという面白さがありますんでぜひオンエアを見てくださいね大阪でしか流れないんですかね、えー、ぜひ、えー、ね今日光あるある、ね、ちょっとああの合間空いちゃったんですけど光あるあるを今日終わらせて新しいあるあるを来年に向けて。 えー、やっていきたいんですけどもどうしましょうかね一つラ、えー、読みましょうかねラジオネームなの中野のど飴の中さんカールさんスタッフの皆さんお疲れ様ですいつも楽しいラジオありがとうございます先日 YouTube にアップされていた天竺ネズミが出演している大崎町の PR 動画を拝見しました 鹿児島県民なので西田の話や、えー、近所によくいるりたっぷりの地域の方々の触れ合いに爆笑しましたが市役所で大勢の方々に迎えられているお二人を見て嬉しくて涙がこぼれそうになりました高校生の時に鹿児島のローカル番組、えー、KTS の「デルフォイの新宅」という番組ですねすごい名前ですねデルフォイの新宅で川原さんが地元のかわいいゆるキャラ、えー、薩摩剣士隼人に出てくる犬のツンツンかわいいキャラクターねの 目を棒で突き刺すボケを見て <laughs> ひどいこんなボケする芸人さんがいるんだと驚きよくわからない感動でいっぱいになり、えー、それからカールさんのボケと天竺のコントが大好きになりましたなかなか劇場に行ったりイベントに参加できませんがラジオやテレビで、えーえー「どうのントどうのこの」と書いてくれてましたへえわかりましたということで、えー、一旦 CM です岡ちゃんどこにいます あ、目の前にいません。じゃあミミグッドな情報お願いします。はい、ございます。うえ、ナンバのルッツビルにアルコールバーが設置されました。うえ、ワイン。ウイスキー。もう話終わりました。いやまだ途中です。途中。話終わったら教えて。はい。中杯。焼酎。雰囲気でわかるか。終わった。まだですよ。あの飲みフローリーで組んでいただきまして、お部屋の方に。 えー、持っていくことができます。うん、で非常に、えー、たくさんありますので。まだ仕終わったな。えー、<れ>まだまだです。えー、ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てください。あ変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なにこいつ。そんなことより男軸ホテルグループなん、えー、でした。あるある。ピンポイントあるある。CM 面白いですね。新しいやつ。いいですよ。いいですよ。再作いいですよ。 とということで光あるあると,ということで、えー、だいぶ飽きましたが前読んだやつ目をもう一回通してみましたちなみに小林くんがいいなって言ってるのは魚卵魚卵からこんにちはさんの光あるある23位ね光あるある第23位価値と画数が見合っていない,い,いですね小林くんらしいね えー、価値と画数が僕は画数って前読んで変な感じだったいいですね光あるあるいいんじゃないですかちょうど23位だから面白いとかじゃなくて23位ですからね、えー、ちなみに、えー、ちっちゃちっちゃいスタッフシマ、えー、ちゃんはこれもシマちゃんらしいですねラジオネームカカロットに4日カロットいやこれがいいたいだけだったと思うんですよねシマちゃんもねなんかこれがいいんですよ私カカロットに4日カロットって言って。 なんかもう言い慣れてたか何回か言ったんちゃうかっていうぐらいこの人の光ある2歳の「光と安村どちらの方が明るいのか考えてみる」いやーだいぶ安村さんも明るいですよ「とにかく」って言ってますからねうんとにかく言ってるだけありますよねちなみに僕一応あの見直したらですね えー、ピンポイントアラル、うん、23位、えー、やっぱすごいですねストーリーテラー丸山この方はやっぱすごいですね、えー、光をうまく利用して夕飯のおかずを一品多めに見せるねいいですねということで、えー、今のところこれが候補ということでうんいきましょう新しく呼んでいきますよ、えー、ラジオネーム重力泥棒さん19歳の方いきましょう「光アラルの第23位は 授業中なんか眩しいと思ったら若干離れた席のやつが下敷きに反射した光を操って遊んでいて腹が立つ。これね意外となんかこうあるある柔軟剤なんじゃないかってね言われがちだしえねえあれなんですけども下敷きって今の子は使ってんのかなねなかなかない感覚の昔僕とかね下敷き下敷き何を持ってるかでその。 えー、決まりましたからねあのー、学校の、えー、地位地位がもう下敷きだけで、えー、決まりましたからねこあいつおもろいなとかん,なんかそれが懐かしかったなっていうだけなんですけどねいきましょうラジオネーム「徳島県の男やのに探索さん」「男なのに」って感じですね徳島県いきますよ「光あらるの第23位は 意見が出ず場が静まり返っている時はカーテンの隙間から差す光を見て間を持たすこれいいですねわかるなんかこう死んだ時に光を見てだからその周りから周りもなんかこうなんか静まり返ってる,って,るっていうのが光を見てるっていうことでなんかこいつ何も考えてないやんじゃなくて光を見てるっていうのが一個乗っかってるんですよね いや乗っかってるっていうね、えー、もう言っちゃったんで仕方ないですけどいいですね好きですよ行きましょうラジオネームあ出たストーリーテーラー丸山まだ行きますかストーリーテーラー光あるあるの第23位は流れ星が光った夜は一段飛ばしで階段を降りてお母さんに言いに行くこういうとこもあるんよストーリーテーラー、うん、ほんまのあるあるも言ってきよるからな 一段飛ばしで階段…いいっすね、これなんや、こいつ心も掴んでくる面白い…とか面白いやつをこう話したくなるけどなんで話したくなんねんもう、もう、振りの段階でも変なこと言っちゃったからもう言っちゃったもんですから、仕方ないです行きましょうあ、出たストーリーテラー丸山僕はだから名前で呼んで…ね… あの選んででないいのここういうことも起きますピンンポイントあるあるる光あるある第23位は基礎をおろそかにすると脇の隙間から光が漏れてくるかーセンスも出してくる基礎をそれ脇をが開いてるってことはもう何でもそうですよ全部に全部もう本当おろそかにしてると脇が開くもんですからね うん、これはちょっとあのー、僕ひっくり返しますわいや同じストーリーテラーやったなうんこれ今んとここれですねいきましょうえーえー、次はラジオネームミホミホポーポロー,ーマ字やからミホポホーとポホとえいきましょう「光あラる」の23位は ドコモが牛耳っているドコモが牛耳っているです <laughs> あ光ね光光回線の子ですかねあ。すいませんドコモが牛耳っているの下にステッカーが欲しいですっていうのがあったからす,すいません続きがあるのかなと思ってドコモが牛耳っていいですね違う角度から行きましょうラジオネームゆいぴさん19歳いきましょう光アラルの第23位は 無断で歯茎を照らしてくるはあ、いいですね。あれはあは最終的に小林くんとちっちゃいスタッフ聞くからねやっぱりこれがさっきのが良かったらでもいいですしいきましょうラジオネーム福岡県の小持浜地さんいきましょう18歳福岡県ですねいきましょう「光あらの第23位」位はすいません映画「天空の城ラピュッタ」にてムスカ大佐が 光で目が目がーとなるシーンだけで、えー、白飯5杯は食べれる。何言ってんのこれ,これ映画あそうかあだからこう目がーってやつね息子大佐の「ざまみろ!」ってことですよね。それで白飯5杯は「目がー」だけですごい短い瞬間でご飯行く。だからもう用意しとかないといけないんじゃないですか茶碗にも ま、ね、まだ行きますかえ、曲へ曲曲、曲、えー、と曲えとこれはい、えー、曲もおいっぱいやたらといっぱい来ています曲もリクエストがなん、えー、でか分かんないですけども、えー、曲のリクエストラジオネーム厚切りトーストさんですね19歳出た エレファントカシマシ、いいですね。僕も好きです。カーラさん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週聞かせてもらっています。えー、私、苦しい。私事ですが、この度、来年の春かずっと夢だったパン屋さんに就職することが決まりました。ええー、そんなことあるの？まだこの世に及んで、そんなことがあるの？ええー。そこで就職活動にとっても支えられたエレファントカシマシの俺たちの明日。ああ、いい。ああ。<laughs> <laughs> いいですねえー、エールこれを頑張っている方々へのエールとしてでも是非れこれはいいいい歌を調子しますねいきましょう聞いてもらいましょうストレイテーナーでグラフィティあ何かサビも良さそうサビも良さそうでしたけどもねうんナイス音楽相変わらずねナイス音楽でした ね、サビも良さそうでしたい、ね、きましょうラジオネームのマキシマムストーリーテラー正俊さんいろいろ混ぜとんなん、えー、ピンポイントあるあるう光あるある23位はまぶ <music> しくてカーテン閉めたのに閉めたら閉めたで肌寒い今さっき閉めたところなのにどうしようもう一度開けようかなでもなそんな落ち着きのない俺を見て ククスクスと笑う隣の席のの席彼女の笑顔が眩しかったうわーそっち行ったいいそっちに行きましたがいい長いだけかなと思ったらちゃんとちゃんと落としてくれましたねいいですようん長いだけとか僕しそうですけどもちゃんと落としてくるさすがね始まる前にやっぱこうちっちゃいスタッフと言ってたんですけどやっぱみんな天才ですねって言ってましたよ 行きましょう。<laughs> ラジオネーム静岡県えすみず町のミラノ風のおばさんいいですよ。ミラノ風のおばさんいいですよ。いいラジオネームいきましょう。光あるあの第23位は？<noise> 僕が玉結びをしている間に、光は地球を120周している。いいいいですね。このね、あの光が何周してる系はね。いっぱい来てたんですけど、ね、この？ 何ですかね玉結びをしている間にっていうのがなんかこの何ですかね何ですかねいきましょうどどんどん行きますラジオネームのストリーテラー丸山萌えはストリーテラーいきましょうピンポイントあラル、えー、光あらる23位はまぶしがっている間にマジシャンが飼っている鳩を逃がすいいですね。<laughs> ま <laughs> しがってる間に眩しちんかかってるはとを逃がすなのか逃がすなのか逃がすなんかなましがってる間に眩しちゃんマジしちゃんあれこれ呼んだこれ読んだやつ嘘やちゃうってそれ多分始まる前じちゃうそうまあごめんなさいよんじしてたらすいませんそれはそれで楽しんでじゃあもうまた呼んでるやつがあったらいいってね 行きましょう東京のるいさんこれ読んだかな、えー、光あラゆるの第23位は地上から月に向かって光を飛ばしても河合俊一がブロックをして阻止する分からんな分からん俺は俺は目を通してるから読んだ気になってるだけな読んだこの辺読んだじゃあいいねじゃあじゃあちょっと新しいこの辺いこうかこの辺は多分読んだんかなえー、そうだね この辺読んだのか、えー、マキシマムマキシマムザマサトシさんの影薄いやつに、えー、やつに五構がさしがちあこれも読んだかこれもいいですよね影薄いやつに五構が <laughs> じゃあこの辺あちょっと待ってよ読んでないの多分この辺はこの辺が多分新しいやつちゃおうかな一応読みましょうか時間あるなら 時間あるあと2つやったらいこう行きましょうラジオネームスルメファンタスティックさん行きましょう29歳熊本県の方ですね光あるあるの23位は辻ちちゃゃんんよりかごちゃん派何のあれなんかもうでも光あるの23位だから俺も否定はできないどんどん行きましょう安らぎグラウンドさん、えー、光あるあるの第23位は「性格は暗い」 いいですね、いい角度ですよさあ天才どものやつ全部読んでいきましたけどもねえー、結局どうですか小林くん小林くんはどうでしたあ流れ星のやついくてないくかやっぱり流れ星のやつ流れ星島ちゃんはおうんああ 笑顔のまぶしかったやつね。オッケーオッケーでじゃあ僕はクソじゃあもう決定ねそのマキシマムの笑顔のやつ笑顔のやつどこ行った笑顔のやつと小林くんのやつももうあげましょうね年末に向けて。はい 僕が何、誰にするかですね。何するかですかね。まあでも、テ,テラー、俺もテラーだったかもしれんな。脇のやつね。やっぱ基礎をおろそかにすると脇の隙間から光が漏れてくる。やっぱこれはね、やっぱテラ、テラ,ーテラー2枚ね、じゃあ。はい。テラー2枚。ということで、えー、来週っていうか、来週か。次回。 次回、えー、集めときます、あるある。これはま来年になるかな。来年になると思いますけど、集めときます。次のあるある。年始めのあるある。やっぱりあれでしょう。牛あるある。えー、21位。2021一ということで、21位。牛あるある。これはね、もうちっちゃいスタッフさんがね、初めてじゃないですかね。牛あるあるしませんって言ってきましたからね。え、牛、あ牛年な,なので。え、しまって、牛年だった違います。って、違うかい。じゃあ、えー、CM の方。ということで。 ここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃんはい、よろしくお願いします。岡ちゃん岡ちゃんはいね。本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですか。じゃあ信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。か、えー、ございます。はい、滋賀、えー、のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。 えー、リニューアルさせていただきました。うん。と言いますと。とえー。以上です。え、なんか困ってます。うん、困,困ってますね。ああ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループ。 嬉し恥ずかしいエンディングですということで、僕、やっぱ一つ選んでいいですか？まあ、テラ,ーテラーはテラーで二枚あげていいですけども、これ、やっぱよかったですね。ミラノ風のおばさんの僕が玉結びをしている間に、光は地球を百二十周している。これ、あげます。あと、最初にステッカー読んだ。中野の,のど雨の雨の中さんですね、えー。ステッカー差し上げます。やっぱこ、このミラノ風のおばさんが書いた。 小説読んででみたいですけど、ね、まあしょうもないんでしょうけどねでもなんかあのー、こう気持ちがこう穏やかになりそうなね、まあ素人ですからねしょうもないんでしょうけどでもなんかこう本を読みたいなとぜひミラノ風のおばさん本を読ん、あのー、書いてくれたら僕買いますんでえー、ということでえ同期ライブがカウントダウンであるらしいのでなんかね うーんわからないですけども。だからね、あのー、今年はゆっくりしようかなと思ってたんですよ。あのー、もう年明ね、もうおせちとか食べて、ゆっくりしようかなと思ったんですけどうん、なんかやろう言うから、まあ、やるんかいたいなゆっくりしょって感じですよ。ということで、えー、皆さんね、えー、くれぐれも体には気をつけてください。<laughs> 体調は えー、今流れてる曲は「京都フィルムフェスティバルバンド京都踊ろう明日と歌おう」ですさよならいやほんと世の中コーヒーいっぱいありますねなんぼでもあるわなんぼでも出てくるコーヒーなんかあのー、コーヒー飲んでまだ飲もうかなーって思ってあのー、コーヒーた頼むやんなんぼでも出てくるコーヒー どんだけあんねんコーヒーヒこの世の世中にもうすごいなっていうことですけども12月26日ですけども27日はえー、なんととも子姉さんのお誕生日だよーということでとも子姉さんほんとにねやすともさんはねほんとにこう大好きな先輩で。 えー、なんかねみんななんかこうスタッフさんとかもそうですし周りの人もなんかこうちょっと芸人さんもそうですけどなんか怖いっていうイメージがあるみたいで僕はいつもねあのー、学校挨拶する時ねあのー、絶対に、ね、ちょっとだけ開けてねおちょぼ口だけ出してねおはようございますって言うんですよ。ねそれをなんかこうケラケラ笑ってくれる姉さんなんかねなんかまあ それはでもね僕かららしたらねその僕もそうなんですけど怖がられるんですよスタッフさんとかに。それはそれで安友さんとかも僕とかは、ね、その納得いかないことはやりたくないっていうだけなんですよね。ね納得いかないとは思いますがっていうものを持ってきたらねその納得いかないですねっていう安友さんも僕も言いますからそれ言うと怖い人たちだってなるんですよねということで、えー、始まりました。 えーえー、今日はですね、まあ、年末というのにあやかってですね、あのー、ステッカーをどんどん上げていこうということでじゃあ、えーとですね、ステッカーをじゃあ、ね、上げますの時はこの音が流れます上げますいやごめんなお前ありがとうなこのね鉄王さん我々の鉄王さんの声ですねで上げません上げま,上げますん <laughs> <laughs> ねあげますのかせんなのかの間は「すん」は哲夫さんが笑ってくれますそしてあげませんは <laughs> ってなりますけどねよっぽどじゃないとそういうのならないとは思いますが、えー、どういう流れになるのか今日はもうどんどんめちゃくちゃ、あのー、それはそれはめちゃくちゃありますんで <laughs> え読んでいきたいと思います一旦あああれれれを流してあれだよあれおかちゃんどこにいます。

えー、持っていくことができます。うん、で非常に、えー、たくさんありますので。また仕終わったんな、えー。まだまだです。えー、ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てください。あ変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なにこいつ。そんなことより男軸ホテルグループステッカーのクリスマスプレゼント。即興で即興でこんなん書いてないですよ。即興でね。 全然考えてなかったのにそういうなんかこう、可愛らしいやつ。なんだったっけと思って。で、プレゼントするっていうのがあったんでしょうね、自分の中で。可愛い可愛いね、なんかあれになりましたけど、そうやったんやって思いました、自分でも。ね、クリスマスプレゼントで。近かったからね、12月25ということで、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、大阪市のカニクリームコロッケさんですね。カールさん、こんにちは。 社会人1年目で先日会社で大きなミスをしてしまいしばらく落ち込んでいましたが久しぶりに天竺ネズミ2の川原50音を見てうわ懐かしいどうでもよくなりましたあーいいですねありがとうございます今日は今は毎日元気に働いてますこれからも辛くなったら見返そうと思いますつべこば言えずにステッカーください偉そうよ会社で飯代わりに配りますダメだろということで50音これ懐かしい俺も見てみよう本当にどうでもよくなりますからねということでこの方に,にはステッカーを差し上げまあ <ス>ン <laughs> いきなり「すん」でしたね。これはまあ皆さんあの届くのか届かないのか楽しみにしてるけどどっちかわからないですよね。「すん」ってことは。これはもうちっちゃいスタッフが迷うわけですね。この「すん」はこの辺にパンって投げてますから。どっちだったっけってなるんですね。えっと「あげます」と「あげませんが」がもしあったらそこの間に間に挟んでおこうかなってどっちだろうって。ね ラジオネーム名古屋市のパパニャンさんですね、えー、12月24日に初めて聞きましたえねんそんな詳しいの大阪は仕事でよ,よく通りますがこの時間帯には普通通らないので初です知らんがなどこでも FM アプリをインストールして名古屋でも廃、えーはいはい、んていうんだっけ聞くやつ廃帳、はい、したいと思いますステッ難しいねステッカーくださいステッカー差し上げますいやごめんなおンマありがとうな何で一回謝んねん どの目線からのやつやんごめんなーってそれ自分がもらったやつやろ哲夫さんのやつねいきましょうラジオネーム「鬼滅の鬼滅の墨二郎」さんです炭治郎かすいません <laughs> <laughs> すみじろ漢字の問題とあとその世間のあの漢字がわかる「鬼滅」はわかったよ,よっしゃ読めたと思ってんけどね知ってろぞーっていうすいませんねえお便りコーナーお便りコーナーって言うな番組のステッカー希望です早いねん言うのはじめましてカールさん僕はお姉ちゃんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん赤ちゃんとあとはペットで飼っているカメのカメカメじ こちゃんのの2匹がこのラカメと,、ね、と赤ちゃんわからんやろおばあちゃんもおじいちゃんはわからんけどおじいちゃんわか,かるんちゃうそこでカワラさん僕は今年の11月20日8日で8日って何て言うの ?8?8?8 日, 8? 8日で27歳の良い大人そこそこ良いおっさんになります。なんやこいつはカワラさん誕生プレゼントでステッカー欲しいです。原さんいや 先輩、ぜひお願いします。なんや、先輩って、いじっとんか。これからもラジオ、毎週家族で楽しく聞いています。楽しどういう、これからもって言ってんのに、聞いていますってなんや。バカが、えー、ステッカーを <laughs> 差し上げます。いや、ごめんな、おんま、ありがとうな。何回もね。ええー、いきましょう。ラジオネーム、みほ、みほ、フォトさん。 行きましょう50歳の方カールさんこんばんはいつも楽しく拝聴拝聴させていただいておりますこの季節にまぶたの上に上を蚊に刺されましたえーコードステッカーくださいまぶたどっちやどっちのまぶたやえー、差し上げますいやごめんなおんまありがとうなどの無線からやね ラジオネーム、こんちゃさんですね、24歳、兵庫県の方。カールさん、こんばんは、初めてメールを送り、送りすん、すなやすんって、来週から聞きますよ、な何言ってんのいつもめっちゃ面白いです、いつも、あれだ友達とお二人でガラガラ笑って、ガラガラってなや、大好きです、前のめり、大好き前のめり、大好きすぎて、いつも若干、体が前のめりようになってしまいました。 助けてください最近ではもともと一直線だった体がそれを180度考えたら170度ぐらいになってきてしまって来月には160度になると病院で言われました年明けは150度になるそうです来年の10度には30度です泣けます大阪で前のめり店やってくださいそうすればなる,ることせず前のめり店が進行して体が治ります大阪で前のめり店が開催された喜び暁、えー、には会場で前のめった だよ。こいつない。大きく突っ込もうかと思ったけども、読めば読むほど。そのわからんなってきた。あげまーす。 いやごめんなまありがとうな。何やごめんなって。えー、まやかさんいきましょう。カラさんこんにちは。カラさんに報告したいことがメールしました。助かります。一つ目はカラさんの口元が好きです。助かります。二つ目は8月に劇場で痩せたと聞かれたときに首を振ってしまったので本当は少しだけ痩せていました。悩んで嘘ついた。この先もずっと元気でいてくださいね。また会える日を楽しみにしています。おやすみなさい。寝るんかいこんにちはで始まったヒロかと思ったら寝るんかい。ラジオネームあ,あげまーす。 いやごめんなおんななまありがとうな謝んのないやん最初にラジオネーム、えー、マ尺の森さん37歳女女かい37の DJ カ原さん DJ というのは恥ずかしいおかっこお手振りお手振り読んでもらって光栄です私は12月が誕生日なのでこれを読まれる頃にはもう2で割り切れる年齢になってしまい知れませんとお手紙していますカー、うん、さんにとって一番いい応援の仕方ではないかもしれないけど私なりにいつも応援してますせっかくだされ ステッカー差し上げますいやごめんなあほんまありがとうな曲うわなかなか上げれないね曲リクエストい,、えー、いっぱい来てますアホみたいにマリーゴールドマリーゴールドはああ,あやこしいなラジオネームか、えー、アーティスト名トツアーまだいい天竺ネズムの母さんこんばんはこんばんは私は最近このスポンボラジオを知り聴いている新規リスナーです このラジオを聴いていると頑張らずに行きなくてもいいのかもしれないなという気持ちがある私の心の中の気持ちがさらに強くなりもう無理に頑張らずに行きなくてよいだろうなと思いながら生放送を楽しみに聞いていますいいねいいぜ本当の本当に新規リスナー新規新規っていうのはかっこつけんなカ、えーラー本邦のステッカー <laughs> とても欲しいですえー、楽曲リクエストは楽曲今時突然少年というバンドをお なんか聞いたことあるぞこの曲をリクエストします私みたいに一人で生きてしまうようなそんな楽曲ですん、えー、やその一人で生きてしまうようなって生きてしまうようなっていう一人がまずそのマイナスっていう考えがおかしい生きれる一人でも生きれるような感じになるっていうプラスの言い方にしろ自分のことでも考えられるということ素敵なことや自信持ってくっそがいきましょう突然少年の一人一人が聴きたいということでああいいいいよ聴けばいいよ バカみたいにアホみたいな顔で聞けばいいよ聞きましょう聞いてください献血キンズで新しい時代もう会えなくなってからやらへんかなほんま何言ってんだよなんで最初からもうネガティブな感じで言うこサビになってプ,プラスになっ,たなってたのかなちゃんと聞けばよかった今度はすいませんちゃんと聞けなんかマイナスから入ったからなんか悲しそうもうここぞとばかりに悲しそうだったから 聞いてられなかったですももうふにょもうふにょ皆さんの初もふにょいただきました。いただきましたってねえー、まあいただいたまあそうですね耳からしたらいただきましたですかね。違うわ。何やそれ。うまいことい,うまいこといけよ。ということであきおめことよろろんということでちょっとローを一つ増やさせていただいての。 おセルフになります、えー。いかがお過ごしでしょうか。年が明けました。えー、年が明けました。<laughs> ね、牛年って感じしないね。もっとすると思ってたけど、ね、もっとすると聞いてたんですけど今年は牛年って感じがするよって。ね、牛年って感じしないですね。でもなんかやっぱ牛年ってなんかいいっすよね。 <laughs> 倍の倍の大きくすな。ええー、ということでどういうことや正月早々ですがなんとおラジオを続けます。えっ、ー、とですねえー、そうですね最近あったことであの笑、ー、ロてもうたんすけどいい入りですね。 もうおもろいでしょ悪手もうたんすけどあのー、パン食べてて美味しいパン食べてたんですよ美いしい美味しいね言うててほんであのー、手にねパン鼻,鼻触った時ねパン食べて鼻触った時にね手にパンくずがついてたんですかねそ,そんであの、鼻触った時に、ね、鼻にちょっと入ったんすねパンくずが。そしたらね、なんか、あれ 鼻ててるよよって言われたんですよねさっきまでおいしそうなパンだったのに <laughs> もう鼻くそ扱い鼻に入ったら鼻くそですかあなたはじゃあ今まだその同じの食べてるけど鼻,鼻くそ食べてるんですかって話ですよ怒ってるんですよこっちは何もおもろない騙された笑ってもうてた笑ってもうた話じゃないんですよこうなったらということでね こんなん言うてる場合があったら進めろよって話なんですよ。ねんすよ。ね、えー、またいで、えー、先週またいでの、えー、放送になります。あのー、ステッカーを差し上げる下りを下りっていうのはうしたいと思います。ということで初 CM どうぞ岡ちゃん どこにいます？あ、目の前にいますよ。じゃあ耳グッドな情報お願いします。はい、ございます。うえ、ナンバーのレセールにアルコールバーが設置されました。うえ、ワイン、ウイスキー。もう話終わりました？いやまだ途中です。あ、途中。話終わったら教えて。はい。中杯、焼酎。雰囲気でわかるか。終わっえ、まだですよ。あの飲み、え、ロビーで組んでいただきまして、お部屋の方に。 えー、持っていくことができます、うん、で非常に、えー、たくさんありますのでだ,、まだですえー、ぜひ川原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた何やこいつそんなことより男軸ホテルグループお年玉おお年玉ステッカー差し上げようかわいいコーナーになりましたこれ今意図的です先週はねクリスマス ステッカーあげ,あげようみたいな感じで、あれはね本当にとっさにやばいやばいってなったんですけど今はねあのー、寸前に思い出してそれをうんこれあのーお,しあのー、お正月ですからお年玉にしたら盛り上がるぞーと思って言いましたどうですか盛り上がってますかえっと、えー、先週のあれで言うと ステッカーを差し上げますと差し上げますんと差し上げませんっていうのがあります。すは差し上げるんですけど、すんはどっちかわからないです。ステッカーを差し上げるか差し上げないかわからないです。まだ届くか届かないか楽しみにしてください。そして差し上げませんは差し上げませんということで。ちなみにですね、あ、もう先週言うの忘れてた。まあいいや。えー 差し上げますの時はこの音が鳴ります差し上げます。いやごめんなお前、うん、ありがとうな。はい笑いメシの哲也さんの声ですね。で、えー、差し上げますん, <laughs>、うん。笑ってごまかしてるやつ、ね、どっちかわかんないで差し上げません。<laughs> ですね差し上げ選手はですね差し上げますんが二枚二、えー、人差し上げませんが一枚。あとはもう三十人ぐらい差し上げますだったんですけどね。えー、もう忘れちゃい。 忘れちゃいそうなので言いますけども先週はね最後に言おうと思ったんですけど笑い飯哲夫さんじゃありませんえー、元東大阪の今井です今はライパッチかなライパッチですねライパッチって俺らも NSC の時つけてたななんていうことをこうラジオで今言ってるわけですけどもおどんどんいきましょう福,福井県の福井県福岡の言い方でしたから福,福井県のってなりました福井県のええー、<laughs> 母さんこんにちは わた私はいつもすっぽんぽんラジオで楽しませてもらってます。私はってなにやあ私もか私ももうかしいやろおかしくない私は受験まで受験まで受験まであってる受験まで、えー、あと1ヶ月もありません何してんねんコロナもあって毎日勉強しかしなくて疲れたのでやる気が出る一言くれたら助かりますやる気が出ろあとステッカーもくれたら受験合格できる気がしますきっと。 嫌いとても受験終わったら今は僕のセリフでしたすいませんどこまでがまあいいか,か受験終わったら受験受験終わったら受験がなまるな受験が終わったら母さんのとこに行くので怖いな来年もたくさんイベントしてほしいです、えー、ステッカー差し上げますふんふ <laughs>、ね、いきなりどっちか分かりませんけどもラジオネームさくらんぼさん からさんこんにちは,こんにちは17歳17歳会い,いつも楽しく楽しく拝聴拝聴って若いのに難しい言葉しておるな私は天竺ネズミさんのコントや漫才が大好きですどっちやどっちも好きってことはあるのか芸人の芸人と猫亭もとても楽しかったです、えー、これからも応援してますステッカー欲しいですステッカー差し上げますすいやごめんなホンありがとうな,なんで謝んねん一回 どの目線から言ってんそれごめんなって自分がもらった時に自分がもらった時にせめて言うんやったら分かるけど人,の人がもらうやつやごめんなって何やねん親戚か、ね、ラジオネーム赤色鉛筆さんですいいですねシンプルで17歳17歳,17歳多いなもうこの世の中17歳しかおらんのか沖縄県沖縄県から暑そうカーラーさんスタッフさんこんばんはあ寒いのか冬だけ冬だからカーラーさん季節の問題でカーラーさんスタッフさんこんばんは いいですねスタッフさんも入れてくれて初めてメールしてますそつけ毎週幸せです特に耳がんまさに耳グッズじゃないかじゃないかいつもありがとうございますえー、ステッカー差し上げますいやごめんなあお前、まありがとうななんで謝ってね一回ガールさんえー、ラジオネーム、えー、ケサランパセリさんえー、19歳えガールさん、えー、こんばんはこんばんは毎週楽しく聞かせていただいてますみんなそれ言うねん ところで私は最近カレーを煮込んでるんですがなんやずっと煮込んでるみたいな言い方してえー、いつまでたっても何かが足りませんうんーじゃがいもやろ <laughs> 何が足りないんだろうそう思いながら煮込み続けて2ヶ月が経っていますあボケんな <laughs> そしてついに気がついたのですそうだステッカーだあボケてんのかステッカーが足りないんだじゃがいもやろというわけでステッカーくださいお願いしますステッカー差し上げます いや、ごめんんな、ななま、ありがとうな謝んなラジオネーム、うん、巻き尺の森さん巻き尺の森さん森さん森さん。カールさん,さん呼んでくれて嬉しいです。私は幸せ者です。4万円も幸せであれ。この前ラジオで小籔さんが吉本の人以外と食事や飲みに行くときを誘うときは川原濱家ヤギ誰やヤギって。ええー、予想に出しても難しくない。ちゃんとしてると言ってます。<laughs> 津田さんは恥ずかしいと言ってました。津田どこ行っても恥ずかしい。それではまたお手紙書きますね。お手紙っていうなこの、このこと。ステッカー余ったら欲しい。余ってなくてもあ,あんねん。あげんねん。ステッカー差し上げます。いや、ごめんな、お前、ありがとうな。悩まんなど。どの目線から言ってんねん。富山県の方、富山県。えー、ラジオネーム、いもさん。富山県なのにもかい、えー。年齢28歳。2で割り切れるんかい。メッセージ、えー、ステッカー欲しいです。短いな。でもまだ短いやつがいるから、調子のんだよ。ステッカー差し上げます。 いやごめんな、おまありがとうな。謝んな。ラジオネーム、綾やさん。えー、二十歳。やっと二十歳が来た。なんや、やっとって。こんばんは。前は19でしたが、二十歳になりました。わかるわ。みんなそうや。来年21や。2で割り切れない。割り切れない。えー、さステッカー差し上げまーす。いやごめんな、おまありがとうな。ラジオネーム、広島県、わけ、わけわかめさん。えー、広島県かい。行ったよ、この前。から何回か行ったよ。私事ですけども、行ったよ。まだ俺でした。 カールさん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。仕事今、仕事終わって。今、仕事終わってって嘘つけ。仕事終わって、まだ今、仕事終わってすぐこうメッセージ書くかいな。すっぽんぽんラジオ聞きながら帰宅中です。ああ、そう、じゃあそうなのかな。頑張りました。疲れました、えー。いつかカールさんの脳の中を覗くのが夢です。怖っキモこステッカーください。えー、差し上げます。 いやごめんな、お前ありがとうな。謝んのないの最初に。千葉県、えー、さきさん、17歳。17歳も、何、何人もおるな、17歳。みんな集まれ、17歳。それぞれ。趣味が合う、17歳は。カルさん、こんばんはさ、えー。先ほど、天竺ネズミ単独ライブのチケットが当たりました。すげえな、こいつ。天竺ネズミさんの単独ライブに行くのは初めてなので、とても楽しみです。うん。私は天竺ネズミさん。あ、またがもう、あ、そうか。天竺ネズミさんを寄せ、寄せなのでしかお見かけしたことないので。 人をウーパールーパーみたいな言い方すな。してない。今後の単独ライブで撮影タイムをいただけるからとても嬉しい。するする。嬉しすぎて今までのもう雰囲気が全てもうふになってしまいました。台なしじゃないか。よろしくお願いします。ステッカー差し上げます。いやごめんな、お前ありがとうな。曲えー、ここに来て曲へ。ひひー。千葉県のさきさん。えー、17歳。ほらもうもうええわカールさんこんばんは。私はカールさんと同じ年の母親の影響で。えっ 41怖っキモえど、ー、ドリカムが大好きですああいいねそうか世代だね俺からしたら世代っていつまでたっても世代だねなんかコマーシャルみたいでしたねヨーグルトのなのでこの曲をリクエストしますあ沈没船のモンキーガール俺が一番好きなやつやこれ俺もう歌詞なしでもう歌えるからね沈没船モンキーガールこれ大好きやね最高やな年明けにくっそということで 聞いてもらいましょう。キンキケツで彗星のごとくクソ。やかましはやかましはですわ。だってもう最初に彗星のごとくって言,言ってモテるやんもん。言ってモテたらあかんねんもん。ということで、えー、いいですね。キンキのアルバムが出てるということですね。出すねー。相変わらず。うん。ラジオネーム歯の多いかぼちゃさん。ダメ。ダメよ。そんなこと言ったら。 えー、大好きなカラさんはーいスタッフの皆さんスタッフも好きってなってるよこれだったら大好きなカラさんと大好きじゃないスタッフさんの皆さんってかかないとおかちゃんさんこんにちはいつも楽しくお,おかちゃんさん入ってるやんおかちゃんさんってなんやねんしずちゃんさんと一緒やなえー、いつも楽しく聞かせていただいてますおとといち,ちか今年最後のマシンガンおぎりに行きまたああだいぶ前のやつだこれめめーっちゃ楽しかったです めーちゃってて書いてるでもやっぱり楽しさと引き換えに変な夢見ました。助かります私が小さい小学校小学生男子に怒鳴り散らして怒ってその後みんなでなだめられて大盛りのご飯を次々に平らげていくという夢です。変じゃないやろ。嘘じゃないです、うん。信じてるわ。確認してもらって大丈夫です。どうすんねん。脳みそ貸せ。脳みそ素敵なステッカーください。素敵じゃないステッカーない,ないね。待ってます。待ってますよまだや。はい。あげるかあげないかまだ決まってないからステッカー差し上げまーす。 いやごめんなお前ありがとうな謝るの最初にどの目線から言ってんの、ね、ラジオネームのホヘトさんひらがなで三文字ホヘトさん助かります年齢十九歳カラさんこんばんはこんばんは初めてメールを送ります、えー、私は大学一回生なんですが一月から寮で一人暮らしすることになりました、えー、そこで心の支えとしてステッカーが欲し,欲しいですああ一人暮らしね俺もね一人暮らししてる時があってねその時はもう今の君と同じ 状況だよね一人暮らしということはてん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 不安で大きくすんなそういうので作ったんちゃうねそういうつもりで作ったんちゃうね作詞作者てん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 えーステッカー差し上げますいやごめんなあほんまありがとうななんで謝んない,いかいラジオネーム厚切りトーストさんカラザンスタッフの皆さんこんばんはいいね皆さんスタッフさんスタッフさん入れるのいいね えー、毎週楽しく聞かせてもらっていただいています。先日の「ほろよいマシンガーマウス」の配信とても大ああ、ほろよいのやつね、楽しかった。あれほど高波動で愛にあふれるお話をたくさん聞いたのは生まれて初めてですごく助かりました。本当に助かったと思う。気温の低い日が続いてます。気温の低い日が続いてますって言うな。くれぐれもご自愛ください。ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。ステッカー差し上げます。いや、ごめんな、おまありがとうな。やまラジオネーム、一旦たんきんぬさんですね。えー、旦ったんきんぬさん。なんかいいですね。 なんなんでしょうカールさんこんばんは来毎週ラジオを聞いています自分はカールさんが生まれてから20年後に生まれた人間ですな何歳20歳かつまり誕生日が同じということええー、そうか1月21初めて初めて初めてじゃない何が言いたいかというとステッカーが欲しいですそれが言いたかったんかいなんやねステッカー差し上げますいやごめんなお前ありがとうな 福岡のナッチさん、川原さん、こんばんは、この前、コストコに行ったとき、全体的に大きめの女の人が、鳥の丸焼きを入れるために段ボールを探しているのを見かけて、まさに10月30日放送で川原さんが歌ってた、爆乳の人が小さくも大きくもない段ボールを探しているを、実際に見て、頭の中で流れてあったあ、顔が緩みました。 あの回が大好きで何十回も聴いてる。あ、そう、三十一じゃなかった。それ、三十って書いてるけど、どっちや？三十のわけないやろ。あ、でも、年が、年がじゃない。日がまたいでってことか、夜中やってるから。あれ、ややこしいね。何日、あれ、何日放送ですって言えばいいね。あれ、三十日の夜中の一時は、何、何日や？あの回が大好きで、何をしたんや？俺は。それ、みんな好きって言ってるけど、あの歌がよく頭の中に流れて、これ、歌、歌出そうかな。 爆乳の人が小さくも大きくもないダンボールを探してる音程がいっつも違う。適当だから。適当に言ったやつだから。クソが。30日の見返さなあかんな。見返さなあかんってなんや。ラジオ。聞き流さなあかんな。流してどうすんねラジオネーム <laughs>。ラジオネーム。奈良県の方。初めてちゃうわ、今日。今日ね。 奈良県の方カルさんこんばんはいつもお疲れ様ですあ助かりますステッカー欲しいです早いねステッカーください2回言うな言いたいことは山とありますが、えー、もう言ったやろまた次回にでもお伝えできるいや今かけと勝手に思っています今,今かけ、えー、ステッカー差し上げます、うん <laughs> おすごいね忘れなかったね先週間違えたの、ね、ラジオネーム熊本県の箱入り娘さん相、えー、席食堂を見ましたか間違えました相席食堂を見ようと思いましたかステッカーくださいあ 見ました見ましたステッカー差し上げますいやごめんなあ<す>ありがとうなあーすあーって終わってる俺が間違えたのかうだったすいませんえー、ラジオネーム、えー奈,良えー、奈良市のああほら奈良県こういう時続くねこういう時続くねんな奈良県が奈良県の芋娘さん,んなんか前は富山で芋だったけど流行ってんのか芋が。 年齢22歳22歳か2で割り切れてモテてるやんかカールさんこんにちは昼かえ友達の影響でカールさんの面白さに遅ればせながら遅ればせながらつきき今は友達にもファンやらせてもらってます友達どうしてんねん追いつかれてるやないか好きになれもっと見ろちゃんと何追い抜かれてんねん何で測んねんそれカールさんの喋り方はとっても好きなんですがリスナーの皆さんわかりますか何勝手に俺を伝えてリスナーと喋ってんねんなんリスナーが 俺の体を伝って俺の音でずっと耳元で喋っててほしいです気持ち悪いな耳元で唾いっぱい飛ぶやろお前びしょびになるでお前耳がな耳元はずっとだったらステッカー取っても欲しいですステッカー差し上げますいやごめんなお前ありがとうなカーラさんこんばんは初めてメッセージを送ります先週のラジオから始まった新しい CM 最高です確かに 確かに確かにまた土曜の夜中に新しい楽しみができましたしかございますステッカー欲しいです確かに確かにステッカーえー、ステッカー差し上げますいやごめんなほおまありがとうなはいカラさんこんばんはえー、ラジオネームきささん28歳2で割り切れるんかいカラさんこんばんは新庄さんのトライアウト挑戦すごいですねすごい小学校の頃父の影響で野球をしていて新庄さんのと檜山さんが大好きでしたいいね 40? いいねいいやーか !48 歳で <coughs>、まだまだ挑戦される姿本当にかっこいいです。確かに。本当、年齢なんて関係ないなと思いました。確かに。またプロとして活躍する新庄さんみたいです。確かに。新庄さんとてもポジティブで、またいつか新庄さんとカールさんのコラボも見てみたいと思いました。確かに。またいつかってない、ね、またってなんやねん。コラボしないわ。コラボし,してたのかなおしないやろ。ね。ありがとうございます。

先日愛用していたナスビ君んキーホルダーの頭と胴体が真っ二つになってしまい本当に悲しそうな顔になってしまいましたステッカーくださいなしでねえー、差し上げ沖縄県の方差し上げまーすいやごめんなほんまありがとうなあさいごめまして、えー、クオリクオクリオ姉さんクリオ姉さん愛知県であかるさんこんばんは今年の春から大学生でしたが大学生らしいことを一回もできずただただ時間が過ぎていっただけな気がしました元気が出るお言葉をお願いします元気が出ろステッカー差し上げます いや、ごめんな。ほんまありがとうな。はい、cm ということで、ここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃんはい、よろしくお願いします。岡ちゃん岡ちゃんはいね。本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですか。じゃあ信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。か、えー、ございます。はい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアル。 させていただきました。と言いますと。ええー。リニューアル。させていただきました。うん、と言いますと。ええー。以上です。え、なんか困ってます。うん困、困ってますね。<laughs> ああ,、はあ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく。男軸。ホテルグループ。 嬉しし恥ずかしいエンディングです。ということで、えっ、ー、と、キサさん、大阪のキサさん以外、えー、ステッカーね、まあ、スンの人は分からないですけども、であと曲リクエストしてくれたドリカムのあ,ありがとうございますということで、牛あるあるの第21位,に21位を募集しています。ということで、皆さん、あけましておめでとうございましたでした。<laughs> 今年年もグミミグッッドドにしましまょう中中中だね中日、うん、中日でーす 中日ですよねなんか中日って感じ今日はうんこれこれって感じ中日,中日中日中日これこれって感じねどうも、えー、ぬくみずよいちですいや本当にねあのそうなんですよというのもあのー、すごい顔がむくんでまして であのー、本当にむくんでるっていうのはこういうことだねってねあのー、ちっちゃいスタッフと言ってたんですけどもそれぐらいね顔がむくんでて本当なんか説明説明の何て言うんですかねあのー、人に使えるっていうか説明の人に使えるっていうかねはっきり。 はっきりよくよくわからないことを言いましたなんかゴニョゴニョってしたのをはっきり言ってみました。ぬぬくん顔がむくんでるむくんでるはあれ,あれですか温水さんのがまだ引っかかってますけども温水さんのが引っかかってますけども。 おねえねえママむくんでるって何見てごらんあの人ほらあのほら一回しゃがんで一回立った人あれ見てごらんすごいむくんでるあれがむくんでるってあれがむくんでるのかっていうね、えー、ぐらい、えー、その説明できる人ぐらいむくんでます。<laughs> <laughs> それにつここにつながるわけですね。いや、どこやねんっていうね、えー、言うてますけども。うーん。ねえねえ、ママむ、むくんでるって何、何ほら、見てごらん、あそこね。一回、ほら、今しゃがんでたった人。あれがむくんでるって。え、どれしゃがんでるとこ見れなかったから、あの人 あの人は一回もしゃがんでないわよ。あの人あどの人の言ってるんだろうしゃがんだとこ見てなかったからあの人かなあの人は一回もしゃがんでませーんいいですね。なんか今の好きだな。このようにですね、えー、皆さん、あのー、それぞれ自分の好きなものを探してみませんか というのもですねこの前、えっと、年末ですかねヨドバシカメラに行きました。ありがとうございます。これ何でか言うたら何かね何年も皆さんもあるあのポイントカードをこの作ったけどあの家に置いててでまたヨドバシカメラで買った時にまたポイントカード一応もう作ってなんかポイントカードが3万円あったんよ家にで。これをずっと 一つつににしたい一つにできるのかそもそももこれをねすごくでも持ち歩くの3万円も嫌だとカードを入れたくないから財布とかにでも年末年始ね大掃除しててこれちょっとやっぱこう一つにしたいなと思ってヨドバシカメラに行ったわけですよって行ったらね店員さん ですみませんこれ1つにできますかじゃあちょっとお調べしますねって,ってえ調べてもらったら3枚とも0円でしたねあ期限があるんですねあれねある程度したら0になるっていうねだからもうだいぶ昔のやつだからすっごい恥ずかしかったですよ1つにしてくださいって言って <laughs> 3枚見せたら0円3枚とも0円だったんですけど1つにしますかって言われて 一つにしますかめっちゃいじられてるやんと思って。いや、2枚、生きてね、2枚捨ててください。そちらで。1枚は私持っときますんで。って言っ,ちって。訳 <laughs> 分からん1枚がありますけどね。ええやん、もう次、買った時で作ってもらったら。なんでちょっとカッコつけて、もうその2枚捨ててください。 その1枚も僕に渡したりこれでもう1つにし,し,し,してるわけですからねみたいななんかあ確かそうですねあありがとうございますまたお願いしますって言われたんですけど絶対いじられてるよな絶対いじられてるとは0円の3枚持ってきて2枚捨てて,てくれ言ってこの年末の忙しい時に <laughs> 探したもんねそれ忙しそうだったから、みんな年末年始で店員さんお客さんも多かったから。で、ちょっと不機嫌になりかけぐらいの。いい,いですけど、僕もちょっとだいぶ待ってるんですけど、ちょああ、すみません、またどうしましたち,ってちょっとこれ調べてください。ゼロ円で。何このくそ忙しい時。<laughs> このくそ忙しい時に3枚調べたらゼロ円で1つ。 2枚捨ててくれ言われて1つ持っていった「んやあいつは」ってこのくっそり探し出来にて。という話とあとあのー、そん時にねまああだからクリスマス付近だったかななんかあのー、あんま行ったことないなと思ってその地下通ってかデパ地下みたいなと,と通って帰ろうかなと思ってデパ地下行ったらねもう。 人がね、もういっぱいいて、いや、この時期にこんな多いんやと。いつもなんかこう多い,多いイメージだったから、この時期だから、この時期ってコロナとかの、あれ、コロナとかのーって、あれだったから、人少ないんかなと思って言っても、そんなことない。もう、チキンに無情じゃい群がってる。ね。びっくりしてるわな、チキンの方も。こんな人が群がってる。あんだけ生きてるときは、 見向きもしなかったのに <laughs> チキンにしたら群がってきてなんやこの気持ち悪い動物はと思ってますよそりゃあんなに見向きもしなかったんですよ誰一人見てこなか誰もいなかった周りに生きてる時はチキンされたらこんなにい,い,いたのどこにいたのみんな <laughs> みんなどこにいたのっていうぐらいね、チキン側からしたらね、ほんと、すごい人数がめちゃめちゃいたわけですよ。ちょっとね、やっぱコロナも増えますよ、これは。ちょっとね、皆さん、ケツの穴引き締めてくださいよ、これは。あの、思いましたもん、やっぱこれ、これは増えるわと。ね、マスクはもちろんみんなしてるケツの穴が緩む、これはもうチキン入りますよ、ケツの穴に。入るなと思ったもん。 あこれ頑張ったらこれケツの穴にチキン入れられんちゃうかー言うてもう思いましたもんねやっぱりうんそれぐらいケツの穴ゆるんでるうんそりゃちっちゃいみえに目に見えない菌はりますよそれは気をつけないとだってケツの穴にチキンが入るんですもんチキンにも種類がありますけどねここは訂正させてくださいお詫びと。 チキンにもそりゃ本ほんと骨付きとか私知りませんけどもねっていう感じの話まだまだ話は尽きないんですけどもお約56年こういうことをやってますねこれはあのー、あのー、宇宙に帰って 自分の人生を振り返った時にいろんななんだろうねうんこ踏んだとかいろいろそのこの人となんかも,もめたとかなんかこういろいろ面白いことを見れるんでしょうこのラジオやってるのを俯瞰で見てるのが一番もろいかもしれない何をしっかりとした防音の機材しっかりしたとこで ね、この日にこの日のこの時間に撮りましょうってなってしっかり大人が動いてスケジュール管理会社んで設備の整った部屋んで入ったらラジオ局に入ったら挨拶され「お願いします」みたいな「ええらつおざつ」みたいな入って。 ケツの穴にチキン入るんちゃうかっていう話をしてもう半分が過ぎ半分の時間が過ぎチキンケツの穴にチキン入れてまあそれでがもうはチキンでもギリギリなんですけどこの残り半分の時間も隙間に入れてあげたい。 なんてねちょっと芸人っぽいことを言わせてもらいましたけどまあ風の時代になります、えー、風の時代、えー、他人を、ね、嫌な思いをさせたりしたりうーん知ってるまだそんなことをしてる人がいたらやめてくださいやめてくださいというか、まあ、そまだそんなことやってんのって感じですね他人を嫌な思いさせたり思いをしたりしてるご自愛以外を ご自愛以外をしてる人に優しくしたりご自愛した以外をしてる人たちまだそんなことしてんのかっていう話が一つあとまあいいやもう本当ときりがないのでねまあこういう話が好きな人もいるし嫌いな人もいるねそれでいいんですよ嫌いな 何だろううーん嫌いなもの嫌いなものがある嫌いだ嫌だってなったってことは嫌じゃないっていうものがあるんだっていうことに気づけるわけですよねわかりますだから「バーン例えば痛いった痛いのいい最悪や今日は最悪の日だった」じゃなくて「痛いった今まで痛くなかった!」 長い間痛くなかったな幸せですよねわかりますかうそう考えるとこの確かにこのようにあのー、無駄なことないというか嫌なことはないというかマイナスなことはないというかねそのもう自分自身が作り出してしまってるだけの話ですね環境がとかあーじゃなくてですね、うん、どうか痛かった今痛い これを痛いまあ心でもいいですよ、今分かりやすくねパーン叩かれて、痛い最悪や、痛い、終わってからも痛かった、さっきの痛かったってずっと言ってる人がいる、まだそんなこと言ってますかって話ですよ、風邪の時代に。痛くなかった日がずっと長かった、長いこと幸せだったんだ、ありがとうよしこれ痛みが 痛みなくなったらまた幸せなんだってことは痛く長いこと痛くないことが続くぞっていうふうに例えばですねあのステッカーありますよね私がこのラジオで上げてるステッカーに例えばこれもらった人は嬉しいとかねやったーとかうーなるわけじゃないですかアホみたいにね これにね、これもやったなんですよ。ただ、これにね、僕が、あの今日もサイン書きましたけど、後ろに、ここに1枚だけね、当たりって書いてください。僕もね、2020年、たまにそれやってましたね。1回、2回やりましたよね。当たりみたいな書いた。絵,絵を書いたりね。あれ、ダメでしたね。土の時代でしたね。申し訳ない。 というのも、やっぱ一枚に当たりって書くことによって全部が他が外れになるんですよね。だから、結局ハズレを生み出してしまってたんですよ。僕がわかりますかね？だから全部本当は当たりのはずなんですけどね。うんだから、まあ全ての勝敗そうですよね。なんか。1位を決めようってなっちゃってます。まあ、さはまあ、それはそれでまあいいんですけどね。委員会。って感じなんですよ。 うん、まあなんかねえー、だらだらといいですねたまにはオープニングもこんななんかいやほんと読むものなんかいっぱいあって今日ももうどんどん読んでいこうかみたいな思ってね目の前に大量にあるんですけどなんかゆっくりゆっくり喋ってもいい,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 いかなっていうねなんだろうな。 なんだろう何う最近あった M1 ね M1 ありましたけども M1 どうでした皆さんね <laughs> 大きく宣伝で <laughs> うっすらうっすらでももう大きくしてもあその大きくなったから 政府とかじゃないね鳴ってるからもう政府やねってこれ無音だったら放送事故とかに恐れがあるからそれやってもいいけどその大きく <laughs> 心配になって大きくすんななんなん大きくしたからセーフなん っていうコントも含めましてですねまあその改めましてぬくみず陽一がお送りします一回、えー、あちらの方をお聞きください、はい、どうぞ岡ちゃんどこにいますあ、目の前にいますあ、じゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございます、うんえー、南波のルツールにアルコールバーが設置されましたま、うんえー、ワイン、うん ウイスキーもう話を終わりましたいやまだ途中です話を終わったら教えてください中杯焼酎雰囲気でわかるか終わったまだですよあの飲みロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますので話を終わったなまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた 何やこいつそんなことより男軸ホテルグループはーい <laughs> すいませんねどなりがあったんですけどもうめんどくさくてあのいいっすねやっぱ CM あれもう一発撮りで <laughs> ね適当にやったやつですけど面白いっすね何やこいつっていうとこやっぱ終わると思いますねやっぱおもろいもんはおもろいっすねっていうことで、えー、もう時間がないんでもうほんと 名前からしか読めないですけども、えー、ミキさん、えー、こんばんは、同期メンバーでのカウントダウン、友達が奇跡的にチケット取れていたので、中止がすごく残念です。このご時世なんですが、もちろん仕方ないですが、またぜひ開催してください。楽しみに待ってます。年末にかけてお,いしお忙しいとは思いますが、お体に気をつけて、いや、お前、ま、お前もやね、えー、カウントダウンね、えー、なくなりましたけども、うーん。 まあいなんかね、楽しみにしてた人もうなんかいるみたいで、<laughs> なんかカウントダウンね、楽しみにし,してた人が何人かいたみたいでね、うん、そういう人は残念だなって思ってるでしょうし、でもカウントダウン関係ない、まあそもそも知らなかった人からしたら、えー、あ知らなかったって感じなんでしょうけどもね、うん、僕、そうですね、まあ、 この時期なので、まあさっき言ったみたいにね、カウントダウンなくなったからなく、ああじゃなくて、もうこの人は、ね、切り替えてますけどね、あのー、切り替えてくださいねそ、なかった、カウントダウンが、カウントダウンがあこの、去年やったカウントダウン良かったなってことはあ,なあったから、今年はなかったから、来年は、去年はあったから、<laughs> っていう感じで、あのー、 楽しんでいってください。楽しんでいってください。なんかね、ゴニョゴニョってなったら、はっきり言うと、曲へ、3文字。小さいスターが、曲へ。でっかい声で、小さいやつが。ラジオネーム、チャクラさんあー。ありがとうございます。あのチャクラですかね。うん。カーラさん、オカちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。私はこのラジオが始まって間もない頃に、カーラさんのいろんなことに挑戦する姿に感化され、えー、海外留学を決めたものです。でいたね。まったくこれが英語わからんのに。 30分英語だけで日本語ゼロでやったのを聞いて海外留学した人かな今回はカールさんにお礼を申し上げてと投稿しましたはい実は留学先で運命的な出会いがあり、えー、先月正式に結婚しましたおおんかねおめでたいっていうか何て言うかもし私がカールさんのラジオを聞いてなくて背中を押すほんまや夫には出もう夫言うてるやん夫には出会えていなかったかもしれません本当にありがとうございます すげえさて曲のリクエストはお寿司のネタのネタやネネタのネタのややこしいな将棋の駒のネタで使われてる曲がかっこよくてですあブルーナマーズさんのやつねラン,ラ,ンランナーベイビーねランナー、うん、あれいいですよね結婚式にふさわしいですねいやーなんかねおめでたいというかなんというかですけどもさあええー、ねせっかくなので、えー、お祝いっていうかねこうあのー、の意味も込めましたですねじゃあ聞いてもらいましょう菅田将暉で2時 ああもう盛り上がってきたからやめましょう。ね、なんか須田さきさんがラジオで僕のポテンヒットをリクエストしてねなんか流してくれたみたいでなんかね嬉しいっていうかなんていうかですけどもお知らせですということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってててまますすすおかちちちゃゃゃんんんんははいいいよろしくお願いしくく願本当に来来れるでてます。 そうですか。じゃあ信じましょうえー、耳グッドな情報ありますか？えー、ございます。はい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。えー、リニューアルさせていただきました。うん、と言いますと。えー。以上です。え、なんか困ってます。うん、困,困ってますね。ああ、変わってあげたい。 放ってあげたいなとにかく男軸ホテルグループ嬉しい恥ずかしいエンディングでーすお時間ありますけどチャクラさんとみきさんにはステッカーをー差し上げますということでえー、牛あるあるの第21位をとかをやるつもりだったんですけども来週になりました来週やるのかやらないのかということですけどもなんか読んどいた方がいいのあんの,のかなまあ 単独もねどうなるかわかんないですけどもうーんまあ何とでもなれって感じですかね、えー、番組ホームページやポッドキャスト版で聞いていただくことがあできますだいたい週明けの月曜日に更新されるこれ読んだらダメだったやつ読んだらダメなやつだって読んでしまったかもしれません失礼しましたあ読まないといけないやつかありがとうございましたあしたあした 追いかけなきゃ追いかけなきゃ待って待って佐々木先輩彼はまだそんなに遠くは行っていないしかも彼はそのうち帰ってくるだろうそして5年後帰ってこなかった追いかけろ彼はすごく遠くにいるはずだというわけで、えー、始めました1月16日 もうすぐ年取るじゃーんということで確かにねあのーまあ、40歳なんですけどね次41もうなんか41がもうねあのあもうもう僕の年ですけどってなってますけどいやいやいやこっちからしたらまだ40の40ですけどっていうねなってますけどもえー、メッセージもーいっぱい来ておりますありがとうございます カ、えールさんこんばんはラジオネームタコハチですタコハチさん知らんけどね、うん、僕はカ原さんの大ファンでこのラジオを毎週聞いていますステッカーが欲しいですお願いしますなんかこういうこと言われるとすなんかあのー、俺だけかななんか嬉しいねなんか分からんけどこれなんなんやろうね なんか変に嬉しいいののよねこういうのってなんか大ファンでこのラジオ毎週聞いてまーすみたいな「好きです」みたいなのもまああの同じ感覚かななんかこうあなんか何な,なんですかねあれねうれしいっていう気持ちがなんかこう芽生えるっていうかねうん引き出してくれるって言った方が早いんですかね遅いか。 うん、なんか僕だけなんですかね嬉しいという気持ちなんですけどもおラジオネーム京都市のまるもさんまるもさんですねえカールさんこんにちはあお昼に書いたんですかね「ソイキャンドルすごくお気に入りです」いつの話してるのかありがとうございます「ソイキャンドル」ってね僕が出した体、えー、地球にも体にもペットにも優しいソイキャンドルね期間限定で売りましたけどもやっぱいい素材なのでちょっと高値だったのでね、えー、買っ ね、ちょっとあのー、お金が大変な人はねあれだったんですけど、えー、さて最近河原さんの中でブームはありますか何が聞きたい一体全体何が聞きたいんやこいつはほんまやめてくれこういうのラジオネーム J リーグさんああの J リーグですかね広いところから来ましたありがとうございます昔ね見てましたよ J リーグね 川原さんこんばんは毎週のラジオ毎週楽しみにしてますあ,あなんかわかりやすい突然ですいませんカ川原さんの好きな赤ん坊の仕草は何ですか最近周りに子供が生まれてその動画を見て癒されています私はあくびをしているところが好きですか川原、えー、さんの好きな赤ん坊の仕草は何ですかこんないや何が聞きたいんやお前ねいな結局何が聞きたいんやって話やこれなんやねんほんまいじってんか ラジオネーム広島県のさっこさんですね、えー、26歳にで割り切れるということでありがとうございます助かりますカーさんおはようございますこんにちはこんばんはおどっちでしょうかいつも楽しくし拝聴させてもらってます覚えました拝聴っていうんですね突然ですが最近マスクが大きいせいでタートルネックの服を着るとマスクと服がつながって首がなくなることが多々ありますカーさんはどうですか、えー、シールを愛用する電卓の裏に貼りたいのでお願いします 突然ですが最近マスクが大きいタートルネックの服を着るとマスクとつながって服がつながって首がなくなることが多々あります。川原さんはどうですかいやそのどうなんですかねタートルなんかタートルネックそうするためにそうするためにそもそもタートルネックっていうのはねえ できたんじゃなないいかなと思いますけどねマスクとこうねマスクとこうつながってるわけですからねなるほどねわかる僕もわかりますからさんはどうですかということでそうですねうんどうもこうもね本当そうだと思いますよタートルネックのね服を着るとなんかこうつながってる感じなんかそうつながってる感じにしたいなーっていう人がなんかタートルネックを作ったんじゃないかななんてねえー、最近では思うようになりました。<laughs> えー、そう思うようになんかなりましたね年ですかねということで、えー、今年もいいですね幸先いいですね本当にということで、えー、お知らせの方を一旦挟みます岡ちゃんどこにいますあ目の前にいますよあじゃあ耳グッドな情報をお願いしますはいございます難波、うんえー、のルツールにアルコールバーが設置されましたうん、えー。ワインうん。 ウイスキーもう話終わりましたいやまだ途中です。話終わったら教えてください。雰囲気で分かるか終わったまだですよロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた やこいつそんなことより男軸ホテルグループおーいということでえー、あいじゃないんですねおい言うて思いましたけどもえー、牛あるあるの21位をやっていきたいと思います牛あるあるの21位なんかね牛年牛年言ってますけどなんか牛年の感じしないなーって思いますよね。 うん、去年はねずみ年って感じがねなんかしましたけどチューチューな感じがねしましたけどなんかもうもうの感じがしないなっていう感じてる人は、えー、このコーナーで是非牛年を感じてほしいなとスタッフ一同思っております先週にからかけての今週の自分が一番好きかもしれない自画自賛。 うーんいいですね。選手、なんか、なんか好きだな、みたいな。なんか、今好きだな、みたいな言ってたよね、俺ね。その前、なんて言ってたんだろうね。あで、もっと聞かせてくれ。すいませんこち、こちらの問題です。そちらには全く、えー、関係ありません。えー、ということで、 牛あるあるの21をどんどん言っていくまあ21位ですからね本当にあるあるって感じじゃないけどもいやそれはないわーっていうこともないちょうどいいとこを21位の人を見つけていこうという次第でございます早速いきましょうラジオネームうりさん「牛あるある」の第21位は「恋をしている牛はあーん」と鳴くいいですねこの もうね、だ,からだからもう,もうこれねでもね僕あのー、一回言ったかなその言ってないわ言ってないのを思い出すの珍しくない, <laughs> あいや言った言った言ったと思うんですけど多分言ったと思うんですけどって大体言ってるやん今すごいな調子いいわ言ったと思うんですけどって言ってないって気づいたもん今言ってないわ カラスがねあのー、カーって鳴くのってあのー、これはそのカラスがカーって鳴くって結構早めに教えられるじゃないですか、ままあ、カラスだけじゃなくてもねこれやっぱえらいもんでそのカーって鳴いてないかもしれないのにもうカーって決めつけだからカラスの声に耳を傾けた こととないと思うんですよだからそういうことですよねなんかこう自分でこう気づいていってほしい話だこれ話したこ,しことあるないよなほらないもんこ絶対ないもんだってこそ,んそんなこと話す機会ないもんなかったしこれからもないと思うほんとにで今話したとて 何俺だから何を言ってんだろうって思,思いましたし今もこう思ってますもんねうん <laughs> だから恋をしてるしは「ああ」じゃもうだからそれは分からないですよねほんとそうかもしれない21いい感じですねこんなに無音だったっけいつもなんか俺をここたまに言ってない無音 でいつもこんな感じですよってなってるよねいつもね、うん、なんかそれも新鮮でなんか新しい自分に毎回出会えてるようなシーンきましょう熊本県のユッキーさん行きましょう「ウシアウラル」あるあるの第21話「田舎の人は食べただけで友達の家が育てた牛かどうか分かる」 いいですね21位やなこれはいいっすねあるあるすぎない感じででもありそうこれはでも田舎の人俺んちのあのー、もう亡くなりましたけどおじいちゃんねはまあおばあちゃん生きてますけどおじいちゃんが牛をね母方のね父はねあの牛をね育ててたんですよでおばあちゃん ちちゃんち行ったらね、なんでここおばあちゃんちになるんやろなおばあちゃんち行ってくるねってなっちゃうよねなんでおじいちゃんちって言わないおばあちゃんちょっとおばあちゃんち行こうかとなんでおばあちゃんなんやろね今思ったけどおじいちゃんの話してたのに今不可思議。おじいちゃんのちでいいやん今なんかおばあちゃんちって言わんあんたおばあちゃんち行ってほらってねあんたほらおばあちゃんち行ってほら ほらいるほらそう考えたら何な,な,なんですかねなんかこうすりこまされてるなんかそういうのに気づいていける年になってきたんですかねうんそう思えるようになってきました年ですかねうん何の話だ牛の話そう牛飼ってたんですけどねやっぱこうあ本当に牛の牛とか散歩させてるんですよ田舎ですから。 ね、あのー、足音でわかるって言ってたもん誰々さんちが散歩しとるわ牛言ていやこれはあるかもしれないですねえー、いきましょうねえー、ラジオネームーセクハラ巡査長さんですね、えー、静岡県の方49歳えー、いきましょう牛あるあるの第21話ベテランの師匠ぐらい 歩くのが遅いあ歩くのが遅いだけだったらあれですから、ね、ベテランの師匠確かにねベテランの師匠がこう歩いてる見てその牛ぐらい遅いなって思ったことありますからね、うん、だから逆ですよね牛牛ぐらい遅いわ。 っって思っただから牛これは逆ですね牛を見てベテランの師匠やんそうですね。うーんネタ楽屋から、ね、ー舞台の袖に行くのすごい遅いですしかい楽屋に帰るのも遅いですからねそれがめなんか同じ多分同じ歩幅。 だと思うんですよね遅さも行き、ね、んかね僕らはねまだあの何、ー、ですかねベテランとかでもちろん違いますのでなんかあのウ、ー、ケたらねネタがウケたら帰りはなんかスキップして帰るのでちょっと帰りは楽屋まで早かったりするんですよほんでウケなかったらねまあ僕なんかすごい落ち込んであのー。 漫画みたいにね手ブラーンしてもう前屈みたいな感じでその状態で手ブラーンって前にして腰ゴーンって曲げてゆっくりとこう楽屋に帰っていくのであのー、2回目の公演1回目公演で滑ってそれで楽屋に帰っていってゆ ゆっくりそれで帰りますから楽屋着く前に二公演目が始まってる時ありますからだからそのまま U ターンしてその手だらんしてる状態で U ターンゆっくりしてもう天竺さんお出番ですみたいなぐらい遅い時がありますからね新曲へ曲もリクエストいっぱい来てますうん行きましょうこの人 ああ髪が取れない <laughs> 髪が1 <laughs> <一>枚1 <laughs> <一>枚, <laughs> 枚だけここの机にあったからこれそれが取れない取れなかった他はなんかいっぱいあるからなんか取れるけど1枚だけだったからな1枚だけだったのね、うん、えー、埼玉県のまゆかさん、えー、21歳ですねえー、21歳に 牛ウラルの21位してるのに21歳からの曲のリクエストこんなことありますかかつて今までありましたかということでカルさんこんばんはお元気ですかお元気です今年のコロナにより好きな人会いたい人になかなか会うことはできない中私はこの曲に何度も元気をもらいました温かくて素敵な曲なのでぜひカルさんに聴いていただきたいです何ですかジョニー,ジ,ョニージャニーズウェス,ストいいですねこやっぱ元気が ね、to You という曲ですかええー、To You ジャニーズウエストの To ジャニーズウエストの To You 以外は全部知ってるんですけど To You が知らなかったですねうん他は全部知ってるんですけどねジャニーズウエストのやつの To You は知らんなうん、うん、これちょっと興味ありますね、えー、それでは聴いて、えー、元気をもらってくださいザ・カワハラでポテンヒット 声が入ってなかった今ずっと物だった今俺ずっと一人で喋ってた今ね全部噛み合わなかったです <laughs> <laughs> 死ぬまではいあ,あはいっていうことでっていうね感じでうんずっとね噛み合わなかったですけどもなんかねまあこれはこれでって感じでいいんじゃないでしょうか ままだ1枚ぐらい,いけますかね、えー、これはまあ来週になりますねもうこんだけ大量にやったら牛アラルの、えー、愛知県の喫茶居酒屋どっちやある,んすかあるんかなあるんかな牛アラルの第21話こっちを見ている気がするが目が合っているかわからないいいですね21位ですね <laughs> やっぱこう21位っぽいのが来たら嬉しいですねうん変に嬉しいということでラジオネーム魚魚卵魚卵から「こんにちは」あ本人がそう言ってるからそうなんでしょうシあルアルの第21位は「多分優しい」ああこれは多分あのー、父父の方言ってるかもね なんかわかわりますね牛もなんかね父と、えー、牛の方がありますから牛の方牛父も牛ですけどもってなんかね言われそうですけどももう以上ですか熱、ね、いっつ熱いっつっつうきましょうえっと行きましょう,、えー、と行きましょうマキシマム・ザ・マサトシさん行きましょう お牛原の21位は見た目で損してる <laughs> いやそれ何,何に対しての損かによるけどねうんいいですねなんかこう違う角度からでで来週大量にありますので来週来週大量にありますので来週ということで、えー、お知らせですということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの「 社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃーん。はい、よろしくお願いします。岡ちゃん。岡ちゃん、はい。ね、本当に来てくれてるんですか。えー、来てます。そうですか。じゃあ、信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。えー、ございます。はい。えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと、えー。リニューアル。 させていただきました。うん、と言いますと。と、えー。以上です。え、なんか困ってます。うん、えー、困ってますね。はあ、はあ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループ嬉し。恥ずかしいエンディングです。ということで、ね、今日ね、えー、読んだ。えー、まゆさん、さっこさん！ジェリーグさん。 ステッカー差し上げますということでえー、やっぱえらいもんでねやっていったらこう時間が過ぎていきますねほんとになんかねこう地球あるあるっていうかえーまあじじえー、時間暦の上でまあそういうあるあるですけども時間暦のあるあるというそういう <laughs> ああああああ幸せ。ということで、えー、今年もお始まってまだ間もないですがあ、ま、七夕までねまだあまだあるということで、えー、気持ちの整理をつけつつですね、えー、そちらに向かって、えー、一歩ずつ、えー、みんなと手を取り合いながら 棚バタに、えー、向けて歩いていけたらなとお思います。本当にねあのいつもね聞いてくれてみんな <laughs> みんな一月二十三日ワンツースリー。1, 2, ということになりましたありがとうございます助かります1月21日で、えー、私40歳から、えー、41歳になりましたあれなんだなんだなんでこれが流れあ、誕生日だからか分かったぞなるほどね 誕生日だからこれが流れてると見ました私はありがとうございますだってハッピーバースデー言うてますからねきっとそうなんでしょう助かりますねえほにあのー、40歳長かったなというのがえー、正直なえー、気持ちいいですね本当に34年前ぐらいからまだ40だなって言ってるようなえー もう軸を越えてね。お <laughs> い大きくすんな。不安になって。ハッピーバースデーのやつを。え、ね、えーということでありがとうございますね。えーまあどうなんですかね。年を 撮りましたけどもまあ確かに何ですかね、まあ、漫才する時にあのー、センターマイクまで行くのにすごく遠いなって最近は確かに思ってたんですけどねうん年なんですかねこれもね途中で、ね、袖からセンターマイクの間に喫茶店があったらいいななんてね 思う時もあります一回ゆっくりしてから全体マイクに行きたいななんていう,うこともありますがまあまあうーんいいですねいいおじさんに、うん、なすびをねやっぱこう続けれてるっていうのはね本当にいいですよねというのもやっぱそのなんでやり続けてるのかっていうのは本当に えー、両親、えー、を中心にたくさんの人から、えー、そういうコメントをいただきます。何をしてるんだとずっと。需要はあるのかと。私はその需要とかじゃないんだと。うこうやり続けて80歳90歳になって。 かかららが面白いんですから、ね、なすですね眠たいって言って眠たいんかいって突っ込めなくなる時が一番面白いそりゃそうやろうと、ね、眠たいやろって、えー、なるぐらいのなるまでなすびをかぶり続けたいということで今はね、えー、意味はないですけどもうんいいですね本当 この年すごい年よねあのーだってうるさいなずっと誕生日のやつが <laughs> 小さくするな <laughs> 徐々にだったらかるけど急に言われたからギュッと結構早めに強い力で弱くなりましたけど強い力で弱くなりましたけどもえん何の話でしょう年の話ですね あのー、すごいだって昭和やで昭和55年ですからだってちっちゃいスタッフは昭和か昭和かだからあのそのすごい時代に生きてるよなあのー、みんなだってめんことかで遊んでないのビー玉とかさすがに島ちゃんも遊んでないか 子どもの時をやっぱこう思い出したら幼稚園の頃からめんを知ってるこのパッ今の子知らんかな地面に置いてそれをパーンってひっくり返ったらいいんやけどう,うちらの地元でこうすうーんまあいるそ,その地域によってねあれがあるんでしょうけど綿子の時代でその、すごい覚えてんのは あのー、30枚ぐらい、まあ、貧乏だからね、買えないからね、面子が強くなるしかなかったわけですよ、その他の子供たちが買ってもらうからね、俺は自,自分で勝負に買って、どんどんもらっていかないといけない、それをコツコツ集めて、3 40枚をね、一番金持ちの強いやつ、金持ちのやつ、強いやつか、うん、のとこに行って、勝負しに1人で行って。 全部取られて泣いてで泣きの一枚もらってそれでもう一回だけ勝負させてくれって言って「いやもうその一枚もっと帰り」って言われて「いやもう一回やらせてくれ」っつって一発で負けてニコニコして帰った覚えがありますねなんで怖かったでしょうねニコニコしてもう大満足してそういうめんの時代もあるし 今はもうすすごいっすよね普通にだってポケベルとかですよ高校の時携帯もあのー <laughs> ねその棒みたいなやつ棒みたいなやつっていうかそのアンテナアンテナアンテナのね長いのアンテナだけ買ってねアンテナ光るやつとかつけたりドラえもん、ね、とかこう キティちゃんとかのやつを先っぽにつけたら「ドラえもん」が光る電話が来た時にあれで,あれでももう驚いてたのに尻もちもんだったんですけどね今はもうこういう時代にいやすごいですねいや楽しんでますね楽しんでるなと思いますよ本当にねだって一番子供の時に一番緊張したのってたこ揚げですからねたこ揚げで やってみないと分かんないと思うんですけど子供ながらに「大丈夫かな?」っていうぐらい高く上がるでしょたこ揚げなんかね領,領域を超えたみたいこれなんだろう子供の時ってあれしたらダメこれしたらダメっていうのが多いわけじゃないですか大人の方そうやりすぎたらダメ、ね、うん危険なとこ行ったらダメそこ行ったらダメとかいろんな制限ある中たこ揚げはどんどん飛ばしなさいと。 すごい緊張した覚えがある。いい,い,いんですかと大人の人たち。こんなに子供があんな見えなくなるまでタコあ,ありますけどこれえこれこれはありなんですかっていうのを覚えてますね。ぜひねやったことない人たちは一回タコ揚げしてください。緊張しますからね。えー。ということで今日ピンポイントあるあるの続きをしないといけないですけどももう絶対もうこんなふうにダラダラ喋ってますから終わらないですよね。 うん仕方ないですよ誕生日ですすかそれダラダラ喋りますよね誕生日に近かったですから。恥ずかしいですよ誕生日誕生日なのになんかこうだらだら喋らんとコーナーに行くのか逆にピンポイントあらるあるっつって、ね、そっちの方が恥ずかしいですよもうせっかくだからだらだら喋りましょうねなんかコーナー行ったでなんかってね誕生日だからなんか恥ずかしいんかなもうそういうのとか思われたらそれが恥ずかしいですから。 ね、恥ずかしいが渋滞してる密に恥ずかしいのじゅ密になっておりますああんかうまいこといかなかったですけどせっかくなのでねメッセージ大量に来ておりますので呼んでみましょう岐阜県の方岐阜県かいねえー、ラジオネーム岐阜岐阜の長屋で知らんがなどこやそれ岐阜でこう俺今見失ってるのに方向地だから岐阜どこやったっけって日本地図のやつ全然覚えられへんほんとあの辺どこや それでもってあれや長尾長尾って何や、えー、18歳18歳かいあ、うん、ま 2, 2で割り切れるんかいカラさんこんにちは昼かい昼に書いてもんかい私は骨折したことがないですないんかいあれまだ18歳からな、うん、ステッカーください大好きです細かいな差し上げたいと思いますラジオネームひがちゃんさんひがちゃん、えー、43歳43歳お近いな俺と 年上かいございます。ガラさん可愛い,いスタッフさんこんばんは。可愛いって何で知ってんねん。知ってんねんっていうか <laughs> 見たことあんのか。あんのか。出した顔。なんや。適当なこと言うな。今年は年末にかけて毎年サボっていた大掃除や片付けを頑張りました。サボんな。なんやこいつ、えー。そして自分の気持ちを大切に食べたいものは我慢せずに食べて自分を喜ばせるように心がけてます。いいじゃんこいつ。 うん、でも食べすぎんねや。餅は、あのー、思ってたより1個食べれないから。ね。3個食べれると思ったら2個しか食べれないから。1個ずつ。えー、後半とステッカー欲しいです。おはくん、これからも応援してます。お前まがな。信じられへんわ。他人やから。えー、ラジオネーム、新潟市の納豆まきさん。うまいこと言わんでね。えー、年齢38歳。おい、年下。 38位でだいぶ上やから、偉そうにすんなよ <laughs>。俺の方が年上や。新潟県か。原さん、こんばんは。こんばんは。私はさっき、12月31日あ年、年末や。駅前を歩いてたら、突然、男性に声かけられる。あ、大丈夫かナンパに見せかけた、怪しい勧誘かと思ったら、ナンパも怪しいやろ。何や見せ、ナンパに見せかけたって、ナンパも怪しいやろ。 えー、天竺ネズミ好きなんですかと私が持っていたポテンヒットのトートバッグを見て声をかけずにいられなかった天竺ファンのようで「おお!」その人は自分が来てるポテンヒットのトレーナーを見せてくれました「おーし!」とても嬉しくなり短い時間でしたがいつ,いつから好きなのかなどを喋り最後は良いお年をと爽やかに分かりました「あ、えー、いいな!」「ほら良いお年になる気,気しかしませんでした」なんやその変な言い方 原さんは町でポテンヒット商品を身につけてる人を見かけたどんな感じですかステッカーください。いやーこんなんいいなうんくそこれあのあれ思い出すわあのー、もう石油石油電車でね石油をねガン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 譲るんですけどねもうそのの石きを譲るために乗るみたいなもんですよ。 でたまたま移動もできてるって感じなんですけどそんぐらいねもう乗った瞬間誰かに席譲ろう席譲ろうと思ってるんですけどねその一回おじいちゃんにね席譲ったんですよほんで向こ,う向こうの方でねあのー、外見てたらね一駅してからねトントンって肩叩いてきてる人がいてあファンの方かなと思ってパッと見てたらさっきのおじいちゃんで。 せねんと思ってさっき譲ったのにそれとおじいちゃんがねなんか「君に譲ってもらった席をねあの方に譲っちゃったよ」っつってね見たらその妊婦さんがいてね「お前さすがやな」っつってうん,なんかいい連鎖でしたよそれと一緒ですね全然ちゃうやんけ話してる途中にはんかこう一緒だなと思って喋り終わったの全然ちゃうやんけこれ話さなきゃよかったこれ気持ちの悪い さあピンポイントあるあるもしないといけないので一旦面白いシーエムお願いします岡ちゃんどこにいますあ目の前にいますよじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございます南馬のルチールにアルコールバーが設置されましたワインウイスキーもう話終わりましたいやまだ途中です途中話終わったら教えてい中杯焼酎雰囲気でわかるか終わったってまだですよ あのノミフロビーで、えーうん、組んでいただきまして、うん、お部屋の方に、えー、持っていくことができます。うん、非常に、えー、たくさんありますので。まだ終わったな、えー。まだまだです。えー、ぜひ河原さんも、うんえー、うちのホテルに遊びに来てください。あ変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なやこいつ。そんなことより男軸ホテルグループピンポイントラーレー。 いいですね。さあ、ピンポイントある,あるあるいっぱいありますんでね。今やってんのが、牛あるあるの23位ですね。えーあ、違う、21位 ?21 位、何位だ ?21 位な。オッケー。ピンポイントあるある、えー、牛あるあるの21位をやっていってます。早速いきましょう。ラジオネームセクハラ巡査長ですね。えー、49歳、えー。年上やないか。 ピンンポイントあるあるえー、牛あ,るあ,るあ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 る21位えー、21位牛のお尻は懐かしい香りがするうんいやそんなちゃんと嗅いだことないか分かんないですけどまあなんか21位かなでも嗅いだらそうかもしれないっていうのがあるからなんかこういい線いってるのかな21位ですねえー、っと次いきましょうラジオネーム大阪市のオモプラッタさん ねえー、行きましょうえー。うし、アラルの21位は？本当は赤い布に興味はない。あ、あれやね。闘牛の方やね。うん何、何なんですかね？じゃあ。何なんですか？あれ、赤赤じゃないのかな？なんかほんゆらゆらしてたら行くのかな？うん、ちょっとわからないですけどね。 うんいきましょうラジオネーム真珠色の天ぷらさん、えー、22歳、えー、牛あらるの第21話 <music> 和牛の漫才を見ていると水田さんは肉牛を連想させるが川西さんは乳牛を連想させてしまうそれはあるよねうーん俺もなんか楽屋で喋ってて確かに川西のおー なんかこう喋ってる時にこう父を絞りたいと思っちゃうよね川西のね水田の方がねそのぽっちゃりしてるからこうおっぱいはあるんだけどね絞りたいと思わないのね川西はねそのおっぱいないんだけどねああ絞りたいなーって <laughs> 思うねえー、ラジオネーム札幌市の口癖 ペンジュンさんですね、えー、年齢19歳ですね北海道の方いきましょう牛あるあるの21位は「歯茎がプルプル」いやちょっと分からないですけどねまあそうなんですかね多分分かんないやつはやっぱこう確かにその否定もできませんからねえー、いきましょうラジオネームー東京都の方特茶ヨーグルトさんですね ほんまにありそうやなこれ特茶ヨーグルトえー牛あるあるの第21話誰もが皆心に一頭の牛を飼っているうんなんかこう,うんあれですね,ね 曲へ行きましょう、えー、曲のメッセージも <laughs> いっぱい来てます十七、えー、歳の方若いねさくらんぼさくらんぼさんですね東京都のねさくらんぼさん河原さんこんにちはいつも楽しく拝聴しています 私は音楽を聴くことが好きなのですが天竺ねずみさんのコントを拝見した際に、うんえー、最近は洋楽も聴くようなあ洋楽の曲よく使ってるからねおすすめの曲があったら教えてくださいお体に気をつけてこれからも頑張ってください応援しますステッカー押しですステッカー差し上げますじゃあ、えー、洋楽ね、えー、洋楽をぜひ、えー、じゃあ最近お気に入りの洋楽を聴、えー、いてくださいパニックディスオーダーマン、えー、を歌,歌ってくれます エンドリーキャリー <laughs> いやいやーこえやもうこっちの方がパニックディスオーダーマンやわほんまそっちがなんかパニックディスオーダーマンみたいな感じで歌ってるけど違うのかどういうなんかどういう感じで作ったんでしょうかね、うん、なんかあるんでしょう彼なりのね、うん、ということで、えー

年齢19歳ピンポイントあるある牛あるあるの第21話鼻についていいるる輪っかかのののり具合でその日の運勢がわかるいやこれでもわかるか否定できないからねわかりそうなんか調子がいいとかね僕もそうですもん何がっていうことじゃないですけどそれでは一回あのー、CM の方お願いしますということでここのスポンサーでもある 男塾ホテルグループの社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃーんはい、よろしくお願いします。岡ちゃん岡ちゃんはいね。本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですか。じゃあ信じましょうえー。耳グッドな情報ありますか。か、えー、ございます。はい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。えー。 リニューアルさせていただきました、うん、と言いました、えー。以上です。え、なんか困ってます？困ってますね。ああ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸。 ホテルグループ嬉しい恥ずかしいエンディングです今日のメッセージ読んださくらんぼ曲のさくらんぼさんと納豆まきさんとひがちゃんとお岐阜の長尾屋でさん スステテッッカカーー差差しし上上げげまますす高波動をであるあるのね1位を決めてなんか豪華賞品を差し上げたいなと勝手に思ってますけども、えー、今ねあのー、聞いてる曲なんですけどもこれがですねなんと「京都フィルムフェスティバルバンドの京都踊ろう明日と歌おう」です。えー LINE スタンプが新しく第3弾、えー、出ました、えー、とてもね、あのー、うちの両親にプレゼントしたんですけどねすごく自分で言うのもあれですけどねめちゃめちゃ面白い使い方してますねそう来ると思ったとか言われたらやっぱ腹立ちますねその中で LINE、ね、スタンプでね、あのー、変いっぱいコメントがあったら変にないとくってあったでしょあれね変に納得なだったんですよただねあのー ミミグッドとかマジムキショヤキとかよくラッキーゴリラとかの書いてるからなんかねうつは5時はね帰ってくるわけですよでもね帰ってこなかったですすごい大人とかいろんなの通り抜けてきた内徳がなだからまあいいやと思ってでもおかしいでしょ内徳河原さんおかしくないですかって言われていや耳ミミグッドの方がおかしいやろそこ注意してこいよっていうのをまた来週も言いますほんで <laughs> ほんであの先週のね 続きなんでですけどおかしいでしいょだって「変に変にないとく」っていうあのー、ねその LINE スタンプこれ「変に納得ですよね」っていうのがもうまずそのみんな麻痺してるわけよ。ね変にないとくって何ですかどういうことですかみたいないやいやその周りに周りのスタンプを俺のやつ見てみミミグッドとみ アンラッキーワニとかを言ってこいよ誰も言ってこないけどねえましてるよどう使ったらいいか分かりません変にないとくがみたいないや他のもどう使っていいか分からんのいっぱいあるやろっていうね話でしたよほんと先週からねあのー、ねラ LINE スタンプ出してるんですけどもそこでねやっぱあのー、結構ね使いやすいっていう声が多いんですけどそれもちょっと麻痺してる でしょうけどね、ま、ただ、意識はしました、あのー、なんだろうな、このかいだから両親選手も話したけど、両親がねこう送ってくる、いっつも間違えたスタンプ送ってくるのよいだ、誰の何なのか分かんないけど、なんか面白いと思って。 なんか面白そうなスタンプ送ってきてるけどそれじゃないよな今はと思って違う時に送ってきたら面白いんやけどなみたいな感じだったんですけど今回の僕のやつはねどれ送ってきてももう面白いようにしてます大体だからね普通にオカンとかと LINE してる時に「変なやつ絡んできた」とかスタンプ <laughs>。 返されて腹立つな思てでもちょっと笑うてらうんですよねうんだから使いやすいっちゃ使いやすいかもしれないですけどねうんいやそんなことよりね1月30日29はタサちゃんのお誕生日だったんよあらら何ですか本物が入ってきましたスピーディースピーディーワンダーの本物が急に入ってきました静かにしてください今ラジオ中なんで。 静かにします。あ、そう静かに。はい。やめてください。歌うのやめてください。歌うの。あ、大きい声。歌詞はやっぱり歌いたいのか。やめなさい。出て行ってください。で出ていった。出ていった。出ていった。ああよかった。出ていった。急に本人が出てきたがびっくりしました。ねえ。いやータサちゃんはねあのー、まあ、デブなんですけどもあのー、ねライフライフのライフのねあのー。 たちゃんおすすめの塩パンをねいつもこうちっちゃいスタッフとねあのー、今日なんか半分こして食べましたけどねいやー美味しいですねやっぱ食べすぎちゃうね一1人1個だったら食べすぎちゃうからということでね半分こにしてるんですけど6種類ぐらい買ってきてるからもうねちゃんと 3, 3個食べたことになってますけどねこれちょっとね女の子同士の悪いとこよね 半分個にしましまょうって言って丸々1個は無理だからって言って結局6種類とか 3, 3個丸々食べたことになるんだけどね量的にはうーんねあのカツサンドカツサンド美味しかったねカツサンドカツサンドでもこういつも何飲んでいいか迷うよねコーヒーでもコーヒーなのかなカツサンドだからね ねえまあ、たすきね、まあ、あの食べるのが好きで、まあ、まあ、ね、あのでもなんですけども、ライフとはいいですね、僕もライフのね、あれ好きなんですよ、ライフの歌。ライフ、あのね、あのちっちゃいスタッフはわ知らなかったですけどね、僕ね、あの、あれ絶対見てまうんですよ、多分ね、お魚コーナーぐらいのところある、動画であるんですよ、ララピー体操っていうのをね、ララピーちゃんっていうのを。 ライフのララピーちゃんが歌う。朝はララピーはい。おはよう。毎朝、キッチンと朝ごはん食べる前にはいただきます。今日のおかずは何かな？嬉しい時はありがとう。喧嘩をしたらごめんなさい。 ララララピピかわいいねララララライフでこんにちはっていうね歌があるんですけどねこれねいっつもこう見てしまうんですよ。うん。これなんか見てしまうやつってありますよね。あのーこれは絶対伝わらないですけど伝わらないし。 伝え方下手だから誰にも伝わらないと思うんですけどいいですかあのー、タクシーのね「あけるん」っていう CM でね今流れてるやつでねなんて言ったかな、あのー、鍵をねまあいいんですけどそのその課長みたいな女の主役主役というか女の女の人に女の人がこう課長今ならこれが これがありますよみたいな、開けるんでこう、カードキーみたいな感じですかね、これ,これならデータもできるしっって、こういうのもできますってって、指パチンってした後にね、その課長か部長か、課,課長がね暗くな、あのー、会社が暗くなった時にね、こう右とこう普通の中、おっって、なんだって、こう右と左見,見るんですけど、その時にね、右、左、右って、もう一回右見るのがすごい好きなんですよ。 これね、ほんとタクシー乗る人も少ないと思いますからね、この若い子を聞いてたらね。僕はね、ここ、れが始まったらこ、これ、これ見るの好きなんですよね。これも、右、左、右、もう一回右、右るの好き。右、左、右。あれね、あれ好きなんですよね。うーん。なんかね、まあ、えー、っと、何の話でしたっけ。あ、あそうか、デボの話。 タずち,、ね、ちゃんもねたまに聞いてくれてるらしいですけどなんか車の中が流れてきて「聞いてるわー」って言ってた。うん、ねまあえっ、ー、と「ピンポイントあるある」がもうだらだら喋ってるから3週目に入っちゃいましたけども、えー、その前にせっかくなんで、まあ、またね長くなりますけどもちょっと読んでみましょうかね。<laughs> メッセージ。 何個かありますのでラジオネーム兵庫県の眉毛がコリコリコリ,コリコ,リコリコさん最後こうですねこんばんは、えー、私は21歳の女ですが21歳の女かい28歳の男じゃなくてカラ、えーさん,さんと付き合いたいほどカラーさんのことが好きです、うん、そつき付き合ったら付き合ったでお前んかんか。なんか あれやろそ,のそんな眠る人だとは思わなかったとか言うんやろ眠たいというか眠たい眠寝てない人だと思ったからとか言うんやろそれは付き合ったから付き合ったでこういうやつおんねんほんまこんなに眠たいと言ってから付き合ったのにとか言ってねといっても母さんが思ってるほどではないですがああじゃあす,すいませんなんか先走っちゃって <laughs> そんなほどじゃないですねえー、ステッカー差し上げますあ,あもらえるんかこっちがなんやこいつ急に と言っていただけていけありがもう先走ってるか恥ずかしいなボケてんのか思ったらあっちが「なんや、えー、その代わりこれからもすっぽんぽんぽんぽぽぽんぽぽラジオちゃんと聞きます」「なんやこいつ眉毛がコリ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 コカーからおかしいと思ったんだよこいつ」「ほんまステッカー差し上げます」えー「ラジオネーム重力泥棒さん」何「なんとってんねん」「どこ行くねん」 えー、河原克実さん、フルネームやめ名前は両親がなんかこういう風に育ってほしい、こういう大人になって育ってほしいと思って願いを込めた名前だから、フルネームの下の名前、せめてやめろ、これ。スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいてる。毎週聞いてんのか、ほんまに。先日のお茶会、とっても楽しくて、クッキーも本当においしかった。ああ、したなありがとうございました。いや、こちらこそやで、ほんま。なので、このメッセージ、引き換えに、ステッカー、何で引き換えながんね、ステッカー差し上げます。ね えー、ラジオネーム愛媛県のメロメロンさんなんでや、えー、19歳、えー、19歳かいカ、えールさんのおかげでナスを食べれるようになりましたなんもしへんわ俺なんやいじってんのかこいつありがとうございますありがとうございます、ね、あとステッカーくだちゃいちゃえてないやお前急にえー、ラジオネームダックスフンド最速さんなんやダックスフンド最速って最速ダックフンドだったらわかるけど 最速ダッ,クダックスフンドやったらかるけど。えダックスフンド最速なんやそれ最速ダックフンドだったらいいけど。ダックスフンドじゃなくて。最速ダックスフンドじゃなくて、最速ダックフンドだったらわかるけど。25歳。25歳か。愛知県なのに。カさん、こんばんは。夜かい。2月は、石国家試験があります。石、石、それでダックスフンド言ってたんかい。いじゃあダク、最速ダックフンドはもうちゃうやんけ。もし落ちたら、ナスビ君の、 カバン持ちさせてください。カバンリュックやわ。俺、医学的に正しくカバンを持たせていただきます。何医学的にって。なあ、その、あんのか、その骨、何ていうの、ここ。なんだったこの背中。肩甲骨のここに持ったらいいとかあんのか。え体調に気をつけてください。お前もや。えなやこいつら、ほんま。ラジオネーム、うりさん。 先日、16歳以上生きていたうちの犬が亡くなりました。うん、あの時はああしてやればよかったとか後悔ばっかりが残ってとても悲しくて悔しいです。うん、どうしていなくなったいなくなってからではないとこう思わないのか腹が立ちます。うん、うちの犬は幸せだったのか今となっては誰にもわかりません。うん、この悲しい気持ちはどうすればいいでしょうか。 お前これはお前そのできなかったできなかったことこういうのできなかったこととかばっかりこれ放課するけどやってあげたこととか一緒に行った場所とか一緒にできたこととか思い出せそっちを思い出せよほんで悲しくなるの幸せを 幸せだったのかはもうそのお前が決めるんやそのお前が幸せなだった時のことを考えてないからそうなるんやこのなんかできなかったこととか後悔してるのはそのかわいそうせっかくワンちゃんもそのあーなんかさせてあげれなくてごめんってなってるよそれしてあげれなかったっていうのばっかり思ったらだからあー、ね、楽しかったなとか こんなことしてあげたなこんな美味しいの食べさせてあげたなこんな風にして遊んだなっていうのばっかり思ってたらそのできなかったことを,を考える時間もないよ。ね。ということでうり、えー、さんはすいませんステッカーなしですけどもね。えほ、ー、の方ステッカー差し上げます。えい、ーえー、一旦ん、えー、CM です。岡ちゃんどこにいます あ目の前にいます。あじゃあ耳グッドな情報お願いします。はいございます。うんナンバのございます。アルコールバーが設置されました。うんワインウイスキーもう話終わりました。山田途中です。途中話終わったら教えてください。はい中杯焼酎雰囲気でわかるか終わったってまだですよ。あの飲みロビーで組んでいただきましてお部屋の方に。 えー、持っていくことができます、うん、非常に、えー、たくさんありますので話終わったんだまだです、えー、ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいああ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた何やこいつそんなことより男塾ホテルグループめんっぱいったー,ーこれ下げてなかったねごめんねカフね上げっぱなしだしたけどもー さあやってまいりました、ピンポイントあるあるということで、ちっちゃいスタッフ、えまあ、3周目ですけども、その中でまだあちっちゃいスタッフが、ですねこれ多分一1週目で読んだやつじゃないかな。牛あるあるの21位でね、今やってるんですけども、牛さんあるあるですね。えー、セクハラ巡査部長の巡査長です。すいません、<laughs> 昇格させてみました、えー。牛あるある21位、ベテランの師匠ぐらい歩くのが遅い。ね、これが ね、ちっちゃいスタッフ,スタッフ今んとこどれがいいって言ったら「私はセクハラ巡査長の」って言ってましたけどねはっきりと「セクハラ巡査長」って言,、ね、その言ったことないのに両親に謝っといてくださいねセクハラ巡査長って普通に言ってましたけどもベテランの師匠ぐらい歩くのが遅いということですね えー、師匠は師匠でね牛ぐらい遅いねなんてね、えー、言われてるんじゃないかという話で盛り上がったんじゃないでしょうかということでえっ、ー、ともう今まで最長じゃないですか3週目今までもあったんでしょうか三週目これ今日で終わらないんじゃないでしょうかどんどんいきましょうね牛さんあるあるの21位ですからね、えー、いきましょうラジオネームー特 じゃヨーグルトさんいきましょう28歳、えー、牛あるある21話乳りたえ「乳搾りした日に野球をするとバットのグリップが安定する」これは野球してた人こううなずいてるんじゃないですかねうーんいいですねこう野球やってないと分かんないですけどね右バッターだったらねこの右手 手はね、上にある右手はね添えるぐらいの感じがいいんですよ。力強く、ね、握ったらダメですよね。男の子でも女の子でもこうバッティングセンターとか行くとね、こうね、遠くで遠くを飛ばすためにこう力いっぱいあの握ると思うんですけどね、あのー。こう考えたらいいですね、牛さんの乳搾りしてる感じ。牛さんの乳搾りがその弱く弱い感じでするのかが分かんないから。 あのー、リンクしてるか今不安になってきてますけども、うん、牛さんいや牛さんの乳搾りは強くしないといけないのであれですよそれだったらみたいなねあのー、いですかえー、ラジオネームしゅんじゅ真珠色の天ぷらさんいきましょう牛あらるの第21位は「信号を守る」うん いいですね、21位っぽいですね。ワンちゃんとかだったらもうちょっと上位なんでしょうね。ワンちゃん、猫ちゃん、意外とこうそういう,う VTR がありますけどね。あのー、信号を守るね。ね牛も意外と守る。21位、うん、いい感じなんじゃないですかね、えー。これいいですね。ラジオネーム、北海道だけど、津市出身さんですね、42歳。牛あるあるの第21位は生まれ変わっても、また牛になりたい。 これはなんかこうっっぽいっすよねなんかワンちゃんだったらなんかこう次生まれ変わるんだったら人間になりたいとかうーんなんか他の動物はなんか他の動物だったりあの空気清浄機近くの空気清浄機がふわってなってんな口が臭かったわ急に。 自動にしてるからこれいいですね牛さん曲へ、ね、曲へって聞こえました曲のリクエストもいっぱい来ておりますこれ多いですねこれ一回ねこれのおこの曲のリクエスト多いので一回かけとかないといけないぐらいのじゃないとどんどん来ますね、えー、ラジオネーム、えー、新潟市の納豆まきさんですねお前も 先週もありましたね、えー、カラさんこんばんこばは私はカラさん好きになってまだまあ前も言ってたのなんかこれずっと言ってるけどええー、あこれを聞いてブルーノ・マーズの「ランナウェイ・ベイビーね」ねこれね将棋のコントで使うこれはやっぱ多いですこの歌をリクエストしてくれるのはありがとうございますねえー、ラインスタンプの中にも入れてますんでね飛車と角はねえー、ということで、えー、知らない人はこれを聞いてくださいニュースでビューティフル はーいともうええわちっちゃいスタッフが好きやからこれどうせ途中でそのサビの前ぐらいでいつも止める時に聞きたいからサビまでその止めないからサビまで聞いたのに2番に行こうとしたアッなよ、ま、欲がすごい本当トにホントにもう「たるをしれ」っていうことですよ <laughs> さあ、えー、どんどんいきましょうあと1通かいきましょうあと1通えー、出たセクハラ巡査長来たよ、えー、49歳ピンポイントあるある牛あるある第21話動物占いの結果はゾウあいいですね動物占いも流行ったよねこれ結構当たってるね ちっちゃいスタッフが羊でしたよね。僕は狼で合ってるんですよね。狼はね、ほんとなんか、群れないみたいな。扱いにくい,みたい。怖いみたいなね。怖くないのよ。ってね優しいよ。ねタンポッポも吹けないぐらい。その。ねさあ、えー、ということで、えー、一旦、あれです。ということで、ここのスポンサーでもある、男塾ホテルグループの、 社長、お母ちゃんに来てもらってます。お母ちゃーん。はい、よろしくお願いします。お母ちゃん。おちゃん、はい。ね、本当に来てくれてるんですか。えー、来てます。そうですか。じゃあ、信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。えー、ございます。はい、えー。滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと、えー。リニューアル。 させていただきました。うん、と言いますと。とえー。以上です。え、なんか困ってます。うん、困,困ってますね。はあ、はあ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループ嬉しい。恥ずかしいエンディングです。ということでエンディングです。ということなんですが。えー、っと！ 何をえーっと何を言えばいいんですかねえ何だったかな何でしたっけねあステッカーの挑戦者で <laughs> えー 今日、あるあるの、あるあるはまた来週ですね。来週、だから、もうあるあるは送ってこないでください。もう、もう終わらない。あるあるはもう一回、その、今あるやつを読む、来週も読みに、読み終わらないから、もう送ってこないでください。で、今日読んだ最初のメッセージで、売りさん以外、ね、ステッカー差し上げますね。えう、ー、りさん、ね。 あの親、ー、身になった人だけあげないっていうねことになっちゃいましたけどもうんねえー、さよならなんかあのトイレに行った時になんかあのー。 トイレの掃除中ですの黄色いあ,のあれが立っててで中におばちゃんがいたから「どんくらいで終わります?」って言って「あどうぞどうぞ」って言って「あいいんや」と思ってで終わってで出る時におばちゃんがありがとうございましたって言ってきたんですけど「ありがとうございました?」 いやそのなんかもなんか逆じゃない逆っていうかなんかこうまた汚されたわけですから逆でもないのかまあなんか怒るまあ怒ることはないですけどねまあそういうと場所ですからただありがとうござありがとうございましたって思ったんですよ。なんどういう感じ どういう感情だったのかなってその悪い気は全くしなかったんですよねまあありがとうございましたってやっぱすごい言葉の力だなと思いましたけどその時なんかこうあうしいと思ったんですけどあちょっと待ってよとありがとうございましたおばちゃんにとって俺のおしっこありがとうございましたもしそのおばちゃんがその トイレを作った人だとしてもありがとうございましたには行き着かないですよね。これがねほんとなんかずっと一人で考えて寝れなくてうんありがとうございました。ねまあ、まあでも 嫌な気持ちはしなかったので、ね、なんか不思議だなと思ってねうん僕らには分からない領域で仕事してはる人かもしれないのでねなんか深いなと思いますよねなんか嬉しいのは嬉しい嬉しっこな嬉しっこではあったんですけどもねうーんというわけで、えー、メッセージもいっぱい来ておりますえ行、ー、きましょうまあ 4週目ですよ、あのピンポイントあるある。まだ終わらないですけど、牛の <laughs> ダラ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 。えー、今日もね、あのー、今日で、ちっちゃいスタッフがね、今日で終わらせましょうって言ってね、牛あるある、もういつまでもう牛あるあるやってられないですよと。ね今日で終わらせたいと思うんですけど、その前にちょっとだけねあのー、メッセージ読ませてもらいますね。えー、ラジオネーム、ナ、え、オ、ー、ん 大阪の人58歳58歳うんええやんね初めまして初めてかい河原さんはい今年は運勢が悪いみたいでなんでや何誰が決めたんや決められるなそんなん何や58歳で運勢が悪いみたいでってもういきなりマイナスな誰に言われたんそれしっかりせえよ58歳な ステッカーが見る機会があり、何？ステッカーを見る機会があり、なんやこいつ。この色、あ、うちうちの今上げてるやつね。うん。ステッカーをみ、どっかで見たんやね。どういう機会やねんそれ。見ようと思わないと無理やろ。SNS とかでなんかこう、それで見たんやろ、絶対に。 たたたまたまななんかか落ちてたとかじゃないやろステッカーを見る機会がありこの色この柄のステッカーを手に入れたら運気が上がりそうと思いましたのでぜひともステッカーを手に入れて運気アップさせたいですステッカーお願いしますいやそう高波動ステッカーやけどやんうんいや確かに高波動ステッカーやこれこれもらった人は必ず幸せになりますっていうなんかもう国がもう認めてるからねこれねうん認めてしまってるからこれもう当にそれはもう そうなんですよ。だからこれね、ステッカー差し上げますから、これ。だからステッカー、それも自分で決めてくださいね、本当に。これステッカー、これそんな風に、まあ、プラス思考だったらいいんですよ、最後はね。これで運気が上がると思ったら。うん、ステッカー差し上げますよ。えー、ラジオネーム、ナナメさん。カタカナで、ほんま。何してんねん、これ。ナナメって。えー、16歳。16歳かい。えーえー、5人家族です。知らんがな。ステッカーください。な、少ないな、このメッセージが。 少なないいってないよねメッセージ5人家族がちょっと多いなって思ったから最近で言ったら家族がねうちが4人だから5人ってなってああちょっと多いなって思ったからステッカーくださいって、ね、短いメッセージを突っ込もうとしたら少ないって言ってしまった多い、e、が、ね、片隅にあったもんですから、ね、5人家族ステッカーくださいうんじゃあもう6枚あげよう6枚ね 1>, 1枚余ってなんかこうどうするみたいな感じにしろここがいいですよね4枚にしてなんか変な感じにするんじゃなくて6枚にして7枚にしよううん6枚はなんかこの私この七目さんがなんかどう私のおかげでっていうのでこうもらうと思うから7枚にしてじゃあ1枚どうするってこのお兄ちゃんお姉ちゃんあの家族構成分かんないけどもう1枚はど,どうするかこう。 変な感じしろ7枚あじゃあ、えー、9枚にしよう <laughs> 1人2枚ず,ずつもらえない感じそうやねそう1人なんか1人だけ1枚でなんか変な感じになるそのなんかなんかこうじゃあ私も1枚でいいやってなって1人3枚の人も出てきて3枚もいらんなーっていう感じになれ9枚 この人に9枚差し上げます <laughs> 行きましょうラジオネーム埼玉県のまゆかさんかーさんあけましておめでとうございますおめでとうございますかいじってんのかこいつもしかして 1>, 1月2日に大宮に行かせていきました <laughs> どこ行ってんねん正月そうそうそこでカーさんにお聞きしたいのですがメールさせてくださいもうしてんねんいらんわこれ まずはなすをまずはってまだなんか長いことありそうやなまずはなすを存分に見せてくださってありがとうございます幸先よく1年間スタートできました、はい、そして本題のしし質問なんですが、はい、3, 公目3公演目で目読されていたおみくじは何,何吉だったのか知りたい <laughs> お願いしますなすって何やいじってんのまた手を振ってくださったのにキュンとしました今年初キュンです早いな初キュン素敵な1年を過ごしくださいおやすみなさいねんのかい何や夜やったのかいそうなんですよあのー <laughs> ね、ネタの時にねおみくじを引いたからつってネタ中にこう読みますって言って目読するってで読んだらそれを先端マイクに結びつけるっていうことをね正月のネタ講演でしたんですけどえっ、ー、とね「昇吉」かな? <laughs>「昇吉」でした、えー「ラジオネームーかんぴんたんさん」「んやかんぴんたん」って え26歳こんにちは毎週楽しみにしています地元は関西圏なのですが出会いの場にな場出会いの場に行っても可愛げより笑いを優先して全然モテませんなんやこいつ SNS で河原さんの笑いを分かる人と結婚したいというコメントを発見し希望の光が見えましたありがとうございましたやめとけそんなやつステッカーくださいはいあげますよあげましょうラジオネーム和歌山県の甘いものさんうんいいですね自粛が始まってからカ原さんのことが好きになりました何でや なめてんのか。メッセージ何書いたかいいかわかるですが、川さん何でも言ってくれそうなので書いてみます。なまか言うてモてるわ俺。ステッカー欲しいです。あげるわ。川さんこれからも変わりなくお過ごしください。なんで変わらない変わらないでいくれ。変わってもええやろ別に。えー、ラジオネームインコタインコタツさん。なんやインコタツってさっきからねえ。<laughs> さっきからインコタツって。えー、いつも楽しく聞いてます。ステッカーください。えー、ええなんで泣いてんねん。眠たいんかい。 21歳の方、ステッカー差し上げます。ラジオネーム、尼崎市の梨三昧さん。すん三昧じゃないんかいざん寿司ざん三昧って何やお店の名前うん。カラーさん、明けましておめでとうございます。いじってんのか。新しいラインスタンプ買いました。助かるわ。黄色いおばさんみたいな、おばけみたいな、黄色いおばけみたいな、おばさんちゃう。黄色いおばけみたいなキャラクター、初めてみたいにニヤニヤしてる。そう、あれは初めて作りました。 なんか春だったでしょ今年も高波動のお笑いを期待しておりますよろしくお願いしますうん期待期待しとけえー、っとー大阪府こんばんえー綾鷹さんえー、お茶でなんかなかった綾鷹ってねうんそれなんですかねこんばんは明けましておめでとうございます大阪でいっぱい漫才してください漫才のなんやねんお前はんや漫才の申し子かなんやラジオネーム肉のピーマンズ ピーマン爪さん最高やんこいつ。えカールさん、スタウンの皆さんこんばんは初めて送ってみます。深夜3時ぐらいに聞くとちょうどいいラジオだなって思う。うっさあやかましは2時, !2 時は !2 時でもええやろ。このラジオのリスナーさん皆さんステッカーめちゃくちゃねだるんですね。お前もやろ。だって私からお願いがほらステッカーいただきますよ。ほら汗かいてるわかっこ。変な汗かけやがって。変な汗かいて風邪ひいてすぐ治せ。意外と。 早くな俺ラジオネーム黒い綿棒さん。あっあるね。カ、えールさんこんばんは。最近カラスを見て気になったんですはい。カラスの色は本当に黒色なんでしょうかなんか俺言ったよ、これ。黒に見えるけど、実際はすごく濃い青色で、見る人たちが見たら全然黒くないかもしれないと思うと、夜も寝れません、ね。俺色弱やねん。その色のことで言われても、どう言っていいか分からへんわ。そうなんか、濃い青って何や分からへんわ。 これも、ね、僕言いましたけどカラスは黒いって、ねね、でカラスはカーカーって鳴くっていうのを最初に教えられてるからねそうだと思ってもうふわっと聞いてるけどしっかり聞いてみカーって言ってないカーってあーああって言ってますかああって言ってますかね自分でいろいろ感じていきましょうカーラさん、えー、ラジオネーム東京の M さんカーラさん東京の M? あ東京の M さん、えー、カーラさんこんばんは 東京の M いつもニヤニヤしながら聞いてますしっかり笑え私の初夢にカ原さんが出てきましたおお夢の中でお互い一目ぼれして結婚しそうなせいよ流れになる夢でしたしてないんかい今年は絶対良い土地になると思います関係ないよステッカー欲しいですはい差し上げます、えー、ラジオネームマグロのカルパットさんうまそうやなただただうまそうカル、えー、さんこんばんは、はい、毎回楽しく聞いてます、はい、次の日 朝の6時半からバイトでも欠かさず聞,いてもら聞かせてもらってます。寝ろ何の意味があんねんこれ。しっかり寝た方がすっごいためになるから。ためになるとにかく好きです。えー、5日の擬音か月も行かせてもらいます。ステッカー差し上げましょう。ラジオネーム「風呂上がりのヤクルトさん」。最高やん風呂上がりのヤクルト。うん、えー、21歳。河原さんこんばんは。 はい、今日12月27日、えー、たまたまラディコを聞いてたら母さんがラジオをやってたんでい急いでメール送りましたな行き急ぎ聞急いとるなこいつ何や急いで送らなくてもいいよたまたま聞く聞いてるってことあんの俺のラジオ聞こうと思ってチャンネルを合わせないと無理やろどういうあずっと流したら流れてくんのかすごいなそういうこともあるんですね、えー、よくわかんないですけどステッカーくださいわかるやろ もらう、それはラジオずっと聞いてたら分かるそんなに、他のラジオも違うの今はもう違うの他のラジオはもうそんなことはしてないの不安になるでしょよく分かんないけど、ステッカーくださいって。他の人はもうなんかステッカーとかやってないの、ラジオは。ラジオネーム、えー、愛媛市のマイドくん。うん、DJ 川原、はずいな。スタッフの、スタッフさんこんばんは。 10月31日から毎週聞いてます。いつから聞いとんねん、お前。どのタイミングで聞いてんの10月31日って。特に何もないんですけど、ステッカーください。送ってくんな、お前。よろしくお願いください、マセマセ。マセがなんか多いななんか多いわ。うん、さス,テうんステッカー差し上げます。10月31日から聞いてんのこれ、ね、あのー、今年1月21誕生日で言って41歳。俺だから、いつからやってる これごめんなさい、ちょっとおおオープニング長くなったからピンポイントあるあるをしないといけないのに、もうちっちゃいスタッフが早く行かないとっていう顔で、ちょっと怒ってんのかな、ちょっと。確かにピンポイントあるあるもう今日や終わらないといけなかった、まだ30枚ぐらいあるの、ね、に、ちょっと待って、いや、そのあれだけ教えてくれへん。あのー 俺41やろ何歳から俺やってるっけな10えっ、ー、と何年目だこれもう6年目ぐらいもっとやってるんちょっとちょっとうなずいてくれへんの教えてくれへんのいつもこう教えてくれるんだけどいやそのそ,それだけ分かったらもうピンポイントあるある行くから 何年目ぐらい今なな俺何歳の時に始めた今41やろこの前41になったからえー、何年目ぐらい普通なんか調べてくれるんやけどもうずっと真顔でこっち見とんなちょっとなんか大体でいいんねんけどその「大体何年目ですね」とかこう言ってくれるのにこう真顔 <laughs> 真顔でずっとこっち見て怒ってんのかなピンポイントあるある今日頑張って終わらせたらいいですねっていう始まる前に2人で話したからそれ怒ってんのかないやその何,何歳の時にこのね10月31日から見出しましたみたいな言ってるけどそれでなんかふと思ったんですよこの前の誕生日だったからね 何年目ぐらいですか今 6, 6年もないかな6年でも6年だったら41引くえ6で最初40で引いとこうか40で引いたら34でしょだから41だとまた34歳か35歳 から始めたってことはことのラジオ全然こっちは見てるんやけどな目耳もなんかうっすらうっすら悪れん真顔なのかわからない感じです34歳なのかななんかちょっとうなずくとかあったらなんかこう次に気持ちよくいけるんやけど 全然ピンポイントあるあるいかないからいかなかったからかな今日で終わらかそ終わらそうっていうなんかこう言ってたか言ってたのにオープニングだらだらダラ喋っちゃってちょっとあのこれ八方八方塞がりやなこれあるある言ってほしいんだったら なんかこう、今何年目とか俺何歳から始めたとか教えてくれたらすぐ行けるんやけどなんかもうピンポイントあるある行かなかったから調べてくれない感じになってるからでもなんか目は悪てんねんなでもなんか見守ってる感じなんかこうなんか別に怒る 送るスタッフじゃないからでもなんか非協力的ではあるかな,なんかいつもこう,こうだよねっつったらこう調べてくれたりするんですけどなんかずっとこうなんかこっちを見てるだけの何年何年ぐらいなんだな自分で考えるしかないか。 自分で考えてパッてピンポイントあるあるに行けば金がなるのかなまあ金が悪くなることじゃないから大丈夫だと思うけど感情が分からないなんかえー、どうしようか何年目かだけ早くあ音楽も初めて終わったんじゃんこれ音楽これ初めて終わってるなやばいあれ音楽も やばいって音楽音楽繰り返してくれへんよこれいつもなんかこう <laughs> <laughs> 音楽繰り返してくる繰り返しのボタンを確かにこんなに長,長いことするの初めてだから音楽切れるの初めてだけどなんか慌てて慌ててなんかし敷いてくれるかなと思ったけどずっとこっち見てず <laughs> っとこっち見て。 残ってる感じじゃなないのなんか見守ってる感じピンポイントあるあるいかなかったからか音楽ももう教えてくれてないわ音楽しくってないの音楽しくちょっとあれやなちょっと待って思い出すのが34歳か35歳うーんちょっとあの6年前えちょっと待って えー、先去年年年年,年末に何年目ですねみたいな言ってた6年目だったかな5年目だったかな5年目ですねみたいな感じかなうわ6年ちょっとあ一回一回じゃああのきあ曲 曲もももうう無理かそうや曲も言ってくれなかったいつも3文字は言ってくれるのに曲って曲も言ってくれなかったしまったよし C&K かけようと思ったのよこれ用意してもらってたしまった何なも言,言ってくれなかったとりあえず CM は言ってくれるんかな CM 言ってくれなさそうやな CM 言ってもらえるああ言ってくれた岡ちゃんどこにいます あ、目の前にいますよ。じゃあ耳グッドな情報お願いします。はい、ございます。うん。ナンバのルールにアルコールバーが設置されました。うん。ワイン、ウイスキー、もう話を終わりました。いやまだ途中です。あ、途中。話終わったら教えて。はい。中杯、焼酎。雰囲気でわかるか。終わった。まだですよ。あの飲みフローリーで組んでいただきまして、お部屋の方に。 えー、持っていくことができます、うん、非常に、えー、たくさんありますのでまだまだです、えー、ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいああ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた何やこいつそんなことより「男軸ホテルグループ」えー「ピンポイントあるある」がもうできないので、えー、どうしましょう CM もう一回続けて続けては無理か続けてはしてくれないかな続けああしてくれたということで ここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長、岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃーん。はい、よろしくお願いします。岡ちゃん。岡ちゃん、はい。ね。本当に来てくれてるんですか。えー、来てます。そうですか。じゃあ、信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。えー、ございます。はい。えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。 えー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上ですえ、なんか困ってます、うん、困ってますねああ変わってあげたい変わってあげたいなとにかく男軸ホテルグループ嬉し恥ずかしいエンディングですということでピンポイントあるあるはねあのー、できなかったですけども えー、まあねちっちゃいスタッフはパンをパンをあげたら喜ぶのでああちょっと笑ってくれた、ね、パンをパンはね食べたら喜ぶんでね、えー、また LINE スタンプも出てますので、えー、お願いしますそれではまずは、えー玉,ねえーえー、玉ねぎを切って玉ねぎを切ってフライパンにバターをー入れて えー、玉ねぎをフライパンの中に入れますでえー、砂糖まだまだかなピーマンをその間に炒めてる間にピーマンを切ってウインナーも、えー、いい大きさに切ってここでまあちょっといい感じに玉ねぎが焼けてきたら、えー、砂糖を入れて。 で、えー、その後にウインナーを切ったウインナーを入れます。天竺ネズミの川原です。そして、えー、ピーマンを切ったピーマンを入れてケチャップを入れて、えー、出来上がりということでえー、ねちょっとナポリタンのレシピのうん合間にえー 自己紹介させてもらいましたけども、まあそれもね玉ねぎとねあのウインナーがあーいい感じで焼けるまで、えー、気持ち時間が、えー、ゆとりがあったっていうことも助,助かってですね、えー、手伝ってかえー、自己紹介を入れることをおー がでできたとというこすね2月13ということで,、ねえー、日とことで明日はバレンタインだねということでねえー、毎年相方の瀬下くんに、えー、手作りのチョコレートをねまあ、作っ渡せてはいないんですけどねまあ作ってねいつもバッグの中で。 いつ渡そうかネタ合わせのの前なんやったらもうネタのネタねあのー、バレンタインのネタ作ってなんかその勢いでなんか渡しちゃおうかなって考えたこともあるんですけどもいつもね「萌えはどまるしゃー」ってね、えー、漫才終わってバーって瀬下くんが帰っていくのああ <laughs> って思いながらそのままその勢いで家に帰りはるんで。 いつも渡せずにね。で、その手作りのチョコレートーね、一応、あのー、お疲れ様ませしたの時のこの手を上に上げている時のその型をなる、ね、ちょっと自分で絵を描いて型を取って、あそこね、あのー、最初の頃あの腕がね、よくこう折れて、うーん、でもね、まあ、ちょっと今は。 太くくしてるんんですけど、まあ、こなな太くないけどのあいいいつみたいな、まあ、太い方ではあるんですけどねでもそこ、うんまあ、そういうのも微調整しながらのチョコレートを渡せずにでいつも帰ってからね家でシクシク泣きながら食べてるわけですけども、ね、皆さんのバレンタインはどうなることなのかね、えーまあ、四季折々のイベントを楽しむということはとてもおいいことなのでね えーまあ、イベントといえば、あ単独、無観客、無配信の単独ライブが終わったということで、正直ね、あのーえー、緊急事態宣言というのもありまして、実は今の、えー、そういうのも踏まえて、ですねちょっと取るうー、大阪に来れることも、緊急事態宣言でなくなっちゃうので、 今は単独ライブの前の日なんですけどもねだからまだ単独、うん、ライブどんな感じかはわからないんですけども一番楽しみですね無観客無配信今までで誰も見てないスタッフだけですからねうどうなったのかないや絶対楽しいやろこれちょっとね うーん気をつけないといけないの癖になってねずっともうこれでやるかもしれないというのもちょっと怖いねうんまあクラウドファンディングでねまさかの、えー、今の段階では150万ぐらいですかねいやちょっと頭が狂ってる人たちがこんだけ多かったんだということでちょっとうんホッとしてるっていうかね うん集まらなくても面白いからそれはもうあの自腹でやるんでもうやりましょうぐらい言ってやっと大人が動いて「知らないですよ」って言ってな「何んな,んなんですかこれ」って言われながらね「やりましょうやりましょう」って言ってうん蓋開けたらこんな集まってねうんこちゃんたちのおかげでなんか周りの大人が「さすがですね」みたいなよくわからないですね。だからまあそういうい 人たちは別にねいいんですけどもいや本当におもにやっぱこう平和だなと思いましたねこういうねせっかくこう,うん生きてるわけですからうん,なんかいいですよね面白いですね。 うーんその中で、あのー「来世の半ばまでの期間中あり、えー、証拠を見せたらありがとうと言います」っていうのがですね今の段階で10人ぐらいいるのかな。いやーいいですねあとあの「ラッキーゴリラ」を生でねまあこれはだから、あのー、今はね何て言うんですか舞台終わって。 待ってるやつ何て言うんですか出待ちね <laughs> もう出待ちっていう言葉も,もう聞かなくなったからおおお覚えてもない出待ちですね <laughs> 待ってるやつ何でしたっけ出待ちがねな,んかなかなかできないのでその生のあれがあれですけどまあそれはいつでも証拠はね期間はないのでまあ談話した状態コロナ談話して いつかこう見せて証拠を見せてもらったらラッキーゴリラを心を込めてえーらしてもらおうかなと思うんですけどねうんあとあのー、まあ、えー、それが1万円なんですよラッキーゴリラはねで一番大変なのがあ「セシタマのお悩み動画」これが500円これが今の段階で15060人ぐらい,いいのかな大変ですよ本当に なんか、だから全員の悩みを動画で送るわけですからそうあのこ、ね、相談を受けたやつを、答えをね。なんか、後半、後半の、なんか相談の受け答えは多分もう、慣れて、なんか、悟ってんちゃうかなと思うんすなんかもうガンジーみたいな、まずは、生きてることを、 そしてその魂をみたいなことになるんじゃないかっていうぐらいね、うん、楽しみですよね。それもなんか動画撮っときたいなと。思ってあと、その、公演中の動画、スタッフが撮った動画は、まあ、あの、どうなるかわかんないですけど、多分、まあ、荒い感じですよね。別に記録用のやつはないので、もう、今後、それを出すっていうことは、ないので。 まあそのスタッフが撮ったやつこれも多分ね期間があるのかなまあこういうのってなんかアーカイブみたいなのがある多分うんまあちょっと長めにそんな細かくねそういうの書いてなかったからもう長めの3ヶ月半年ぐらいにしようやとは言ってるんですけど。 ねまあ、そういうい期間中に何でも見てくださいでまあそこにも書いてましたけど SNS とかね YouTube とかに流さないようにねまあそれはあの買ってない人も見ちゃうということでね、うんまあ、その辺は、まあ、大丈夫でしょううんこちゃんたちはね、うん、こんな変な、うん、クラウドファンディングに参加してる時点でねもうおかしいですからねその辺ちゃんとしてるやつだからこそうん 参加ししてるんでしょうねうーんいやー面白いですね。ああのー「セしタマン巾着袋」もねえー、700円ぐらいだったら僕あのー、ポチッとしちゃおうかなと思ったんですけど1500円はちょっと、ま、迷いましたね。ということでね本当にあのー、ね今え今、ー、え 僕らだけじゃなくてねたくさんの人たちが今のコロナのこの期間中できなくなったことがね大量にありますけど今できることもこう大量に作るのはもう自分たちしかないですので、えーはい、早く就職就職じゃない就職まあ就職もねしてないでしょ早く就職しないといけないですけども収束を待つよりねなんかこう 悔やみながら待つよりもうーん何かね、えー、楽しいこと楽しいことっていうか、まあ、今しかできないことですかねあのあ麺麺だ麺を湯がいてなかったなんか足りてないと思ったらダメやんこれ麺湯がいてなかったね 俺なんか忘れてんなと思って喋りながらあれなんかずっと引っかかってんなコロナのことかのクラウドファンディングのことになんか言ってないことがあんのか言おうと思ってたけどでも言ったよなでもた玉ねぎピーマンウインナーの甘いのができてるだんできてるだん <laughs>。 えー、ピンポイントあるあるをねしないとねあのちっちゃいちっちっゃいスタッフにねあのー、大きくにまれるのでしないといけないんですけども本当はピンポイントあるあるって長くても3週ぐらいで今まで終わったんですけど今も4週5週ぐらいやっちゃってるんでねピンポイントあるあるをしないといけないんですけどもメッセージの方を23呼びたいと思いますね。呼びたい ラジオネーム、鹿児島のワッフル坊やさんですね。まあ、本人が言ってるからそうなんでしょう。24歳、女の方ですね。カ原さん、スタッフさん,こん,ばんは、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。いや、こちらこそです。最近仕事が忙しすぎて心が折れそうですが、天竺ネズミさんのネタを見て元気をもらっています。えー、特に将棋のネタが好きです。ステッカー欲しいです。よろしくお願いします。えー、こんな変な人もいるんですね、ほんとね。 うーんよくわかりませんけどもね。えー、ラジオネームでトーフ,フ,ルフルフルさんですね。トーフ,フ,ルフルフルさん。ね。本人が言ってるからそうなんでしょうね。二、え、十、ー、歳の方ですね。成人の子。ですかね。カーさん、こんにちは。お昼ですね。初めてメールを送ります。うん。まあ、それ証拠がないのでわからないですけども。私は現在、就職真っただ中。 まっただな中ですよまっただ中って書いてるまっただ中って書いてる私は現在就職まっただ中ですまっただな中なにまったまっただなかあー俺が間違ってたまっただなまっただ中まっただ中だったらなのひらがながいるってことまっただな おーいねえー、将来への不安でいっぱいだったのですがこのラジオを聞いたらまあなんとかなるかと思ってきました、えー、気楽に頑張ってみようと思いますスティッカー欲しいです変な人でしたけどねさあもう一つぐらいいきましょうかねえー、っと兵庫県の備長炭6800さん多いですね6800ってこと備長炭がね 備、まあ、長炭がって書いてないので、えー、何が6800なのかわかんないですけどでもなんか多いのは分かりますね。21歳。えー、初めて送ります、うん。メールをでしょうね。うん、ダイアンさんの夜な夜なの宛先はここで合っていますか、えー、合っているか間違っているかだけ教えてください。やっとまともな人が来ましたね。 うん、今までちょっとメール変な人ばっかりでしたけどやっとまともなあのが来ましたねそうですダイアンのヨナヨなの宛先はここで合っていますということでさあ、えー、この後ピンポイントあるあるがありますお楽しみください岡ちゃんどこにいますあ目の前にいますよあじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございますナンバのルティールアルコールバーが設置されましたま、うんえー、ワイン、うん ウイスキーもう話終わりましたよ。いやまだ途中です。話終わったら教えてください。雰囲気で分かるか終わったんでまだですよ。あのロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます。非常にたくさんありますのでまだまだです。ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てください。変変ななややつつに絡絡まれたたがんでき こいつそんなことより「男軸ホテルグループ」もー「<laughs> もう」ということでねピンポイントあるあるが牛あるあるなので「もう」って泣いたわけではありません、うん、たまたまでございますね、えー、CM の中でもありましたけども変なやつが絡んできたんでこれスタンプになってるんですけどね最近出した私のこれがねー 自分でもすごい使いやすいなと思っててね、えー、思ってるんですけどあのおかんとかおとんとね連絡取ってる時にげ元気みたいなねたわいもないやつを俺が送ったら変なやつが絡んできたでスタンプ送ってきた時に笑うてまいりますねあれねうんあどっかいなくなったスタ, <laughs> スタッフさんがスタッフさんが 電源オフにして真っ暗にしてて <laughs> どっか <laughs> ちっちゃいスタッフが何が気にこなかったのかな電音楽の BGM 止めて電気消して向こうにちょっと暗い中ですけどピンポイントあるあるをやらなかったからでしょうかね今ね行きましょうじゃあねえーあ,あ帰ってきたよかったよからねえーじゃあうちあるあるの21え え、今んとこ、どれが面白いって言ってたっけ面白いっていうか、どれがいいって言ってたんっけちっちゃいスタッフは。忘れてた。あ、セクハラ巡査長かなラジオネームセクハラ巡査長の UCRR21 の、何やったっけなうわあ覚えてないな。どれがいいか言ってたもんね。あ、クリップ <laughs>、あった。あったけど、これ。なんだったっけ あーこれあっゾウって書いてるゾウ何だったっけゾウがえ牛あるあるだから <laughs> 何やったっけなここにあるんやけどちょっといっぱいまだあ、占い動物占いの結果はゾウだあーはーはあはーはーはいはいはいこれねはいはい今んところこれがちっちゃいスターさんがこうね まあ、21位ですからあるあるねその面白いもの、うん、じゃなくてね21っぽいなっていうのをこれも募集してませんのでその送ってこないでくださいもういつまで来年までになっちゃいますからね今年の牛あるあるえー、っとじゃあいきましょう,うタシロックさんですね東京都男性25歳牛あるあるの第21位は普段は「もう」と泣くが「 切ない夜は普通に泣いちゃう <laughs>。ってね泣いちゃうんですよね普通にもー。もうもうって言ってねうんでもほんと切ない時は「<laughs> 最悪よなんて言っちゃうんでしょうかねいいですあ。あもう曲へということで早いですね。だらだら喋っちゃいましたね。 えー、ラジオネーム、曲のリクエストもいっぱい来てます。静岡県のいちごチーズケーキですね。いいですね。うんと、あ、いいですね。渋いですねし、えーしあ。ちょっと変な感じになりましたけど、アーティスト名が渋垣が隊の寿司食いね。うん 渋いがね、あれになっちゃいましたけど。えー、カールさん、こんばんは。先日、カールさんとダイアン津田さんの釣りロケを見ました。はい、魚を楽しそうに釣ってるところを見て、お寿司が食べたくなったので、渋かきたいな、寿司食いねを流してほしいです。よろしくお願いします。上がり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 、ガリ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 ということで、えー、本当に助かりますね。えー、ということで、えー、聞いても、聞いて、えー、もらいましょう。えー、シアン時計で、アルマ いい,やんいいやんいいいい入りですなんかあの C&K の曲って感じがしないなんかこういいですね合うねなんかこの何ていうんですかこのリズムねいい感じねもっと聴きたかったですけども。ということで一旦あれをお願いします。ということでここのスポンサーでもある「男塾ホテルグループ」の社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃーん はい、よろしくお願いします。岡ちゃん。岡ちゃん、はい。ね、本当に来てくれてるんですか。えー、来てます。そうですか、じゃあ、信じましょう。えー、耳グッドな情報ありますか。えー、ございます。はい。えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。と言いますと。えー、リニューアル。させていただきました。うん、と言いますと。 以上ですえ、なんか困ってますうん、困ってますねああ、変わってあげたい変わってあげたいなとにかく男軸ホテルグループあのー、嬉しい恥ずかしいエンディングですということであのー、変わってあげたいっていうメッセージもいいあ、メッセージっていうかセリフもいいね LINE スタンプまた作ろうかな ね、どんどん出そうかなやっぱずっと出してなかったから出したらこう自分のばっかり使っちゃうからなんかあの募集ね募集っていうかそ,のそこまでコーナーにするほどじゃないですけどなんかこうこのスタンプ作ってほしいみたいなねあったらあの僕がよく言ってるやつじゃなくてもいいですけどね何だろうね変わってあげたいなんかねうんあとあれ好きです自分のやつであのってことは2で割り切れるねっていうねこれ何だったけな タクジーくんやったかなタクジーくんがなんか、カラさん、あのー、ライブ、単独ライブね、あの前にね、行かしてもらっていいですかみたいな。んであ、じゃあ何人って言って、で、2、えー、人ですって。で、その時に、じゃあ2で割り切れるね、スタンプを送って、めちゃめちゃ楽しかったんですけどね。うんそういうピンポイントのやつもいいですね。でピンポイントあるあると、今は、ね、あのー、今のピンポイントは。 あのー、つなげたんですけどねまあ伏線回,回収っていうかねしさしてもらいましたけどもさあえー、っと「いちご渋垣隊の歌助かりましたありがとうございますねいちごチーズケーキさんステッカー差し上げますね備長炭6800さん豆腐フルフルさんですねあとは鹿児島のワッフル坊やさんステッカー差し上げます」ということで。 えーっと、今日で最終回だったのかなあ、まだあるのか。そうか。今聴いてる曲はですね、京都フィルムフェスティバルバンドの「京都踊ろう明日歌おう」をですね、FM 大阪のリフクエスページから、スプ,プッパッパラジオ、ね、ちょっと電波が悪かったですかね。ラジオ、パッドキえ,えジャック、ナンバー、ナンバートフ、トゥルフィ、ルトゥールフェイル、ルトゥールフェイル。 なんで山に登らないんですかってあのー、うんそうですねなんで山に登らないんですかまあそれはねまああの登りたい山がないからですかねということで「天竺ネズミの川原」ですということでえー、2月、えー、20日あ20って20日なんですね覚えれないですね ねえねえねえみんな風邪ひいてないねということで、えー、気をつけましょう。ねケツの穴がねゆるゆるになってきますけどねゆるゆるになる、えー、時期ですけどもあのー、ねえ手羽先が。 入るぐらいのゆるゆるになっちゃいますけど引き締めてえほ本当におろし大根大根おろしかおろし大根ともいううーんねトークの横に大根おろしをえ急遽入れさせてもらいましたけど 一回一本でも通さないぞと。ね。ケツの穴に。まだケツの話してんのかっていうね。えー、言われがちだし、思われがちですけども。おメッセージの方、いっぱい来ておりますので。えー、ピンポイントあるあるも先週、1通しか読めなかったから、これ、今日ね、終わらせないと。ね。だらだらしてるとね、本当に、年明けちゃうよということで。うん、年、 ね、来年来ちゃうよね来年のことまだ始まっ一1月な2月なのに来年のこと言ったら鬼が出るよ鬼が出てもいいよそれは『鬼滅の刃』の、えー、耳の呼吸耳の呼吸耳グッドで退治しますからえー、ラジオネーム、えー、福岡県のお女性の方27歳。 これはいいメッセージだったのでねいいメッセージというかなんか嬉しかったのでね、えー、読んでいきたいと思います、えー、ラジオネーム福ラジオネーム言った福岡県しか言ってないラジオネーム KK ヌエヌエ、えー、ですねいさだくしごすごてけつをおはにだらかおかうどもまさなみな ふたすんさらはかえー、すまいてしにみのたをひ,ひるけいにぶいらのん,すんさんみずねくじみてかついがすでのいな でが質以外のへえけん、えー、いん賢慰願系右いけんかのとごしつまいざご座とうがり屋に 東方たしまきだたいてせらくかをじせめてくたえたえもしてしうどいれをのこたしまいらもきんげんさくたわんさくた 帆るえもくしかばかばがとこる遺伝えこうちこをてみをぶちゅゆのうんさらはわかにときななそたしまいましてしを レッツシとリッサークネクサウィンゲがロココーだいたワウのレカなキスイだー私たしたもっと <laughs> ねえよ えー、ハンバーンコウンサラハワカということであこうしまった後ろから呼んでんなこれだからなんかよく分からなかったのかこれ全部後ろから呼んでもてるわあそっかごめんなさい、えーラジオネームケン NNK さんですねすいません、後ろから読んでるな全部カールさん、こんばんは。4年、えー、共にした大好きな彼の浮ついた心が原因で、えー、昨年あっさりと失恋をしてしまいました。えー、そんな時にカールさんの YouTube を見て、えー、これ言いやすかったもんな、ブーチューユーっていうね、えー、そうこの辺でなんか、あれって思ったね、なんか聞いたことあるっていう YouTube でしたね、すいません、後ろから読んでました、えー。落ち込んでいることがバカバカしく思えるほどたくさん悪い。あ 落ち込んでいる時に YouTube 見てくれたんですね。そうそうそう。そう,そうこれ嬉しかったですね。たくさん元気をもらいました。いつの間にか気持ちも晴れ、前に進むことができました。それ以来、カールさんの台本です。このお礼をどうしても伝えてくれたメッセージをお送りしました。ということですね。仕事の関係上、県外への外出ができない。まあまあ、そうですね。天竺ネズミさんのライブに行けることを楽しみにしています。カールさん、スタッフの皆さん、どうかお体にお気をつけてお過ごしくださいということだったんですけどね。うーん、ね。すいま,、えー、ません。ちょっと長くなっちゃいました。またね。 ステッカー差し上げますねいやちょっとみんなの読むつもりでもうねあの今までのやつあの質問は質問でもまとめてるから質問のやつはまた今度あのー、相談とか質問のやついっぺんにどんどんしていきますねで特に質問なかったんですけどほんねパッとステッカーくださいとかういうやつねあのー、いっぱい。 それも来てるんですけどその中で、ちょっと今日呼んでいきたかったんですけど、ちょっと今ので長引いちゃったんで、とりあえず、えー、ラジオネームだけね、ラジオネーム、くのいちさんですね、えーくのえー、ラジオネーム、ピカルボロさんですね、えー、ラジオネームのスープカレーさん、ね、単独ね、単独いけなかったという、ね、ラジオ単独あ中止悔しかったとというこですね、ラジオネーム、こたつむりさんですね、カタツムリみたいな言い方すんな、んやこたつむりって、カタツムリみたいな言い方すんな っいうことで、ね、えーと、あと、マウスピースさんですね。えー、あと、えー、てっちゃんさん、大阪府のてっちゃんさんね。えー、水がめ座の話してますね。で、奈良県のよう、ようかんさんですね。えー、あっ、えー、20歳で、来年22歳になる。どういうことでしょうかね。えー、で、ラジオにもカカロットにより、カカロットさんですね。えー、ということで、えー 内容もね、えー、読みたかったんですけどちょっと最初もたついて後ろから読んじゃったので時間がないということで、えー、今読んだラジオにカカロットに4日カロットさん以外、えー、ステッカー差し上げますすいませんねカカロットに4日カロットさんねあ、えー、げたらよかったですけどうん僕の気まぐれなんでねカカロットに4日カロットさんだけ以外、えー、ステッカーを差し上げますということで、えー、あれいっちゃってあれ 岡ちゃんどこにいます？あ、目の前にいますよ。じゃあ耳グッドな情報お願いします。はい、ございます。うん。え、ナンバーの列にアルコールバーが設置されました。うえ、ワイン、ウイスキー。もう話終わりました？いやまだ途中です。あ、途中。話終わったら教えて。はい。中杯、え、焼酎。雰囲気でわかるか。え、まだですよ。あの、飲みフ、え、ロビーで、え、 うん、組んでいただきまして、うん、お部屋の方に、えー、持っていくことができます、うん、非常に、えー、たくさんありますので話、えーま、だいやいやまだです、えー、ぜひ河原さんも、うんえー、うちのホテルに遊びに来てください、うん、あ、変なやつに絡まれた変なやつが絡んできた何やこいつそんなことより男軸ホテルグループーい <laughs> はいはいということでえー ピンンポイントあるあるというのねどならないといけないんですけども多いと言っちゃったということでえー、っとピンポイントあるあるは牛あるあるの第21位ですね、うん、まあ面白いのもいっぱいあるんですけども面白いのじゃないです大喜利じゃないですね、えー、牛あるあるですから第21位まあ10位以内だったらねいろいろあるんですけども 出てくるんですけど21位,21位っていうのはすごく難しい。えっと選手のも踏まえてちっちゃいスタッフはどれが今前は、えー、ラジオネーム、えー、セクハラ巡査長の巡査官だったっけ巡査長巡査長だったっけそんな下だったっけ巡査部長だっけ巡査長ああじゃあ結構下のもうちょっと上のくらいの人かなセクハラ、えー、巡査長のええー。 動物占いがゾウというのが今んところちっちゃいスタッフに大きく大きくちっちゃいちっちゃいスタッフに大きく大きく刺さっておりますけども先週のはえっといあ先週いつしか読めなかったのかうん何だったっけ先週忘れちゃったなあもっとそうだもっと泣くけど本当に切ない時は普通に泣くっていうことですね粛々と泣くっていうことですねえー、ということで えー、ちっちゃいちっちゃいスタッフさんも選んだ人ステッカーになりますんでねで、えー、今日は小林君は <laughs> いてないですけども、うん、まあねこういう時期ですからあれですけどさあ、えー、どんどんいきましょうラジオネーム「うらさん」えー「うしあるある」の第21位は小屋の中でぎゅうぎゅうにされるといじってんのかなと思う、うん、いいですね 思ってそうですよねぎゅうぎゅうにねされてうんこういうのいいですねなんかね、えー、21位ですからまあ牛の気持ちとかねこそういうのはもう本当にわからないのでね、えー、こそんなこと思ってないやろってこう一概にこう否定しがちですけどそんなことないと思うね私は選ばせてもらいましたけどラジオネームグラちゃんさん牛あるあるの第21位は通常より長めの もうという鳴き声が聞こえてきたのを合図にお昼休憩をとるいいですねなんかこういう風な大人になりたいですね、うん、お腹がグーってなりましたけどね、えー、聞こえないマイクに拾わないぐらいのお腹のグーだったので笑ろてまえましたけどね、えー、通常より長めのもうというねなんかこう時間に縛られてない感じがねなんかこう別にサイレンっていう感じじゃないとは思う 思いたいたですけどねもうーみたいなね、まあ、サイレンだと思って休憩するとかだったらあれそんな大人にはなりたくないですけどねなんかあ「サイレンに聞こえるな」じゃなくてなんかこう長めの「もう」だったから休憩でも取ろうかなっていうぐらいがうんと思って喋ったんですけど意外と「もう」って長めの今ちょっと実際やってみたら「サイレン」のことだったのかなと思うとね うーんまあでもグラちゃんさん、うん、ねよくうーメッセージくれる人なのでまあくれる人なのでねあれですけども <laughs> どれやって言われたらねこれこれって言うてね、えー、ちっちゃいスタッフさんとね、あのー、チョコチップメロンパンを食べ,食べた時と同じ感じですねこれこれこれって言うてね,うーんとうとねこれこれってえどれどれどれってもう そのチョコチップメロンパンから離れてしまったら「あれ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 !」って言わないといけないですけどね最初これこれでしたけどさあラジオネームの「どしゃぶりのグミさん」いきましょう牛あるあるの第21位はもうすぐ飛んでゆくタンポポの綿毛のそばにゆっくりと座り綿毛が飛び立つのをゆっくり見届けるいいねこ牛さんなんかそうそんな感じよね牛さんってね あののー、乳牛の方ですけどね、うん、すごく笑顔浮かんで21っぽいなと思うあ曲に行きましょうか曲に行きましょう曲のリクエストもいっぱい来ておりますね、えー、その中でもあこれはもうだいぶ昔のやつだからねもう季節感覚ぐっちゃぐちゃだラジオネームに,ーに,ゃん,に,ーにゃんにゃにんにゃにんにゃにーさん いやこいつはニーニャニーニーさんですねえーバックナンバーですねアーティストの方クリスマスソングを、えー、聴きたい今年もクリボッチの予定です、ね、もう季節がもう季節っていうかもうねあのー、ぐちゃぐちゃだ、ね、クリスマスの時にもらったやつそんなこんな風にね、えー、昔のやつも撮ってますからねうん別に、えー、季節感をなるべく味わわせない ラジオをモットーにやっておりますので、えー、とてもいい流れだと思います曲だけでもクリスマス気分を味わうために悪い思、えー、いリクエストをします悪いというのは思いをちょっと透明に見て悪いってしちゃいました悪い癖ですねということでうまいことを言いましたけどもさあ,あ早速季節はあ、まあ、季節季節季節って言うけど別に季節はあれですけどね それでは聴いてもらいましょう。エンドリー・ケリーでラブ・フェ・ダーズさん。ダーズ、ダーズさんじゃんて。ラブ・フェ・ダーズ。はい。もう、もうええ、もう、もうええわ。なんや、キリないな。歌わんのかよ。うん歌うんか、思ったら。えー、ということで、えー、えー、いきますか。あと2通ぐらいいきましょう。えー 51歳のことはいいですね。あ、これ何て言うんだろう。あ違う、じゃあこれアーティスト名だから読まんでいいや。ラジオネーム、デイジーさんですね。静岡県の方、女性の方、51歳の、おいいですね。先輩ですよ。ありがとうございますね。嬉しいですね。えー、カラさん、こんにちは。いつも楽しく、拝聴着、してますよ。むずい。牛アラルの23位。まあ、間違えてる。21位でもいいけど。牛アラルの23位という、 まさにタイムリーなお題をいただいた何やタイムリーあ、まあ、牛牛年っていうことかな違うのかないきましょうシあララの第21話もう以外の鳴き声が思いい浮かばないこれなんかシンプルまあ鳴き方のやつは結構いっぱい、うん、来てましたけども思い浮かばないっていうのが結構こうセンスがあって好きでしたね思い浮かんでないんだっていう もうはすぐ出てくるんやけどな <laughs>。っていうことですよね <laughs>。もうはね、まあ、ありネタで、ありネタっていうかね、まあ、ごめんね、前も言ったけど、もうっていうことですね。あともういつかへんのよっていうことですかね。これ僕好きですね。今んとここれ僕好きにしましょうかね。これ僕好きにします。僕を好きって書いとこう。もういつぐらいですかね。ラジオネーム来たストーリーテラー丸山さんいきましょう。アルアルの第21位は ケーキを匂おうとしてホイップが鼻の輪っかについちゃうかわいいねもうがむしゃらだからあケーキだと思ってね匂いだけでもつったらもうホイップについホイップがついちゃって輪っかにあーみたいな、ね、ベロ長いベロでうわーしまったつくあのついちゃったから食べれるかなとまたね長いから食べれるんかいっていう感じですかね。は <laughs>、えー、あしせ。 ということで、えー、一旦あれをお願いします。ということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃんはいよろしくお願いします岡ちゃん岡ちゃんはいね本当に来てくれてるんですか、えー、来てますそうですかじゃあ信じましょう耳、えー、グッドな情報ありますか、えー、ございますはい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。 と言いますと、えー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上ですえなんか困ってます？うん、困,困ってますね。うん、ああ変わってあげたい変わってあげたいなとにかく男軸ホテルグループ嬉しい恥ずかしいエンディングですっていうことねちょっとあのー、息継ぎを ちょっと違うところでさせてもらいましたけどもえっ、ー、とまあ曲のリクエストくれた方もそうですけどもステッカーね今日読んだ名前読んだカカロットに四カカロットさん以外。 いいステッカーを差し上げますね。たくさんの人にあげれましたけども。えー、ピンポイントあるあるもね、まだまだ、あのー、全然読みきってないので、えー、来週も、も、ま、う、あ、募集はしてませんのでね。えー、ということで、えー、皆さんね、あのー、毛巣の穴引き締めて、あのー、ねうんで、くよくよせずに、えー、ね、えー、お尻の穴はカッチコチに、えー、頭は柔らかく。 うんね、なるべく頭を柔らかくね、えー、この時期だからとか、えー、何もできないとか考えずに柔らかくそしてお尻はもう、えー、イカ一本も入らないぐらいカッチコチに手羽先ぐらい入るやつおるで気をつけなギャーせな、ね、引き締めてえーね、まあコロナ以外でも風邪とかもありますんでその辺もお気をつけつつですね え、やっていってほしいなと、ーえ、思います。えー、LINE スタンプが出ております。えー、LINE スタンプを買っていただけるとですね、そ,、えー、その際、えー、その分私にお金が入ってきます。すごくね、素敵なシステムでね、うん、地球最高って感じですかね。うん。うーん ありがとうございました俺は悪くない。俺は悪くない。ちぎれるようなほくろが悪いんだ。ということで、えー、もう取っちゃおうかということでもうねあの撮ってるわけですけどもね。うーんね。かつてこんなことがあったでしょうかなぜならば2月27日です。こんなことありましたか ?2 月27日ですよみなさん。 ねーいやー本当にねなんかあのあれあのー、空港ピアノってあるの知ってる空,空港空港タイトルは分からないけどピアノを空港に置いててそれを勝手に誰かが弾いてるだけの流してるテレビがあるんですけどあれが一番好きなんなんすかねあれね。 あれむちゃくちゃゃく好き録画今録画してるテレビって僕ないんですけどあれだけあのためどりしてためてみてますねいろんな空港いろんな街だからタイトルはね空港ピアノ何なのかなあの外国海外のが多いんですけど たただただそのななんんかかピアノあるでしょなんかそこになんかこう弾いて誰も聴いてないのにあれ誰も聴いてないまあたまに聴いてるんですよ周りがう,ん、あのー、うっすら聴いてて弾き終わった時に満足して帰ろうとしたらその辺で聴いてた人が拍手をちょっとしてくれるんですけどあれ,す、ね、あれなんすかねあれなんすかあれをなんか 何かかかできないかないだからセンターマイク置いてて空港に漫才するんかなちょっとやってみようかなみたいなだからその子供とかもねあの座ってこう頑張ってこうだから上手い人ばっかりじゃないしまあ中にはなんかおじいちゃん,なんか定年退職した人とかが来てめっちゃ上手い人がいたりオリジナルの歌 ピアノを弾いいたりしてるる人がいるんですけど弾き始めてちょっとして下に曲名みたいなの出るんですよね。でえーえーその人のプロフィールっていうかなんかこうえイタリアからスペインに仕事で来ていてみたいなのあるんですけどあれなんやろなあれ好きやな。先頭マイク置いたらなんか漫才する人とかいいのかな うんあとあのー、白バイってや白バイっていうこのその響き言葉だけなんですか白バイねあのー、警察のね白バイクねし白バイってなんか腹立つのこの白バイ白で言ってるのとあとバイクあと食う,食うだけなのに白バイ白バイが来たっていうでしょね全く違う話でしたけどね大根おろし えー、全く異なる2つの僕の感想に大根おろしを添えましたけどねせっかくなので、えー、今日はメッセージをどんどん読んでいこうかななんて思ってですねまだまだピンポイントあるあるが終わってないということです早く次のピンポイントあるあるをせえよというね、えー、声が、うん、聞こえてきそうですけどもね。 えー、今にもね、嫌いです、東地方、とてもということで、えー、さあ、メッセージもいっぱい来てますので、今日はですね、なんか、あのー、疑問系とかがね、多いので、それを読んでいこうかなと思います。兵庫県の26歳、えー、ラジオネーム、くぎさん、ひらがなでくぎ。 カールさんこんばんはラジオにメッセージを送るの初めてです緊張しています、えー、新年早々カールさんから年賀状が届いて大変助かりました2021年はどんな年にしたいですか大好きです2021年はどんな年にしたいですか何が聞きたいこれ一体全体これ何が聞きたいのこれやめてやこれほんま何が聞きたいほんま全くどう何どうしたらいいか全く本当分からへんね やめてください、ね、ラジオネーム、P.A.P.A. パオーンさん。ね。石川家の方、26歳。河原さん、ちっちゃいちっちゃいスタッフの島ちゃん、おはようございます、えー。毎週楽しく拝聴しております。私は遠距離恋愛中なのですが、コロナでなかなか会えず、結婚の話など全く進みません。河原さんならどうしますかステッカーください。何が聞きたいこいつ、何が聞きたいんほんま。やめてくれよ、本当に。 ラララジオセセクハラ巡査長おセクハハ巡巡査査長長ですね本人が言ってるからそうなんでしょう静岡県の方男性49歳川原さんこんばんはいつも楽しく聞かせていただいております夏からダイエットを始めましたが2キロ太ってしまいましたご飯を食べてゴロゴロしていただけなのになぜ太ったのか分かりません、えー、何か簡単に痩せる方法はないでしょうか何が聞きたいんこれ何が言いたい何が聞きたいやめてや こういういの、ねえー、ラジオネーム奈良県の吉野川さんですね二十歳の方こんばんは川原さんのラジオを話すことがすごくためになっています、えー、私は趣味でカメラをしているのですが川原さんはどんな写真がいいどんな写真が好きとお思いますありますか好きな写真家いますか何が聞きたいこれ,これ一体全体これ何が聞きたいこれやめてやこういうのね わけわからないラジオネーム神奈川県ミモザさんカタカナでミモザさん神奈川県の方ですね19歳河原さんこんばんはいつも河原さんのツイッターなど自撮りのムービーが多くて可愛いなと思ってますなので自撮りで気をつけている可愛く撮るコツを教えてほしいです参考にして自撮りにしたいです何が聞きたいこれなんや何が聞きたいこれほんまやめてやこういうのラジオネームおでこ取れちゃったちゃん 19歳、えー、川原さんこんばんこばは初めてメッセージを送ります私は大学に通いながら違う大学を受験しようとしてるんですが、えー、やる気が出ない日もありそういう時はいつも川原チャンネルに逃げてしまいます、えー、川原さんはやる気の出ない時どうやってやる気を起こしていますか何が聞きたいんこれやめてやこういうのラジオネームえー、鬼ポテト鬼ポテドリンクセットさん、うん 17歳、えー。メッセージ。カーラさん、こんにちは。学生ですが、毎日 LINE が来て、おっくです。もうやめたい気持ちと部活の連絡での不便や、周りの人に迷惑をかけてしまうのが気,気になり、悩んでいます。カーラさんは LINE してますか何が聞きたい、これ。どう答えたらいいの、これ。なあ。これ、どう答えたらいいの、これ。やめてよ、こういうの。どいつもこいつも。 ラジオネーム、えー、ダイアンツだダイアンツだあ女性やないか、うん、そのまま使うのすごい、ね、ダイアンツこんなラジオネームですが真剣な争奪あそういうことか今日は、えー、私今日学校の先生と言い合いをしてしまいました言い合ってる時はムキになってしまいましたがあー終わってみると自分がバカバカしく思い恥ずかしくもなりましたカ原さん何かイライラすることがあった時どんな方法で怒りを抑えてますか カ、えールさんレベルになるとおイライラさえしないかもしれませんが教えてほしいです。ね。何でしたえー、どんな方法で怒りを抑えても何が聞きたいこれどんなえどんどんなどんな方法で怒りを何が聞きたいこれねやめてください本当に。切実にやめてください。 えー、ラジオネームケサランパセリさん19歳カールさんこんばんは、えー、初めて、えー、メールを送らせていただくのですがメールの送り方がよく分からず結局いまだに送れてない状態です送れてますよ私はカールさんを好きになってまだあ間もないのですが最近このラジオを聞くのにラジコのプレミアム会員になり暇さえあればカールさんの公式 YouTube を4年前の1本目の動画から順番に見て楽しませていただいております YouTube とラジコがむちゃくちゃあところで私は来年から一人暮らしをするために物件や家具家電などを探してるんですが一人暮らしで一番必要なものは何だともう何が聞きたいこれなーにが聞きたいき <laughs>、ね、じゃあ最後らへん行きましょうかねえー、ラジオネームーギロチンさん、えー、ですね えー、埼玉県の方ですね。ねガラさんこんばんは。僕は関東に来て3年になりますが関東にな始めません。以前職場の飲み会にいて僕が唐揚げをこれ持って帰りますとうんカバンに入れようとしたボケ入れようとボケたところ突っ込まれることなく普通にやめた方がいいよと上司に言われました。えー、どうすれば関東の人々のチャクラを開くことができますか これね、まあ、チャクラをね、あのー、開く開く相手。 にひやっぱ自分のチャクラをどうするかですか人のチャクラを、ね、気にしている時点で、えー、自分のチャクラも閉じてきちゃいますよ。人のチャクラを気にしているようだったら自分のチャクラあを気にしてください。な、ま、ん、あのー、だったらまあ、分かんないですけど、人のチャクラを開かした時点で自分のが閉じちゃうんじゃないかなっていうのがありますね。もし自分のチャクラあ閉じたり開いたり、えー、できるのであればですね、えー、大 四チャクラと第六チャクラをですね、えー、別々に開いたり閉じたりして、えー、同時にする場合ですね、えー、ジャズのリズムの裏表紙で、えー、開いたり閉じたりするのがあいいんじゃないかなと思います。えー、ということであれをお願いします。岡ちゃんどこにいます？あ目の前にいますよ。あじゃあ耳グッドな情報お願いします。はいございます。うんナンバのルツールにアルコールバーが設置されました。 ええワインウイスキーもう話終いやまだ途中ですはい途中話終わったら教えてください逐杯焼酎雰囲気でわかるか終わったんでまだですよあの飲みロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに 遊びに来てください。あ、変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なやこいつ。そんなことより。男塾ホテルグループ。おーお,ーおーい。てん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 、やらへんがな、これ。ということで。えー、ちょっとね。あのー、もう時間があれですけども。時間の許す限り。えー。時間の。 ある時間がいける限りやっていきたいと思います。えー、牛あるあるの第21位をやっていってますが今んとこちっちゃいちっちゃいスタッフさんがいいのはあれですよね、えー、まだあれ星占い動物占いか牛あるあるの21位があ、えー、セクハラ巡査長のラジオネームズセクハラ巡査長の動物占いがゾウだという。 僕はですね先週のやつですかね今んとこねえっ、ー、とデイジーさんですねえー、もう以外の鳴き声が思い浮かばない、うん、シンプルですけど好きですけどねすいません今なんか胃液が出てきて胃液がお送りするところでしたあのー、ラジオを胃液が出てきたらもう一っときはうわっ、ね、かこう出てきて吐いてしまうとその 私の家影、うん、もしくは、うん、ゲロがお送りするとこでした、えー、引き続き、えー、それを差し置いて、えー、引き続き私本人河原勝美が実がお送りしたいと思いますそれではいきましょうラジオネーム東京のるいさん牛あるあるの第21位はあれじゃじゃジ,ャジ,ャジャってなかったあなあか白目向いて白目向いてた <laughs> ちっちゃいスタッフがちっちゃいスタッフが白目向いて白目向いてた、えー、ウシャラル,ルの第21話牛本人が自分が牛という自覚がなくてもしかしたら宇宙に住んでいる猫と思い込んでいる大丈夫かな東京のいさんね私が言うのもなんですけどもあなたは大丈夫ですか君ね僕好きですねこれね うん、これは本人のことですかわからないですね、うん。否定できないですね。こんなことあるかいじゃなくて、そんなこと思ってるかいでね僕は否定はしません。これは21位なんじゃないかなっていう、うん、こともありえますからね。これ好きですね、うん。牛本人が自分が牛という自覚がなく、もしかしたら宇宙に住んでいる猫と思い込んでる。いいですね。さあ、いきましょう。ラジオネームすりみさん。お久しぶりですね。ラジオネームすりみさん。 これもいいですね牛原の第21話は「二人っきりだとちょっと照れる」いいですねあのすりみさんはねあのー、毎回このシンプルのとこのこういいとこ来ますよねシンプルでうーんいいですねまさにピンポイント二人っきりだとちょっと照れるこれはお互い様ですか かね、多分ね、牛からしても、僕、あのおじいちゃんが、あのー、ね今はもうあのだいぶ前に亡く,なったんで <laughs> 亡くなったんですけど、あのー、おじいちゃんが牛を飼ってまして、ね、小さいころ、僕、だかもう鹿児島のど田舎の今住んでるあの実家も土田中ですけど、おじいちゃん、おばあちゃんじゃさらに田舎でしてね、おじいちゃんが飼ってた、普、う、通、ん、牛、<laughs> 乳牛じゃなくて、 あの普通に、えー、う食べる牛ですね、えー、を育ててたんですけどねやっぱそのおじいちゃんの仕事をもう家に家のところにもう牛がいっぱいいましたんであのそのおじいちゃん が仕事してるとこ見て,て,見てるんですけどおじいちゃんがどっかいちょっとここおあ牛のとこおったらあ,あかんであんま近くにしてまあ近くにあ,のあんまいかんとここで見とき言ってちょっとおじいちゃんあれ取ってくるから言うてるときにその牛がねちょっとこうギョロっとこっちを見てるんですけどなんかあの照れてる感じがし僕もなんか照れほんまになんか小学校なんか照れましたねあなんか どうもみたいな、うん、おじいちゃんいないけどど,、ね、どうなんだみたいな感じであっちも見てくるわけです、うん、二2人きりだけどなななどうするみたいな感じでねえ、うん、いやちょっとわ,わからないですねみたいな感じで照れた覚えがありますねこれいいですね。えー、曲へ行けということで白,白目を向きながら曲と言ってきました。 えー、あいいですね、こういうね、ラジオネーム、ちょっと前の、紅白前のやつですかね、カ、え、メ、ー、爆発、は、はつす、はす、カメ爆発発ッさんですかね、えー、31歳、大阪の方、カールさんこんばんは、こ、えと、ー、の紅白出場が決まった、だから紅白前ですね、ミレイさん、ね、ふ、え、う、ー、アイアム、ね、ミレイさんのふうアイアム。え、結局さ、どっちが勝ったん紅白。 赤白赤かーえーそうなんやこれはちょっとね知りませんねすみませんでもう2月も終わるというのにえーミレーさんの Who I am えーそうなんや赤が勝ったよねということでえ聞いてもらいましょうカトゥーンでラブユアセルフ君が嫌いな君が好きふーってやめおやめもういいよ ってやめんほん、ま、えー、さあ,あーもう一つぐらいねえー、もう一つぐらい読みましょう、うん、ストーリーテラー丸山さん来ましたね行きましょう「後ろあるある」の第21位は <music>、えー「外野の芝生を食べてしまいその分内野の内野手の守備範囲が広くなる」さすがですね。 えー、これは野球やってる人は分かりますねこう芝生の感じでね、あのー、そこの、えー、グラウンドの芝生の状態で内野手と外野手の若干変わってくるんですねその最初の,あの外野手もねこの芝生がないところにこう行きがちなんですねその僕は嫌だったんですけどそこになんかもうレフトはここだとかねショートはあもうあということで、えー、ありがとうお願いしますということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの 社長、おかちゃんに来てもらってますおかちゃんはい、よろしくお願いしますおかちゃんおかちゃんはいね本当に来てくれてるんですか、えー、来てますそうですか、じゃ信じましょうミミグッドな情報ありますか、えー、ございますはい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますと、えー、リニューアル させていただきました。うん、と言いますと。とえー。以上です。え、なんか困ってます。うん、困ってますね。はあ、はあ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸ホテルグループあ嬉しい。恥ずかしい。エンディングーなんちゃってーということでえー、っと今ー流れてる曲はえー。 なんかね、えー、ちょっとお分かりかねますが、えー、っとですね、えメールの方を、何でも募集してます、えー。どこに送るかというと、おちょっとわからないですけどもね、ちょっと分かりかねます。そして、えー、ポッドキャスト版で、えー、今まででも聞いてもらえるのかな、ポッドキャスト版の、ちょっとわからないですけどね、えー、週明けの何曜日ですかね、ちょっとわからないですけども。あと、この、 スポンサーのね、えー、ルトゥール、分、ね、かんないですけどね、行、えー、ってください。気持ちだけでも行ってください。気持ちだけ行く際にはですね、えー、体は、ね、あれですけども、えー。次回のピンポイントあるある募集かけときましょう。まだまだ牛あるあるやりますけども、せっかくなんで、マスクあるあるやりましょう。来ました、マスクあるある第82位ですね。第82位ということで。 まだまだ牛あるある続きますがその後にやるのが「マスクあるある第82」ということで今日はねちっちゃいちっちゃいスタッフがね好きなね曲を流しましたけどねというのも2月23日に亀梨くんの誕生日だったということでずっと大好きですというここに書か,かんでいいんで知らないですけどもねおめでたいで,ほんでもね本当におめでたいあとね今日2月27ですけどもねまあ今日誕生日の人まあいないかねさすがにそれはいないか。 ね、ということで、えー、終わりまであと5秒前543ど,どうもどうもどうも聞こえてますか聞こえてますか聞こえてますかねちょっと不安ですけどもこっちの話なんですけどもね、まあ、こっちの話っていうか何ですか、まあ、そっちの話につながるんですけども。 なんかね、今日はちょっと不安なとこでやってるので、まあ、こっちの話ですけども、そっちの話とつながるということで、えー、それで、えー、聞こえてるのか聞こえてないのかがちょっと、うーん、ちょっとわからない。なんか普通に話してる延長の感じが、さっきね、あのー、ちっちゃいスタッフ、ね、島ちゃんと小林君と、普通に喋ってる、喋ってる流れで。 移動もせずに、えー、始まったのでなんか変な感じですねなんか、まあ、もうほんとこっちの話なので聞いてない聞いてないことにしてくださいこれももしかしたら聞こえてない今のもずっと聞こえてないのかもしれないなと思ってますけどね撮り直し撮り直しの空気がプンプンしてるんですよもうほんと空気の話ですもうあ撮れてませんでしたとか 感じの空気がもうすすごいですだからなんかなんだろうなもう一回撮り直すってなった時にその同ん同じ話とかできないからなんかなんかこう撮り直してもいいようにちょっと薄い薄い話しとしきますね。撮り直した時にこういうのもう撮り直すってなった時はもう多分万全に。 多分してくれるからそん時はもう強い濃い話しますけど今どっちでもいけるようにちょっと薄い話していきますねあいいよいいよみたいな薄かったしみたいな <laughs> できるから <laughs> うんなんかそんな感じにしときますわ、うん、全部取れてませんでしたええー、よ全部薄かったから <laughs> っていう感じにねできるように今なんかこう脳みそをスイッチしますね ででしょうかね最近で言ったらあのー、僕は常にその人間って可愛いなってこう思うんですけど最近もねなんかこれを思ったんですけどね今ねふんわり名人っていうお菓子にはまっててできな粉的なのねでなんかこう食べる時こうき,きな粉がこうつあの机とかに落ちるじゃないですかでなんかこうティッシュで取るけどパサパサしてるかこうくなんかこう。 ティッシュを濡らしたらいいけどなんかそれもなんかね水道のとこ行くのめんどくさいからこうとりあえずティッシュで取れるだけ取ってあとちょっとだけ残ってるやつをこう人間かわいいなと思うんですけどこのんですかね指のちょっとした湿気でこう押さえつけてこう指につけてこうティッシュに持っていくわかりますかね何ですかねこうベタってこう机に指グーってつけて。 だ知ってるでしょちょっとで。それでこう、きな粉をこうついてきよるんですよ、指に。あれ可愛くないですかね、あれ人間しかやらないですからね。あれかわいいなと思うんですけど。えー、っと、マジでね、ちょっとねあの、あるあるをしていかないと、もう1ヶ月ぐらい同じのでやってますんで、もう次のマスクあるあるも着とるのよ。大量に。ちょっとマスクあるある、一回ちょっと。 止めといてね、みんな送らんといてね。おでもお送って,てもらってもいいのか。あんまりゆっくりしてて、ゆっくり送ってきて、なんかゆっくり、思いついてもゆっくりこう書いて、書いてっていうのかな。これメールだから、あれか、携帯とか。ゆっくりこう押して、ね。えー、それで、あのメッセージも読まないといけないのがあるんですよ。っていうのもこう。 誕生日のの時とかかやつがあるからね僕が誕生日でしたからねクランベリー下沢さんかなラジオネームクランベリー下沢クランベリーってなですかねえー、お誕生日おめでとうございますということでえー、いろいろなんか書いてありますねあ単独ライブうーあ無観客無配信もう家でニヤニヤしてましたということでねうんありがとうございます えー、福岡市の鹿児島おこじょさん。えー、カラさんの誕生日おめでとうということですね、えー。で、なんか書いてますね。うん。これも、えー、ステッカー差し上げますね。先ほどの人も。で、肩、え、片、ー、肩肩が片思い。肩方というのは、えー、両肩じゃなくて、肩肩が片思いということですね。 えー、この方は無観客無配信ねこれ結構多いんですよねでクラファンクラファン何してくれたんやろうなクラファンサポートしましたあら生ラッキーゴリラねはあ、ははあ、生ラッキーゴリラ押してもらえるこれ生ではね僕はしたことないですけどもまあ今後ねあのー、ねこう 街でちょっと街でばったり会った時はやめてくださいねさすがになんかこうね、あのー、僕のイメージは出待ちができるようになってでライブ終わってで「からたん面白かったですあっホーマでか」って言って、えー、これ権利あ見して見してあオッケーオッケーじゃあ生,生,生,生ラッキーゴリラするねって,っていうイメージなんですよ。それはねあのー 舞台終わったあとだしまたちょ,ちょっとテンション高いしさっきまでその面白いのを見せれたっていうのもあってなんかその余韻で多分頑張れるんですけど街でボーっとして例えば喫茶店とかでゆっくりした時に「川原さんちょっといいですか?」って言って「あの生ラッキーゴリラ」って言われたらちょっと断るかもしれないすいません「あのー、えっ?」てならないでください、ね「えこれ見せたらやりよるんじゃないの? <laughs>」っていうね。あのー やりよら,らんかったでっていうのだっけごめんなさいその場所と、あのー、気分が乗ってない時はちょっとすいませんなんかその時はね例えば身内に何か不幸があって <laughs>、ね、でそれはねそのみんなには関係ないかもしれない身内にね何か不幸があってこう落ち込んでる時に母さん生ラッキーゴリラ <laughs> してもらっていいですか?」って街で声かけられても。 ことあるかもしれないですけどね、うん、さっきね、これ、あのー、もう、でもこれ聞いてるときは、もうみんなの手元にあるのか動画、ね、動画がね、16分ぐらい、結構長め、10分から、10分か15分、10分から15分って言ってたけど、16分以上あったかな、なんか、仮編集してきたのを見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったですね。ほんと、その、何してるかわからないぐらいなんですけど、 あのー、終わってからの全部終わってから幕閉まってでもう一回開いてあれ出したーってなってるとこまでこうエンディングもおまけで映ってるんですけどその時にねマジで俺の時間聞いた時のえ2時間40分がマジですからマジの2時間え2時間40分チームマルコちゃんのあの面白いあの前紹介したチームマルコちゃんのあの おじいちゃん誰だっけおじいちゃんが友蔵友蔵だっけ友蔵がまる子ちゃんにおごっておごるって言って寿司いいとこ行ってお会計の時7万5,000円ってのあれの僕は5,000円が好きっていう話しましたよね7万は別に行く7万5,000円っていうあの感じで2時間40分っていう感じでねガチで。 それがね、あの収められてますので、これも楽しみにしててくださいね。あのー、映像の方、あのー、リターンした人はね、えー、いろいろ来てますね。クラファンの話もいっぱい来てますね。えー、河原さん、カナポンさんね。あ、LINE スタンプ買いました。ありがとうございます。LINE スタンプ結構使いやすいですよ、あれ。ねうん、無観客無、無配信の話も来てますね。えー、チャムさん、愛知県のチャムさんもね、クラウンドファンディング。うん の話ありがとうございます、ねえねえ。ステッカー差し上げます。あと天のじょ、甘野尺の森か。甘野尺、もうふわっとしか見てなかった。巻尺の森か。天野尺の森かと思った巻尺の森でした。全然違いました。えー、無観客、無配信の狂ったタドクライブ開催おめでとうございます。泣けなしのお金出して支援した会がありました。来世まで感謝、うわ、来世までのやつや。いや来世まで感謝してくれることを、ここに感謝します。いいですね。 これねもう前も言ってないか取材とかでいっぱい言ってんのかな「この来世まで」っていう言ってますけど「本当ですか?」みたいなねやっぱこういう風にもう出会ってる時点で来世まで出会うでしょうっていうのも込めてですよねララ生ラッキーゴリラもねそのコロナ収束するのを楽しみに、えー、なるためにこう早く出待ちになるように生ラッキーゴリラ見,見たいって。 なるこう前向きな感じのエネルギーを出させようとしているあれですからねなんかこうこの前向きにねこれをあの来世までのやつも来世まで前向きにいてくださいねうんえあいいですねジャンピングボールあサイン入りポスターこの方はラジオネームリオデ,リオデジャネイヨさんリオデジャネイヨさんですね このポスターも僕が書いたやつこれもね幻のポスターになったのでサイン入りであの下のね吉本興業とか書いてるとこも僕手書きでもう書き直して全部僕のやつにしましたからね楽しみにしてくださいねあこの方もえ福岡県のワンハンドレッドさんひらがなでワンハンドクランドファンディング来世の半ばまで感謝しますの支援すごいな いいね、みんな狂ってるね。いい感じに狂ってますね。えー、ステッカー差し上げますということで。えー、ラジオネーム、ミキさんね。ねあ写真が届いたもう写真がと。写真もね、多分ね 10, 10枚か15枚って言ってたんかな。でも20枚ぐらい送ってるはず。ちょっと多めに。うんねよかったね。写真もね、ねいい写真がいっぱい。セシトの裸のやつもありましたよ、ね、あれは引き伸ばして。 僕もなんかパズルかなんかにしたいなと思ってるんですけどもえーあとはラジオネーム新潟のキッチャンさんですね河原さんちっちゃいスタッフさんこんばんはんね1万円の購入1万円は何だったかなラッキーゴリラかーえーお母さんに言ったのかえお母さんに伝えたらそのライブはな何で見るのだから配信しないんだってじゃあやって やってなないいかもしれないじゃんでもちゃんと豪華ゲストを呼んでルミネでやってるんだよ。でも誰も見てないんでしょと少し口論になり最後に「嵐のチケットでも1万円しないのに」と言われました <laughs>。正しいお母さん正しいよ。高い学費を払って専門学校に行かせてここまで育てた娘が夕ご飯の時に訳がわからないことを言い出したお母さんが <laughs> 機嫌が少し悪かったです <laughs>。でも後でちゃんといつもありがとうと「ほんまよかった!」 そうごめんこれはね、なんかあのー、今,まで今までも経験しないし、これからも経験しないごめんなさいとありがとうを同時に言えると、お,、ね、これお母さんに感謝してね、お父さんにもで。ごめんなさいっていうのも同時に、だからね、みんなね、ありがとうという言葉はね強いっていうのはみんなね大体分かってると思うけど、ごめんなさいもね同じぐらい強いらしいの。だから ごめんねをちゃんと言える人とありがとうを言える人はね、もう同じぐらいすごいエネルギーが動くらしいですからね。よかったよかった。いやー、いいですね。えゆいぴさん、ラジオネームゆいぴさんもね、クラウドファンディング生ラッキーゴリラですね。<laughs> 生ラッキーゴリラをしていただけた日には感動で泣き崩れると思います。やめてくださいね、ほんとなんか。 なんか暴力振るったみたいになるから、知らない人が後ろからその人越しで見てて、俺が生ラッキーゴリラ、うほうほうって胸叩いてる時に泣き崩れた時に、なんか暴力振るったんじゃないかって <laughs>、僕は勢いそんなに勢いよくやらないと思いますけど <laughs>、ね、勢いよくやった、うほほうほうってや,や,やって、後ろから泣き崩れてたら、後ろで見た人は、暴力振るった、あの人はっていう,うん、なりますから、やめてくださいね。 えー、あとはラジオネームベースボーズさんですね。最近大崎町の YouTube 見てます。もう最終回終わりましたね。うん、終わりました。大崎町の YouTube ね。普通に、えー、やってますんで見てくださいね。えー、中野のど飴の中さんもね、YouTube 見てます。ということでありがとうございます。えー、っと、そろそろ。 行きましょうかねあ、すみません、えー、ちっちゃいスタッフが怒ってますので、えー、とりあえず、えー、こちらの方お聞きください岡ちゃんどこにいますあ、目の前にいませんじゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございます、うんえー、南波のルツールにアルコールバーが設置されましたま、えー、ワイン、うん、ウイスキーもう話終わりましたいやまだ途中です話終わったら教えてくださいチューハイ 小中雰囲気でわかるか終わったまだですよ。あの飲みフロビーで組んでいただきまして、お部屋の方に持っていくことができます。非常にたくさんありますので。まだ終わまだまだです。ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てください。あ変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なやこいつ。そんなことより男軸ホテルグループピンポイントあるある。 分かりにくいな、えー、ピンポイントあるあるということで、もう1ヶ月ぐらい続けてますので、えー、忘れましたけど、僕も。牛あるあるの21位ですって、牛あるあるの21位。ほんで、今、えー、ちっちゃいスタッフが気に入ってるのが、えー、動物占いの結果はゾウ。いいですね。セクハラ巡査長ね、うん、で、えー、っと、小林くん。 小林くんが今気に入ってるのがラジオネームデイジーさんのも「もう」「もう」ね「もう」以外の鳴き声が思い浮かばないね違うことは言おうとしてるんですけどもこれ,しこれしか出てこんわーっていうことですねう、えー、ん前か一回違うの出せてんやけどなっていう感じですかね思い浮かばない何やったかな「もう」しか出へんわみたいなね 面白いですねこれを今のところ選んでもしかしたら逆転するかもしれません。ということでどんどんいきましょうね何枚いけるか、えー、牛あるある、えーですかね、徳島県の男屋のに探索ね、えー、いきましょう牛あるあるの第21位は羊のことは下に見ているうーんだからど,どこを上に見てるのか分かりませんけども <laughs> 羊。<laughs> うーん羊が LINE なんですかねわかんないですけどだからにまあこのね21位っていうのがねこのあれですよね牛目線のことはなかなかこう否定できないというかねそんなこと思ってないやろっていう否定できないからね、えー、いきましょうラジオネームその日課ポッカさんいきましょう牛あるあるの第21位は「父絞りに来た息子が帽子をかぶり直す」あるやろ なんかこう気合い入れるためなんですかね。父絞りに来た息子が帽子をかぶり直す。なんかでもいいですね。なんか風景がうーんなんか風景背景が合ってるね。背景がこう思い浮かびますね。思い浮かぶ思い浮かぶね。はい、えー。兵庫県のストリーテラー丸山さん来ました。うちあるあるの第二十一話。みんなでご飯行った時は 奥の席に座らされる <laughs> いや<そ> <laughs> えまあまあ奥もういや奥に座ったらこうトイレの時大変やろ牛が奥だったらもう大変やなトイレ行く時にえ曲早っもっと聴きたかったなよっ読みたかったな えー、曲のリクエスト来てます。少女時代をかけてください。ですカールさん、誕生日おめでとうございます、えー。ラジオネーム、林、ラジオネーム名前、は林優奈林優奈くん。優奈さんですか、ね。少女時代。いいですね。少女時代、僕も好きですよ。曲はど,どうせ流れないので、そんなことないよ。大好きな少女時代の曲、おうですね。おうですね。えー、これ知らない。これ楽しみやな。ミュージックビデオの和訳周り、動画を見てください。それはどうでもいいわ。 ウの曲これいいですね少女時代元気が出ますからねそれでは聞いてもらいましょうエミネムでモンスター,スターはいということで行、えー、きましょうラジオネーム浦さんですね、えー、牛アラルの第21話。近所の野球少年がウシと返事をしているとなんだか呼ばれた気がして嬉しい嬉しいんやねウシッ野球ウシウシこの喉の奥からウシッね 牛がそれで喜ぶお呼んでくれたー嬉しいのかなあと1つわあラジオネームうりさんえー、牛アラル第21位は黒いところと白いところはちょうど同じ面積足し,足したらわすごいなこれそれなんかこう宇宙につながりそうな感じですけどね宇宙につながりそうということで えー、とりあえずあれを聞いてください。ということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます。岡ちゃん、はいよろしくお願いします。岡ちゃん、岡ちゃん、はい。ね本当に来てくれてるんですか？えー、来てます。そうですかじゃあ信じましょう。耳、えー、グッドな情報ありますか？えー、ございます。はい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきました。 と言いますと。えー、リニューアルさせていただきました。うん。と言いますと。とえー。以上です。え、なんか困ってます。うん困、困ってますね。ああ,、はあ、変わってあげたい。変わってあげたいな。とにかく男軸。 ホテルグルグープ嬉し恥ずかしいエンディングですということでメールを送ってくれた今日呼んでくれた人、まあ、あるあるは違いますけどねオープニングで呼んだあ人たちはステッカーを差し上げる予定です、ねえー。ということでエンディング曲は「京都フィルムフェスティバルバンドの京都踊ろう明日と歌おう」ですね。 えー、この番組でお悩みやってほしいこと、FM 大阪のリクエストページからすっぽんぽんラジオを選んでお送りください。そして番組ホームページでポッドキャスト版で聞いていただくことができます。週明けの月曜日に更新される予定です。ナンバーにあるルトゥール・フェイルもご利用ください。ということで、えー、次回のピンポイントあるあるはあ、次回じゃないな、まだ終わってないからね、マスクあるあるの第82位を募集しているということで、えー、今回の経てですね、えー、ちっちゃいスタッフ、そして小林くんの えー、お気に入りは変わったのか変わってないのかは、えー、来週分かりますねあ変わってないかいなのか変わったぞーっていうなのか来週お聞きくださいということでね楽しみですね来週もあるあるします牛あるあるねあ,あれでしたえ良、ーね、くも悪くもうーん始まっちゃったわけですけども。 えね、よくも悪くも、うん、始まっちゃったわけですけども、えー、3月13日ホ、ホワイトデーですよ、皆さん、ホワイトデー。いやー、本当に、ね、ホワイトデーですよ、どうしますね、ホワイトデーなー、うーん、ね、 どうしようかな <laughs>。本当に。ほん、マジでマジで。ね。うん、こればっかりはね。うん、ホワイトデーか。まあ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 、ね。あれですよ。いいじゃないですか。ね。そんな日があっても。うん。ね。え,えホワイトデーはね。 うーんねまあいいかホワイトデーの話は忘れましょう <laughs> 気にしてももうしゃあないもんだってそのホワイトデーのことばっかりなんかこうねだってさうんもうや,やめませんホワイトデーの起 <laughs> きれないもんホワイトデーのこと 気にしてもねごめんなさいねえー、あれですね、ホワイトデーですね。ねえ、ああ、また戻ってきちゃいましたけども、あの、結局、無観客、無配信の話をあんまりしてなかったので、あの、したいんですけど、やっぱね、うーん、むちゃくちゃ楽しかったですね。これが癖にな してしまうんじゃないいかっていうねなんかお客さん入れたら物足りなくなっちゃう体になったらどうしようかなと思いますけどねもしでねコロナ禍がこうなんかこう収まってお客さん入れれるようになった時はなった時で今考えてしまってるのは、えー、お客さんあり配信あり演者なしを考えてるんですよね。もうお客さんも来て 配信もしてますでも誰も出てこないっていうのをね今ちょっと考えてしまってるのでうーんちょっとねなそっちでこう何て言うんですかね刺激をうんねだってだってそんなことしていかないとさあもうすぐ来世よ ンセできることを、ね、いっぱいしていきたいんでねその時は申し訳ありませんね本当にね、うん、一番ねあのー、無観客無配信の時に、ね、一番自分でもさすがにあのー、何,何してんねん何してんのやろって言って吹き出してしまったのはコント中でもなくあのー、急いで準備してる時でもなくあのー、多分映像を をリターンで見た人は多分そこは映ってると思うんですけどもあ映ってるかな映ってるかあのー、ミルクボーイをゲストで呼び込む前ですね呼び込む前にちょっと助走を取るんですよなんかこうということでねみたいなあさあ忙しい中えーここでですねみたいな感じでなんか軽いねなんだろうミルクボーイでーすこの方ですっていう前のちょっと とした別にエピソードトークとかじゃなくて普通に何かこうはいということでみたいなそこそん時がね一番俺な何をつな,いつないでることがあるんやろっていうすぐ呼べばいいのにっていうかもういたつきでいいのにねもうたっミルクボーイ舞台上に上げてる上誰も見てないんだからねその女装呼び込む女装の時が一番ね何してんのやろうっ,てって言うんでちょっと楽しかった。 記憶がありますけどもねもちろんネタも楽しかったですけどもねでその日の1月29日に、えー、映画ではですね花束みたいな恋をした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 いしたしたのしたのかうん有村架純ちゃんと、えー、須田将く君が えのピュアなねえ、ね「天竺ネズミの単独」に行けなくてえー、出会ったみたいなうんでねなんかあの面白いのは僕のとこにもコメント来るんですよカラさん見ましたみたいなでも「天竺ネズミの単独」なんかも絶対忘れないですよっていう <laughs> いやそん映画やからなんかそんなに好き,な好きじゃないんじゃないかなと思いましたとかが結構多かったのよ なんか嬉しかったっていう人もいるけど、なんかそれで入ってきませんでしたっていう人も <laughs>、忘れるかな好きだった人の単独みたいな。いや、それ、まあ、それ、それ言い出したら <laughs> ってなりますよ、本当そんなのだっんら映画見,見てられないですよ、それやったら。ね。うん、まあまあ、嬉しいですよね。そんな感じでね、出演したの、出るよ,出るよりもうーん嬉しかった感じがしますね、本当にね。 うん、その映画もぜひ見てください。なんかね、深くにもそのライブ行けなかった人が出会ってっていう感じですけど、その1月29日は誰も来れなかったっていうことは、みんながね、みんながじゃあ、えー、その映画の主人公2人と一緒で来なかったってことは、その来なかったことで出会えるもの、えー、出会えること、うん、あこれはちょっとつなげれなかったな。 すみません,なんかつなげれるかなってねもう少しだったんですけどなんかこうだると思って <laughs> もう少し頑張ったらねなんかこういい感じで皆さんはんかこうあなんかなんか嬉しいみたいな感じにできたんですけどねなんかこう前向きな気持ちんか途中だろうって <laughs> 何なんですかね体調はいいんですけど何ですかねなんかいやもうええわって思いましたけどね えー、ということで、えー、今日はあるあるを終わらせないとさすがにもう一ヶ月以上やっちゃってるんでね、えー、ということでまずはこちらをお聞きください岡ちゃんどこにいますあ、目の前にいますあ、じゃあ耳グッドな情報お願いしますはいございます、うんえー、南馬のルのュールにアルコールバーが設置されましたま、うんえー、ワイン、うん、ウイスキーもう話終わりましたいやまだ途中です話終わったら教えてください中杯 小中雰囲気でわかるか終わったまだですよあの飲みフロビーで組んでいただきましてお部屋の方に持っていくことができます非常にたくさんありますのでまた終わったなまだまだですぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てくださいあ変なやつに絡まれた変なやつが絡んできたなあこいつそんなことより男軸ホテルグループピンポイントアラル とということでもう今日最後にしよう、本当に、えー。先週までのやつを全部見てもらって、えー、小林くんが、その先週の先週聞く前に気に入ってたのが、えー、っとデイジーさんの、ね、牛荒々の23位ね。21位か、牛荒々の21位ね。 えー、も,うもう以外の、鳴き声が思いい浮かばなもう以外の全然出てこへん、もうこれしかごめん、出てこへんわっていう <laughs>、この面白いの小林くんが、えー、選,んでます選んでますね。そして、ちっちゃいスタッフ、島ちゃんは、いや、どっちなのって話ですよね。こっちの話ですけどもね。どっちなんだろうっていう話をしてたんですよね。 ということで3月20日 ?20 日ですね20。20って20日なんですよね。うん。最近間違いないようになりましたね。20日。20、2日ね。ケ、OK、ー春分の日ね。うん。春分の日って言えばあれですよね。いや、春分の日って言えばあれですよね。じゃないね。そんなトークないね。ほんま勘弁してくださいよ。 あのー、これ言ったっけな俺これ言ってたらあのー、教えてそれ言いましたよって俺 QR コード QR コードの話したしてないよかった QR コードあのー、あのタクシーのね、あのー、QR コードこう後ろのやつで QR コードパッてやったらねああのアプリでもうそれ かざしたらもうお会計してもらえるやつがあるんやけどそまあ、それに限らずやけど QR コードもちょっと怖いぐらいはやないこのまだかざしてないのになんか OKOK、OK OK、って出るねんけどもう,もうほぼほぼ食い気味のいや,こう,やこうはやっ怖ってなるんですよこれ話したんちゃう話しないよかった。 ね QR コードなんかなんていうのかなあのあれとかはやってないけどねそのこんあのあお店とかでこう携帯こう見せてあっちがこうやるタイプはちょっとやったことないけどこっちからかざしてまああれもみんなあれか LINE の QR コードとかあれなんかもう食い気味あ LINE の あれはそんなまあでもあれもそうかでも食い気味でなんかなんか OK 出るのは怖ーってなんですよねうーんまあそんな言うてたらねもうちょっと切りないので、えー、今日はねあのー、やっとあるあるをやり新しいあるあるマスクあるあるの82二かなうん約2か月ぐらい えー、牛あるあるしてたね,ね牛あるあるるをね、もう2ヶ月ぐらいしててね、えー、やっと新しいマスクある、もうすごいたくさん着てたんですけどね、その中からこう厳選して82位をお届けしたいと思いますけどね。えー、ということで、えー、あそうそうそう、その牛あるあるの発表を先しとこうか。結局、 あの誰がいいかって言ってねえっとちっちゃいちっちゃいスタッフは牛あるあるのね21位ねちっちゃいちっちゃいスタッフはえっとが気に入ってたのが北海道だけど津市出身さんの牛あるある第21位「絞られるより絞りたいマジで」これねいいですね愛されるよりも。 愛したいマジでというのとちょっとうーんなんかそういうのを感じさせてくれた作品だなとうんそうですね、えー、感,じさし感,じ感じさせるよりも感じ感じたいマジでっていう,うことをねあの感じさせてくれた作品。 じゃないかない。この方にステッカー差し上げたいと思います。あとあの今日は来てないけどね小林くんね小林小林くんが誰なのか一回も説明したことないですけど小林くんが気にしたの、うん、どれにしようかなーって言ってたんですようん迷うまいよなーって言ってたからねもうどっちもいいよーって言ってあげたんですようんその二人がですね、えー、セクハラ巡査長のですね、えー、息子が100点取った時は コーヒー牛乳を出してあげたい。これ牛さん目線ですね、えー、牛のそうですよね。牛の息子牛,牛ね。息子にだから牛乳はなんぼでも出ますけどね。なんかこう100点取った時、何の100点やねんっていうことですけども。そうですよね。だからコーヒーコーヒーを入れないといけないですね。はまあ、いいや。俺が気に入ってんだって。変なの？ えにステッカー差し上げたいのとあと迷ってたのがグラちゃんさんの「牛あるある第21」通常よりも長めのこれ俺じゃなかったこれおれちゃうあまあいいや通常より長めの「もー」という鳴き声が聞こえてきたのを合図にお昼休憩を取るこれはいいですね一周っていうかね うーんなんか、うん、サイレンみたいっていうのはよくあったんですけどもね、なんか、このなんか、長めのもう聞いて、ちょっと休憩取ろうか。なんてね、えー、なんかこう、いいですよね、これ、哀愁。で、僕、これ、ステッカーさせて、で、僕が気に入ったのがあ、ラジオネーム、危ないな、こいつ、おちん事件、ね、おちん事件、17歳、広島県。 えー、牛あるあるの第21位体の白黒が布袋のギターと同じ割合全部なんでしょうかね <laughs> 全部の牛のこと言ってるん,んですかねすごいですねさすが布袋さんこの4名の方にステッカー差し上げますさあ今日はえー、さあ今日は、えー、マスクあるある誰が手にするのかステッカー誰が今日で決まるのかそれともまあと2ヶ月経つのかそれでは CM お願いします岡ちゃんどこにいます あ、目の前にいません。じゃあミミグッな情報お願いします。はい、ございます。うえ、ナンバーのルールにアルコールバーが設置されました。うえ、ワイン。ウイスキー。もう話終わりました。山田途中です。途中。話終わったら教えて。はい。中杯。え、焼酎。雰囲気でわかるか。え、まだですよ。あの、飲みフ、え、ロビーで組んでいただきまして、お部屋の方に。 えー、持っていくことができます。うん、非常に、えー、たくさんありますので。まだ仕終わったな。えー、<れ>まだまだです。えー、ぜひ河原さんもうちのホテルに遊びに来てください。あ変なやつに絡まれた。変なやつが絡んできた。なにやこいつ。そんなことより男塾ホテルグループピンポイントあるある。 いやー何回聞いてもですねあのー、不意に笑っちゃいますね、お知らせのあのね男自己ホテルグループのねあのちゃんとあのー、社長だし、ちゃんとスポンサーなんですけども、えー、なんだこいつっていうのをねはっきり言ってる <laughs> 自分でもこうねププププってなっちゃいますね、いつも聞いたらね。 うんさあ、えー、マスクあるあるの82二、えー、たくさん来ましたね八82位やからねあのー、結構離れてもいいのかなっていうの感じですよねどんどんいきましょうじゃラジオネーム静岡県のくる,くるみるくさんですねくるみるくさん、えー、19歳の方静岡県の方ですねマスクあるあるの第82位はマスクをしていれば鼻の穴に ベロを入れてもバレない、うん。まあまあ最初はいいんじゃないですか、うん。僕はあれですけどね、あのベロ、あの鼻の穴に、えー、入れれますから。 そのぐらいいいベロ長でですすから右,左右右右左左といつも入れておりますねマスクの下で、うん、僕にとってはその82位ではないんですけどね皆さんにとってまずベロを入れられないじゃないかということも助かってですね、えー、結構こうランクっていうかね82位になったんじゃないかなと思いますね僕にとってはあれですけどね、あのー、お安い御用なんですけど。 花の穴にねねベロをいつも入れてます、ねえー、右右右左左右右右右右と <laughs>、えー、調子いい時には、えー、左左左左左左左と、うん、やってしまいますけどもねうんこれいいんじゃないですかいいんじゃないですかいいんじゃないですかということでラジオネームのそららかまたまさん 大阪の方えー、マスカーラルの第82位はここまでいきましょううん82位ですからねここまでいきましょうもう飽きてきてねあのー、なんか普通につけるのがんでなんかもうね楽しみもないし何やったらっ焼肉のタレにワンバンさせてからつけてね えー、ちょっと匂いとかね、えー、楽しん,もんじゃないかというこんぐらいいってください82位はさあどんどん行きましょうセクハラ巡査長来ました49歳49歳49歳ピンポイントあるあるバスクあるある第82位はこれシンプルでねあのー、いいなと気をてらってなくていいなと思いますねうん犬がくわえていたうん これ気を照らってなくていいなあと思ったんですね。これ、うん、なんか付け加えちゃいそうですけど。犬が加えていた。いいですね。うん、好きですよ。大好きです <laughs>。マスク四十九歳。ええー、いきましょう。ラジオネーム。初めてかなクランベリ下沢。あ、初めてじゃないかな。クランベリ下沢さんですね。これもいいですね。マスクあるあるの八十二は。小声でずっと。幸せとは何か。 を問いかけてくるマスクの下でね何にも聞こえないねやっと聞こえたと思幸せとは何か」をずっと問いかけてくる問いかけてるんじゃなくて「問いかけてくる」だからねうんこれがなんかみそですね自分にこう問いかけてるんじゃなくて「問いかけてくる」だから何か言ってんなと思ってどうせ大したことじゃないやろうと思ってた幸せっていうのは。 君にとってみたいな私はすごい大事な話でたっていうことですよね、えー、マスクにこうマスク、だから光栄ですからマスクビョンビョンビョンってなってね口の中でこうママスク唇マスク唇ってね、えー、幸せと変なところでね終わってみましたけどもラジオネーム静岡県のミラノフおばさんいきましょう19歳の方静岡県の方ですねマスクアラル第82話マスク越しにエビグラタンを食べてしまった <laughs> これももいいですねもう食べてしまった食べようとしたじゃなくて食べてしまっただからもうマスク越しになるべくこう繊維の中からこうにゅるっとこう刺して食べ終わったってことをと解釈しましたけど私はね食べそうになったじゃないですか、ね、食べそうになっただったら1、えー、位はだいぶね若くなるんですけど82位ってことでグラタンを食べきっこれ食べきったがいいかもしれないですねそこまで言っちゃうとちょっとマジやなこいつってなっちゃいますけども。 川原さんマジやなってなっちゃうからグラタンを食べてしまったで、まあ可いいかな19歳が本当はね食べきってしまったがいいんですねうんこれマジだなとラジオネーム浦さん49歳49歳先ほどの方ですね浦さんは違います二十歳ですマスクあるある第82二はマスクの「す」を強めに言っちゃうこれねあの試してみたんですけどね「す」は絶対強く言わないですよ「ま」とか「く」はあるんですよ「マスク」とかね「マスク」 とかねあれがマスクマ、まえー、マスクマスクねこれだから数を強く言っちゃうっていうのは八十二これいいですねシンプル曲へ行きましょう静岡県のくるミルクさんまたやこいつ一日に二回もたくさんある中で 持ってんなこいつたくさんの中からこう適当に撮ったやつなんですけどねカ、えールさんこんにちは、えー、星野源さんの想像を流してほしいへえーえー、ちょっと聞いてみましょうかねえー、それでは聞いてもらいましょうはいはいもういいもういいもういいということでねアイナちゃんはねあのー、最近きえたんじプレゼントねなすびをプレゼントしてなすびねアイナちゃん持ってたんですけどね 前ねあげたんですけどねあの顔ちっちゃいちっちゃいからねあのブカブカやったんですよねだから誕生日にマスクあマスクじゃない引っ張られてあのー、夏日あげてねえ地、ー、盤弟子みたいな感じにね、えー、しましたけどもねこの愛いちゃんのね歌を今日はねあのー、アルバムでねちっちゃいスタッフがね「カラさん何番がいいですか?」って言ってね、えー、じゃあね3番ってってね3曲目、ね、3番 1>, 1から12だったかなアルバム、えー、何番がいいですかいつもこんな感じでいるんですけどじゃあ今日はね、えー、3番って言ったらね、えー、じゃあ 3, 3曲目は7ですって言っていや33です3がいいですいや7ですって言ってよくね、えー、後から聞いたら7というタイトルですややこしいですね三3曲目でしたね7がということで聞いてもらいましたけどもさあどんどんいきましょう、えー、ウリさん、えー、マスクアラルの第82話 マスクを膝まで下げる膝マスクをしている人もいるこれいいですねなんか流行りそうなね膝もマスクまで膝をマスクまで <laughs> 膝をマスクまでうんマスクを膝までなのに膝をマスクまで、えー、さあラジオネームスルメのファンタスティックさんいきましょう29歳マスクあるあるの82位は マスクしてると見せかけて本当は半んを食べている <laughs> だからこう食べているっていうかこうついてるのその半んってこうなんていうのこう縦っていうの横なんていうのこうなんていうのこのマスクつけてる風に見えるんやったら食べてるってならんやろこのなんていうのこうなんて言えばいいねんこれ <laughs> むずい半んの縦てか横じゃない平面なんていうのうーんめんどくせえラジオネームえびさん エビエビさんねエビさん32歳ピンポイントあるあるマスクあるある第82話お餅みたいだなと思ってお腹が空いちゃう <laughs> これいいですね思わんやん別にもうおち <laughs> 言われて気づいたわうーんお餅みたいだなあっつね腹減らんやろさ思わんしね減らんやろっていうことでいいですねこれちょっと思わずねプププって笑っちゃいましたラジオネームあまさかのエビ部 一緒なんちゃう、これ、エビさんとエビブあ、一緒かもね。なんや、棒をつけたりつけなかったり、一緒かもね。まあまあ、行きましょう。ピンポイントあるある。マスクあるあるの八十二位は。道に落ちているマスクは全部長谷川さんの。誰やん、長谷川さん。ね。なんで落とすねん、長谷川。さあ、えー、なんと。えウ、ー、シあるあるは二ヶ月続きましたけど、マスクあるあるはこれで最後です。 1> 1日で終わっちゃいますはい、えー、そういうやつです私はラジオネーム浦さんいきましょう、えー、マスクアラルの82位はちょっとこれ分からない <laughs> ちょっとね分からなかったやっぱね100枚200枚も見たらねこれがねプポポポ,ポってなっちゃったんですよねさあ、えー、もうちっちゃいちっちゃいスタッフはどれが好きだった ああや焼肉の結構全、ああ2枚目じゃあちっちゃいちっちゃいスタッフさんのしとしてそららかまたまさんの焼肉の誰にワンバンをさせてからつけるでー <laughs> つけるでー <laughs> うわー俺悩むな俺は好きだったやつねうわー好きだったやつ、ね、俺何が盛り上がってた俺 エビグラタンか <laughs> 確かにね俺でも俺ごめんお餅みたいなあかなうーんごめんこれはごめんお餅みたいはんぺんも良かったけどエビグラタンもんー食べ物ばっかりね最近おデブちゃんだからね痩せなきゃって思ってるんですけどやっぱりこう食べ物系が選んじゃうおデブちゃんということでエビさんのおマスカラル82位 お餅みたいだなと思ってお腹が空いちゃうです <music> さあということでお知らせですということでここのスポンサーでもある「男塾ホテルグループ」の社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃんはいよろしくお願いします岡ちゃん岡ちゃんはいね本当に来てくれてるんですか えございますはいえー滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますとえーリニューアルさせていただきました、うん、と言いますとえー以上ですえ、なんか困ってますえー、うん、困ってますね <laughs> ああ、変わってあげたい変わってあげたいなとにかく 男塾ホテルグルグープ嬉し恥ずかしいエンディングですということで今聴いてるエンディング曲は「京都フィルムフェスティバルバンドの京都踊ろう明日と歌おう」ですね。えー、ということで、えー、ステッカーは曲をねあ星野源さんのくるみるくさんとほんで、えー、対象のエビ,エビと空。 カマタマさんですね。で、牛あるあるの、えー、おちんじけんさんとお、津市出身さんと、グラちゃんさんと、セクハラ巡査長にステッカー差し上げます。えー、っと、一人で60分、読売テレビの一人で60分、えー、放送終わったんですけども、えー、見逃し配信をギャオ、YTB マイド。 ティーバーでね、えー、60分の見逃し配信を見れるよということで、えー、本当に無観客、無配信、単独ライブの次ぐらいに楽しかったなと思って、ただ僕が遊んでるやつをね、テレビで流してくれてるだけなんで、本当にね、もう2時間でも3時間でも、あんなねあの、やっちゃいますよね、本当にね、ぜひ見てくださいということで、えーとおー、お知らせは特に、 いないですかねあ,ある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 を、えー、新しいやつね今日もう一発で終わっちゃいましたが、えー、鉛筆あるある初めてじゃないですか鉛筆あるあるのじゃあどうしましょうかねうん鉛筆が2本立ってる感じで11位しましょうかねうーんいいですねなんかね鉛筆あるあるの11位。 ね、あのー、世界は広しといえども鉛筆あるあるの11位をしてるのはもう私たちだけじゃないかなと思いますね平和ですね。ということで皆さん鉛筆あるあるの11位を。で来週は、えっと、ステッカーをくださいってね、えー、言ってるうーん言ってるだけぐらいの薄い内容の人らをに えー、チャンスをあげようと思って、えー、大量に今まで1日で100ねちっちゃいスタッフがもう頭おかしくなるって言ってたけど100枚くらい配ったことあるけどそれを更新しようかなという回にしようかなと思いますね。えー、国土国土ご,ご覧あれ国土でいいいのかな都都都はい、3月27日 どうも、始まりまりした天竺ネズミの川原の原ぽんぽんラジオメールをいただいた方の中から抽選で毎週数名の方にオリジナルグッズ川原本舗ステッカーを差し上げますそれでは今から0時55分までお付き合いくださいということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃーんはいよろしくお願いします岡ちゃん岡ちゃんはい ね本当に来てくれてるんですか、えー、来てますそうですかじゃ信じましょうミミ、えー、グッドな情報ありますか、えー、ございますはい、えー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますと、えー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますと、えー、以上ですえなんか困ってます うん、困ってますねあぁ、変わってあげたい変わってあげたいなとにかく、男塾ホテルグループステッカーをあげようえー、たくさんメッセージをいただいておりますえー、メッセージの内容は先に読ましてもらっていますえー、ステッカーを差し上げていく人の名前を読んでいきますラジオネーム、お姉ちゃんさん ラジオネームカイノアタマさんラジオネームカズサックノーマンマックヘネシーさんラジオネーム左中間さんラジオネームパライソさんラジオネームマカロンサファリパークさんラジオネーム棚から牛タン姫さんラジオネームポンコツ 百貨店さんラジオネームシャツさんラジオネームセブンティーン花のセブンティーンさんラジオネームナナさんラジオネーム街のパン屋さんラジオネームシムヘイさんラジオネームノットラガーマンさんラジオネームナッチさん ラジオネーム何で2回言うねん何で2回言うねんさんラジオネームレツ,レツカ海王さんラジオネーム闇落ちメロンさんラジオネームアポロさんラジオネームジャンコウセチさんラジオネームテンさんラジオネーム ついつい拾っちゃうあれさん。ラジオネームステッカーさん。ラジオネーム昼下がり昼下がり希少女さん。ラジオネームダイアンつださん。ラジオネーム馬刺しにはしょうが醤油さん。 ラジオネームふくろうさんラジオネームエイリアンさんラジオネームしめ鯖さ,さんラジオネームアルフォートさんラジオネーム川原翔子さん京,京都の女川原翔子さんラジオネーム反復横跳びさんラジオネームメロン食べたいさんラジオネーム 徳島県の男やのにたんそくさんラジオネーム前のキッズさんラジオネーム大分県大好きさんラジオネームさん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 ラジオネームアスパラのパラさんラジオネーム 体力の限界ですす一番やめます <laughs> <laughs> ラジオネーム山,が山形県のやさしい猫さんラジオネームあきちゃんさんラジオネームまきじゃくの森の手羽先さばきさんラジオネームスープカレーさん ラジオネーム常に助かってますさんラジオネーム歯の多いかぼちゃさんラジオネームここんとことほほさんラジオネームなっちさんラジオネームほろよいダンボールさんラジオネーム愛知県。 これくるという字にきへんににしくるという字にきへんににしくるすくるすさんくるすさんラジオネームねりねさんラジオネームのこのこさん ラジオネーム「ジジャムムビーーさん,ジムさんラジオネームそこらへんの砂場の砂利を食べるさん」ラジオネームさん「ラジオネームりっくんさん」「ラジオネームむっつりなすべさん」「ラジオネームはっちゃかめっちゃかあいうさん」 ラジオネームもっといい缶詰さん <laughs> ラジオネームクーピーさんラジオネームコスコスシンシンさん <laughs> とりあえず曲にい,いかしてもらいます曲の リクエストが来ておりますえー曲のリクエストちょっと待ってくださいすみませんえー曲のリクエストはどこに…あっとあれしたえー、曲のリクエストはどこ行ったかな すみませんちょっと待ちださい曲のリクエスト曲のリクエストをのストの少々お待ち下 <laughs> 曲のリクエストが曲のリクエストの曲のリクエストもたくさん来ています少々お待ちください <laughs> 曲のリクエストたくさん来ております少々お待ちください <laughs> 大変お待たせしております曲のリクエストが、えー、たくさん来ております少々お待ちください大変お待たせしておりますえー 曲のリクエストなんですけども、う手元の方に、えー、たくさん来ております。少々お待ちください。はい、お待たせしました。えー、ラジオネーム、シューさんですね。えー、今回リクエストさせていただいた、キングキング プリンスのア「アイプロミス」アイプロミスはセブン‐イレブンの2020年のクリスマス CM ソングとして起用されているウィンターラブソングで成,成熟しない恋だと感じながらも女性への変わらぬ愛を誓う男性の一途な思いが綴られている。 <laughs> ウィンターラブソングで成就ウィンターラブソングで成就しない恋だと感じながらも女性の変わらぬ愛を誓う男性の一途な思いが綴られたナンバーです切ないけど心温まる素敵なメロディーなので ぜひ流していただけると嬉しいです。という,ういただきました。それでは聞いてください。アイナジーエンドで日々。多分、この後もう一度この感じだと。もう1。盛り上がりあるのではないかと。いう雰囲気が今ある。歌はアイナジーエンドで。日々あ終わった。はい。今終わった。<laughs> 今終わったのはアイナジーエンドで日々ということで、えー、一旦、えー、お知らせです。ということでここのスポンサーでもある男塾ホテルグループの社長岡ちゃんに来てもらってます岡ちゃーんはいよろしくお願いします岡ちゃん岡ちゃん,ちゃんはいね本当に来てくれてるんですか、えー、来てますそうですかじゃあ信じましょう。 えー、ミ,ミグッドな情報ありますかえー、ございますはいえー、滋賀のホテルリッドをリニューアルさせていただきましたと言いますとえー、リニューアルさせていただきました、うん、と言いますとえー、以上ですえ、なんか困ってますえー、うん、困ってますねああ変わってあげたい 終わってあげたいなとにかく「男軸ホテルグループ」嬉し恥ずかしいエンディングです。えー、ポッドキャスト版で聴、えー、いてる方は多分曲を聴けてないのであれですけどもずっと曲の間ええー、一ボケも二ボケもさせて、えー、いただいております。うーこれを機会に ポストキャット版もういいですけどもぜひ土曜日の生で生っていうかはい聞いていただけると助かります非常に助かります今日読ませていただいたすべての方にステッカーを差し上げます、えー 来週は、今募集しているのが、マスクあるある、あ、違う、鉛筆あるあるの11位ということで、えー、募集しております。えー、今日は、わりかし、えー、内容を、まあ、メッセージの中でですね、えー、メッセージを読ましてもらった中で、えー、相談や、 質問などを特になくうステッカーください。えー、はたまた、えー、好きです。などの <laughs>、えー、多少おお薄いというか、その失礼しました、えー。それは読ませていただいております。そして、えー、質問、相談、悩み。 などのメールはまたあ来週、はたまたあ再来週に、えー、読ませていただきたいと思います。今日はあ割かし、えー、相談、えー、質問、悩みなどない、あほ見て、あ<お>すみません、失礼しました、えーえー。あのテレビ見ただの、YouTube が好きだの、 普通に好きだの。などのおー、多少薄い、薄、失礼しました。えー、はい、薄い <laughs> のは <laughs>、えー、ただ、えー、優しさがゆえに、ステッカーを差し上げたいという、今世中に、このままだと。 普通のラジオだとステッカーもらえないぐらいのうーんただの好きだの、えー、テレビあれ,があれが好きだったな好きだったなど舞台が好きあれが面白かっただのと普通に好きだなと好きだな,好き,なんだ好きだなと <laughs> という方に、えー、手を差し伸べれることはできないだろうか という,うスタッフ、小さい小さいスタッフと頭を抱えた結果、名前を読み上げていこうということで、今日名前を読み上げた方々はステッカーを差し上げます。そのステッカーは、新しくステッカーが変わるまだ前なので、非常にえこれからは出回らないものだということで、プレミアム あー音楽が薄くなってきましたがご心配ありませんこのように持ちこたえることができるそれがラジオです、えー、ラジオをお聞きの皆さん、えー、まあ悩み相談うなどあってもなくてもステッカーを差し上げますので えー、で、えー、1人で60分、読み入るテレビの1人で60分の見逃し配信が今、あ3月、じゃあ、五、えー、日、えー、4月5日ぐらいまでですかね、<laughs> わかりませんけども、えー、TVer、ギャオ YTB マイドで、えー、見れます。1人で60分、うん非常に。 まあ、このラジオを聴いているぐらいですから見てるでしょうけどえー今日はちょっとねえーダンディーなうーん感じでえー送らせていただきましたえーあとですね3月30日火曜日マシンガンマウスプラスうーこちらが大阪の方でえーあります えー、ジャルジャルごとゲ,ゲスト、ジャルジャルゲストごとね、えー、ランジャタイですね。で、えー、デルマパンゲのサコタ、ねえー、ジャルジャルゲストごと <laughs> ランジャタイとデルマパンゲのサコタとなっております、えー。トークあり、ゲストあり、で、配信ありで、えー、お送りいたします。 ということで、えー、また来週お会いしたいところをですね、ぐっとごらさせてもらいましてですね、えー、お時間がもう、えー、ありませんので、えー まだまだまだ終わらない。まだ終わらない。まだ大きくしないで、怖い。<laughs> 怖い。大きくしないで、音楽。うっすら流れてても大丈夫なんでしょう、うん、無音じゃないんだから。あ、あの、早い、早い。頑張って、頑張って、もうちょっと低いので、低いお、音が小さいね。 あー小さい小さい不安になるそれはそれで小さすぎる不安になるもう大きくし,してきて今大きくしてきてもっと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 よしよしおし